もみの木は残った。第四部。山本周五郎。意地の座。甲斐が、石碑争いの騒ぎを知ったのは、矢崎と練りの裁きがあって、10日ほど経った後のことであった。それまでにも、貝には辛いことが続いていた。乙年、広文5年の夏、塩沢丹三郎が独死し、去年の正月には、藻庭巣王に死なれた。 ス王が寝ついていた百余日、病床を見舞ったのは、わずかに三度だった。それも、二度は、他の見舞い客と一緒で、全く形式的な挨拶しかしなかった。ただ、一度、一人で見舞った時も、ほんの四半時余りしかいなかったし、その時でさえも、深入りをした話は、二人ともしなかった。話すことはないな。そう、話すことはない。 二人は、お互いの目で、そううなずき合った。確かに、口で話し合うことは、もうなかった。スオの顔には、後のことは貝が引き受けてくれる、という安心の色があり、カは大丈夫やってくれる、という信頼感が現れていた。それを証明するように、スオは、一言だけ、先へ行ってすまない、という意味のことを、微笑しながら言った。何 すぐ追いつくさ。と会は答えた。もう見舞いに来るには及ばないぞ。そのつもりだ。これが別れだな。これが別れだ。笑うかもしれないが。とスオが言った。俺が、今一番心配しているのは、うまく死ねればいいが、ということだ。自然のままがいい。とカイが言った。うまく死のうとまずく死のうと。 死ぬことに変わりはないのさ。ス王は微笑し、じっと、カの目を見つめながら、うなずいた。ではこれで。では。それが、二人のあった、最後になった。ス王の死んだのは、正月十一日の朝で、前夜半から、二度、モニワの家津からカのもとへ、帰徳の知らせがあり、カは、堀内総左衛門を代理にやった。 総左衛門は夜明けまで藻庭けに詰めていたが臨終が近いと言って7時頃貝を迎えに来た。一目だけ顔を見たいとおっしゃっています。どうかすぐ言ってあげるようにと総左衛門が言った。貝は嫌と首を振った。周防がそんなことを言うはずはない。別れはもう済んでいる。もしそんなことを言ったとすれば。 病毒に頭を犯されたためで、周防の本心ではなく、上ごとに過ぎない、と海は言った。それではあまりです。と総左衛門はたまりかねたように、膝を進めていった。事情はよく承知しているが、それではあまりひどい。総左衛門は、珍しく、強い調子で海を解いた。十円の親族というだけではない、亡きさつき様から、周防様へと、 誰よりも親しく、心の底から信じ合ってこられた。他のことではなく、その唯一の友である周防様が、今死のうとしているのである。一の関の疑惑を避けるためなら、言葉を交わさなくともよい、この世の名残に、ただ一目、互いに顔を見るくらいのことは、できるはずだ。それさえもなさらないというのは、侍として立派かもしれないが、 人間としてはあまりにも無情すぎる。ぜひとも会いに行ってあげてくれ、この通りお願い申します。こう言って、総左衛門はひれ伏し、おえつした。甲斐は総左衛門を慰めた。そう思い詰めるな、須王には分かっている。臨終の一時に会う会わないは、二人にとって問題ではない。すでに、別れの言葉は交わしてあるし、周王自身が、 もう来てくれるな、と言ったのである。ス王は、うまく死ねるかどうか、ということを心配していた。死は恐ろしいものだ。人間は、誰しも死を恐れる。死そのものを恐れない人間でも、臨終の一瞬は恐ろしい。臨終の苦痛が頭を濃乱させる一瞬は、精神を調達したものでもあらぬ振る舞いをしやすいものだ。 スオが心配したのはその点であり、顔を見たい、と本当に言ったとすれば、彼自身が恐れていたように、ノーラ乱の、あまり未りんな気持ちが起こったのであろう。俺は行くまい。死の苦痛は長くはない。臨終の苦痛が去って、死の世界へ落ち着けば、俺が会いに行かなかったことを、彼は喜ぶであろう。お前が気をもむことはないのだ。戻って、 俺の代わりにミスを取ってやれ、とカは言った。それは、少しも偽りのない気持ちだった。今思い返しても、自分の取った態度は正しかったと思うし、もちろんスオも分かってくれたろうと思う。そのことに疑いはないが、心の奥にある、辛い思いは消えなかった。侍としては立派かもしれないが、人間としては無情すぎる。 総左衛門はそう言った。言うまでもないことだ。しかし、侍としても人間としても、海にはそうする以外にやりようはなかった。海にとっては、それが立派でもないし、無常でもない。そうせざるを得なかっただけであり、心の奥に辛い思いが残るだけであった。辛い思い。丹三郎の時、宗王の時、そうして、 矢崎とねりのことが、それに続いたのである。矢崎が、物頭としてナ海に挙げられたとき、カはいつか、そのような日が来る、ということを漠然と予感した。トネリはいつかやられる。どういう形でか、トネリもまた犠牲にされる。とカは予感していた。そして、それが事実となった。七十日ほど前、 物頭の上田立脇中氏という者が、とがめを受けて、家禄募集、その身は片倉小十郎に預けられ、妻子は古内源太郎に預けられる、ということになった。矢崎と舎りは、上田の妻子を送ることを命ぜられ、都の者二名、足軽3名とともに、陸前の国栗原郡の岩ヶ崎にある、古内家の漢に向かって、江戸を建った。 妻子は無事に妄走したが、起任すると、すぐ、との者一人が、矢崎殿は、予中、上田の妻に、不倫なことを仕掛けたと、訴えて出た。そこで、ドネは、目付役の吟味を受け、さらに、表情役から、国労の祭壇に回付された。海は、その時初めて知ったのであるが、同時に、妄走の友をした、もう一人の都が、 不倫の訴えは誤解であると言っていることを聞いた途中で宿に着いた時上田の妻女が疲れのため卒倒したそれを見て矢崎と練が駆け寄り抱き起こしてやったのだ自分はその場で見て知っているから必要なら証人に立ってもよいとその都が言っておりこれに対して訴え出た都の方では彼は矢崎から 口止めの金をもらっていると主張しているとのことであった。国老の評議にあたって、甲斐は、何も意見は述べなかった。承認を関門しようか。という説が出たときだけ、甲斐は、その必要はあるまい、と反対した。矢崎舎人が、元原田家の人間であったことは、みんな知っているので、その反対には、意外な感じを受けたらしい。 カは、こういう問題は水かけ論になるといい、他に人もあるのに、矢崎が自分で抱き起こしたのは本当ではないし、証人を勘問すれば、口止め料、などということも取り上げなければならない。それでは、ことが紛糾するばかりである、と主張した。結局、矢崎とネリは、軽く召し上げの上追放、ということになった。カは、 密かに人を使って、日本橋の狩りや晋介を訪ねろ、とトネリに伝えたが、トネリの無罪が明白と思われるのに、これを罰することを、自分が主張しなければならなかった、という立場の苦しさは尋常ではなかった。何かが近寄ってくる。と甲斐は思った。丹三郎、周防の死、そしてトネリの追放、カを遠巻きにしていた何かが。 次第にその輪を縮め力を加えて彼の上にのしかかってくるというような感じを彼はほとんど肉体にまで感じ始めたそこへ石字の争いという問題が起こったのであるその知らせは船岡にいる家老の片倉隼人から来た手紙は詳細に事実を伝えていたが彼を驚かせたのはその争いの中に 我が子の台頭が加わっていることであった。ことの次第はこうである。その年の4月13日、幕府の国目月が仙台へ着いた。国目月は、例年の通り、上尾赤砂森、スカイバイ安倍主前小正組の二人で、4月5日に江戸を立ち、13日に到着した。そうして、4月22日、仙台城の二の丸で、 両国目付の競王が行われた。これには、役目の者、家筋の者が挨拶に出て、国目付から杯を受けるのであるが、その席順は、左の通りになっていた。第1、過労第2、表情役。第3、着座、国老となる家柄。第4、大判頭。第5、出入し、会計送還。 第六胡椒頭。第七目付け役。これは定例になっていたが、二十二日の京王には、この石字が無視された。古内玄太郎、重定伊藤うねめ、重門は着座の家柄であって、石字は第三であるのに、第七の目付の次、すなわち一番末席に回された。しかも、いざ出ようとするときになって、急に、甲斐の子。 原田立脇宗本を二人の先に出したのであった古内源太郎は国労主前重康の子であり伊藤宗は重貞の弟であった古内から出て伊藤新左衛門の養子になったのだがこの二人だけを末席に回したということは古内氏に対する政治的な措置ということが感じられた悪いことには はやとは手紙に書いていた。悪いことには、この少し前に、伊藤七十郎が上方から帰国しており、事のあった数日前に、仙台の屋敷へ来ていた。源太郎もうねめも、赤字の不当には怒ったが、その場では何も言わなかった。だが、うねめから司祭を聞いて、七十郎が怒りだし、このままには済まさぬと言って、 黒柴田劇に抗議を出す一方原田立脇を2人の先に出した件についてその係のものを調べたところ対等は寄せ場に詰めていたが急に目付役今村義太夫に招かれて源太郎うねめらの先に出たということが分かったそこで七十郎は里見重左衛門と相談の上自分で柴田劇を訪ねた劇は 七十郎を見て、困った男が出てきた、と思ったらしい。けれども会うことはあって、次のように答えた。詳しい事情はわからないが、役目のある者を先にし、二人は無役だから後にしたのであろう。では原田立脇はどうか。と七十郎は反問した。立脇殿は無役である。役目のある者を先にするというのなら、 をを先にしたた理由を伺いたい柴田劇は反問に急し、それは、係の者に聞くがよい、と答えた。係とは誰であるか。当日の目付頭だ。今村義太夫か。善太夫ならわかるだろう。そういう問答があり、七十郎は今村義太夫を訪ねた。善太夫が、 一の関の息のかかっている人間だということは、前から知らないものはない。彼は七十郎の講義に対して、国目付の強王は臨時のことだから、到着した順に従ったのである。と冷淡に答えた。それでは、柴田殿と口が合わぬぞ。七十郎は怒って、国郎は、役目の有無によって順序を決めた。と言ったことを告げた。 全太夫は、国郎がそう言われたのならそうであろうと、薄笑いをし、もう済んだことだから、自分には、これ以上の返事はできない、と答えた。七十郎はまた、里見十左衛門と話し合い、上田権左衛門という者を使って、劇の挨拶を正式に聞こうとした。だが、上田は、事の重大さを恐れて、その役を引き受けず、銃左は、 その不甲斐なさを怒って今後絶好すると決めつけた里見十左衛門は元室のため既に職を退いていたから自分でその役を買って出るわけにはいかないそこで氏家伝次という者を劇のもとへやった劇と伝次の問答は数刻も続いた七十郎が伝次に託した質問は左の三箇条であった 第一五一門、歴々の子息でも、役みのものの後に出すという相談であったか。第二原田立脇が順を間違えたのか。第三柴田激殿が捜査下を間違えられたのか。これに対して劇は、正月の式などはお家の華麗だから、赤字なども厳しく守るが、京王の宴は、臨時のことで。 さほど窮屈に考えることはあるまい。現に、片倉小十郎殿などは、自分より席地が下であるのに、今度は、ずっと先に出ているくらいだ。こういうわけだから、まず、今度のところは勘弁してもらいたい、という挨拶だった。これを聞いて、七十郎は、自分で、また劇を訪ねた。劇が古風な直上家であり、平成から、 身体明白な人なので、その挨拶が、余計感に触ったらしい。ご挨拶は聞いた。と、七十郎は劇に言った。だが、正月の例は、立て家の私事である、今度の場合は、抗議役人の接待で、臨時のことなどという、軽い沙汰ではないはずだ。国老ともあるあなたが、そんな軽率なことを言われてよいのか。また、あなたは、 片倉殿より後から出られたそうであるが、と七十郎は続けた。あなたは国郎だから、誰の後に出られても不名誉ではない。仮に、人足の後から出られたとしても、謙遜な人だと褒められこそすれ、下座に下げられた、などというものはないだろう。しかし、うねめは若年でもあり、無役でもある上に、養子の身の上だからそうはいかない。こういうことがあると。 身の面目ばかりではなく、古神左衛門の名にも関わるのである、侍は忠義のためになら、喜んで死にもするが、不当な地獄に屈することはできない、と、激しい表現で詰め寄った。劇はやむなく、自分の誤りであった、もう一度よく吟味した上で、然かるべき方法をとるとしよう、と答えた。誠に 米谷、柴田劇様こそお気の毒なことであった。と、片倉隼人は,は手紙を結んであった。文面は以上の通りであったが、甲斐は、後半をざっと読み終わるなり、七十郎目、と、口の中でつぶやき、唇を噛んで目をつむった。七十郎の愚か者目、罠にはまったということがわからないのか、それは、罠だ、一の関の仕掛けた罠だぞ。 こんな簡単なことが分からないのか、今村義太夫、渡辺金兵衛らは、皆、一関の意のままに動き、機会さえあれば、紛争を起こそうとしている。それは、七十郎自身が知っているはずではないか、他人の場合には、そうかと分かっても、身内の問題となると見えなくなるのか、と、海は、心の中で呼びかけた。七十郎に言ってやるか。 と貝は思ったつまらない意地を張るな、それは命取りになるぞ、その意地の座から降りろ。甲斐がそう言ってやれば、七十郎は矛を収めるかもしれない。まだ間に合う、そう言ってやろうか、と考えて、そこで、駄目だ、と思った。対等が関係している。自分の子が渦中にいる、七十郎は、多分それにこだわるだろう、対等は。 古内玄太郎や伊藤うねめの前に出された七十郎が意地になっている理由の一つは二人の前に対等が出されたことにある米谷殿に頼むとしよう柴田劇は頼むに足る人だ自分に対しては好感を持っていないらしい自分が一の席に押されて国労になったということで誤解しているそれは幕屋が示唆したものであるし 海を、一関の与党であると見せるための工作であったが、しかし、劇ほどの人物なら、理を尽くして話せば分かってくれるであろう。七十郎に構うな、と書いてやろう。今、家中に紛争を起こしては、大事になる、七十郎には取り合うな、という意味を書き送ろう。海はそう思い、すぐに手紙を書き始めた。海が、柴田劇に手紙を出してから、 まだ十日と経たぬうちに、石字の争いは一転した。これは、もはや石字の問題ではない。と、国老の側で開き直った。もちろん兵部宗勝が主相者であるが、事情を聞いて田村右京も怒り、柴田劇は、当事者として、官人の糸口を切った。七十郎は、伊藤の一族で、うねめの貢献をしているが、伊達家の名尚みではない。 諸子の文在として国労を問責するのは無礼でもあり、その仕方は慎重すぎるというのである。こういうものを捨てておいては、国労の慰霊が行われない。厳罰にすべきであるという激しい空気になってきた。これに対し、里見十左衛門の奔走もあったのだろう。若侍の一部に反対が起こった。七十郎が国労を問責したのは、 なるほど、単に赤字の問題ではない、一関の先団応暴と、国労が無能であるために、反省が乱れている。赤字のことなども、そういうところに原因があるので、七十郎らを罰するよりも、その根本の解配こそ、先決問題である。まず、一関の先団応暴を、抑えなければならない、と言い出し、それが、強い勢いで広がっていた。 これらの経緯は、無論会にも通じていた。国労側の意向も、その反対の動きも、会には手に取るように分かった。処罰を急いではならぬ。会は強く主張した。江戸でも、両公権を中心に、財布の老身が、幾度か表儀を開いた。七十郎らを罰すべし、という空気は圧倒的で、それは、 部宗勝の思う壺であったが、甲斐だけはそれをいぶし、抑えることに努めた。処罰を急ぐと、騒ぎが大きくなる。甲斐はそう言った。国労側の意向に反対する者たちは、問題を政治に持って行こうとしている。中んずく、両貢献、特に一の関を断崖する勢いが強く、このまま押し切れば、家中は、二派に対立して、 いかなる騒動に発展するかも測りがたい。ここは吟味中ということにして、一応ことを見送るべきだ。反対する勢力は、時が経てば弱まるに違いない。処罰するなら、それからでも遅くはないだろう、というふうに説いた。粉いかがまず折れた。胸部胸活も、おそらく、自分が、断崖の矢表に立っているためだろう。 しぶしぶながら貝の説に服し処罰はしばらく延ばすということになった貝は幕屋へ密書を送り表儀の始末と七十郎を抑えてくれるようにということを頼んだそして時が経てば国労側の意向も変わるであろうそれまで七十郎がおとなしくしていてくれるようにと貝は祈るのであった絶壁 七十郎は酔っていた。青根の温泉へ来て半月になる。去年、広文七年の四月からほとんど一年、赤字問題で存分に暴れたが、国老側は態度を明らかにせず、なお吟味中というばかりで、全く拉致が開かない。気を腐らせて、この青根へ保養に来たのであった。立家の宿舎とは、別の、当時客の泊まる棟で、 藤子という女中を引きつけたまま、連日、酒びたりになっていた。藤子は267になる。色が黒く、小柄で、手足はがっちりしているが、顔立ちは、目に立つほどきれいだし、動作や口の利き方も、きびきびと歯切れが良かった。藤子、こっちを向けと、七十郎が言った。藤子は、なんですか、と、七十郎の方へ向き直った。 七十郎は酔って充血した目を細め、珍しいものでも眺めるように、藤子の顔を見守りながら、ほう、と言った。お前藤子だな。藤子は私ですよ。初めから藤子か。初めからって、どの初めからですか。俺が来た時からさ、と、七十郎は口の端を手の甲で拭った。俺がここへ来た初めから。 不二子が相手をしてくれたのか、と聞いているんだ。馬鹿らしい、と、不二子は、花柱へしわを寄せ、お客さんは、酔って、気がどうかしているのだろう、という意味のことを、ひどい鉛のある言葉で、つけつけと言った。俺が酔っているって、と、七十郎は笑った。このくらいの酒で、俺は、酔いやしない、そんな心配をするな、今。 フ子の顔に気がついたので、びっくりしたところだ。私の顔がどうかしていますか。山が育ちにしては綺麗だ。あんまり綺麗なんで、今日が初めてかと思ったんだ。バカらしいこと。お前山育ちだろう。お客さんはどうですか。バカらしいと、七十郎が笑った。尺をさせて一つ飲み、また、フ子の顔を眺めながら、うん。 と頷いたうん、よろしい、きれいだ、お前気に入ったぞ、一体どこから来た柴田軍です。ふん、柴田軍か、その年だと、もう、亭主も子供もあるんだな。あれば、こんな方向はしていません。左陽光か、と、七十郎は合点をした、亭主も子供もなしとすれば、俺としても考えなければならないが、柴田軍はどの辺だ 舟岡の財です。七十郎は藤子を見た。飲みかけた杯を口のところで止めたまま、いぶかしそうな目つきでじっと藤子を見守った。舟岡の財、だと。そうです。小坂というところで生まれて、去年の暮れまでずっとそこにいたのです。舟岡の財と七十郎はつぶやいた。彼は顔をしかめて、 3杯ばかり黙って飲み、それから藤子に、飲むか、と聞いた。藤子は、飲むと用をするのが億劫になるから、と首を振った。じゃあ飲めるんだな。ええ、飲めば飲めますよ。財にいる自分にはよく飲みましたから、と藤子は言った。お前と、やがて七十両が聞いた、船岡だとすると、男子の原田を知っているか。ええ、知ってます。 会ったことがあるかええ、ありますと、藤子はうなずいた。江戸からお帰りになると、山の両小屋へいらっしゃるでしょう。そうすると、いつも、友達と一緒に伺って、お相手をするんです。友達とは、女どもか。山鹿の娘たちです。みんな殿様が好きだし、殿様も私たちを可愛がってくださいましたよ。バカなもんな。何がですか 原田海という男さと七十郎が言った船岡の艦守であり伊達家の国老ともある者が両小屋で山育ちの娘なんぞを可愛がるなんていやあの男にはそういうところがある昔からそういう妙な癖があった彼は女には抵抗できない女に誘惑されると拒むことのできない人間だお客さんは殿様をご存知なんですか お前より古くからだ。へえ、お気の毒だことと、藤子が言った。気の毒だって、お酒を持ってきます。待て、気の毒とはどういうことだ。お酒を持ってきますから、と、藤子は立ち上がった。七十郎は、杯を置いて、汁碗を取った。干したキノコの汁はもう冷えていて、ひなた臭いような味だけが、舌に残り、 七十郎は顔をしかめた。気の毒に、と、彼は、口の中でつぶやき、それから、両手を後ろについて、ぐたっと上体を反らせた。彼の顔つきは変わっていた。額や頬のあたりが尖って、以前のような飼ったつさや、明るさが感じられない。赤字の争いが、いかに彼を疲らせたかということがわかる。彼は、神経をすり減らし、 常に無ごいらと怒りやすくなった。今もまた、無知な山育ちの女中などの、つまらない言葉が神経に触り、うっかりすると怒鳴り出しそうな気分になっている。おい七十郎、貴様みっともないぞ、と彼は自分に言った。七十郎は、もう不子は来ないだろう、と思った。立ってゆく時の様子に、そんな風が見えたのである。彼の方でも、 来ない方がいいと思ったが、藤子は、調子をもって戻ってきた。すると、七十郎は、また神経が立ってきた。ずっと飲み続けて、溜まっている酔いの覚める時がなく、感情が脆くなっていたのだが、自分では気づかなかった。おい、何が気の毒なんだ、俺のどこが気の毒なのか言ってみろ。言ってもいいですか、と、藤子は、釈をして、 七十郎を見た。行ってみろ、と七十郎は促した。お客さんは、私より古くから、殿様を知っているっておっしゃったけれど、殿様のことは何もご存じないようだからです。俺が何を知らないんだ。殿様が私たちを可愛がってくださる。って言ったことを勘違いして、殿様を、女にだらしのない人だっておっしゃったでしょう。そうじゃないですか。 そうだからそうだと言ったまでだ。お気の毒ですけれど、殿様は、そんな方じゃありません。お客さんの言うことは、竹の濃かさが、冠の悪口を言うようなもんです。こいつと、七十郎は腰を浮かした。殴りつけようとしたのであるが、手を上げる前にハッと気がつき、こいつと、苦笑いをして、危なく我れを抑えた。藤子は、 なんだと夕目つきで七十郎を見それから鼻の頭へしわを寄せた私たちが両小屋へ行くのは夕方ですと藤子は言ったみんなで酒と魚をこしらえて持って行って酒も手作りだし魚もヤマメやアユやカジカなんかの煮浸しとかキノコとかじねんじょとか野菜の煮たのぐらいでそこらのちょっとした旦那なんかでも。 箸ももお出しなななさらないよようなものばかりですよそれを殿様は喜んで食べてくださるし時にはご自分の酒や魚を私たちに分けてくださるというふうです。俺は与え子の小屋へ入ったことがあるあのじい様もお客さんと同じようなことを考えていたらしいですよと藤子が言ったお客さんも与え子のじい様も 他の大抵の人が、そんな風に思っていたようです。殿様は、どこでも女衆に好かれるし、世間の人たちのように、ほら女は嫌いだ、なんて顔はなさいませんからね。そうですよ。私たちは両小屋で、殿様と夜明かしで話したこともあるし、並んで寝たこともあります。面白がって、殿様に抱きつくものだっていました。けれども、殿様は優しく笑って、 私たちの好きなようにさせていらっしゃる。好き話もなさらねえだし、そうかってご自分から抱いたりなでたりするような、いやらしい真似はこれっぱ。バカな話だと、七十郎は冷笑した。女と一緒に寝たら、自然にそうなってこそ、男というものだ。それをそうならないのは、男でもなし人間でもありゃあしない。あの男は退屈なだけだ。キューベも、 同じようなことを言ってましたっけよ。久兵衛だって。私のことを追い回してた男ですと、藤子が言った。夫婦約束がしてあったのに、殿様と怪しいなんて疑って、しまいには鉄砲を持って、殿様のことをつけても始末でした。真剣だったんだな。白地なだけです。藤子のことを真剣に思い詰めていたんだと、七十郎が言った。 男が女に惚れたら、白痴になるほど惚れるがいい、その方がよっぽど男らしいし、人間らしいというものだ。白痴はまっらですよ、と藤子が言った。私が財を飛び出してきたのも、久兵衛がうるさくってかなわねえからです。惚れてくれるのは悪くはねえですけれど、オスネ猫まで疑うような白痴はまっらです。その、久兵衛だが、と七十両が聞いた。 鉄砲を持ってつけてんって、結局どうしたんだ。どうもしなかったです。捕まらなかったのか。追い詰めたです。追い詰めたことは追い詰めたですが、そうですよ、殿様を撃たねえで、他の者を撃ったですと、藤子は、軽蔑したように肩を絡めた。その時殿様は怒って、撃つなら、なぜ俺を撃たないんだ、どうしてだ、って、大変お怒りになって。 病分から出て行けっておっしゃったそうです。後でお許しが出たですけれど、2年ばかりは船岡寮へ近寄れなかったですよ。他のものを売ったって、何を売ったんだ藤子は、また、肩を、絡めて、何、大したもんじゃねえです、と言った。お客さんには、話しても分からねえようなものですよ。あの男が怒ったと、七十郎は、唇を曲げた。 原田海が怒った。しかも自分を撃たなかったということでか、そいつは、何かの間違いだ。話に尾びれがついたのだろう。そうかもしれねえです。そうかもしれないって。私たちにはわかるですけれど、殿の様のご性分を知らねえ人にはわからねえようですからね。そうかもしれないって言うよりしょうがねえです。たくさんだ。原田の話はやめにしよう。 お客さんが始めた話ですからね。その時、宿の者が廊下へ来た。お客様でございますと、宿の者が廊下で行った。仙台から、里見様と、小野のおかんから使い、の方が、ご一緒に見えました。里見と、小野から。七十郎は、宿の者を見た。その一瞬間、目の前が霧にでも覆われたように、突然棒となり、 宿の者の姿がかすんで、無限に小さく、遠のいていくように思えた。七十郎は、ここへ、と言いながら、目をつむって、強く首を振った。里見十左衛門と共には行ってきたのは、小野の館の家将で詐欺坂幸恵という老人であった。藤子は、すぐに、二人の席を設け、彼らに日よけを持ってきた。十左は座るなり、 火はいらぬ、と言い、藤子に向かって手を振った。下がっていろ、という意味である。藤子は七十郎を見た。まあいい、湯には、行って、一度口やってからにしないか。と七十郎が言った。話が先だと、十左は、もう一度、藤子に手を振り、藤子は去った。詐欺坂は、持っていた複殺罪を開き、 十左はそれを止めて、大事ができたと七十郎に言った、赤字争いの採決があった。採決だって、七十郎は、けげんそうに十左を見た。十左は、目を拭きながらうなずいた。彼の目は、数年前から病んでいて、絶えず涙がで目やにがたまり、そうして視力が弱るばかりであった。かくなで負けない性分だから。 視力の衰えは誰にも言わないが、目やにが溜まったり、いつも涙が出ることは隠せないし、それが彼を苛立たせ、怒りっぽくさせていた。そうだ、採決だと、銃左は言った。小野には、国郎に対して、余罪な振る舞いがあった。死罪にすべきところではあるが、藩主がご用弱で、上位のほどもうかがえぬから、当座必足ということにする。また、氏家伝事は、 若年のうねめに頼まれて、辞退すべきところを引き受け、国労をき問したのは新上である。これも切腹に処すべきであるが、同じ理由によって筆足を命ずる。次に、伊藤七十郎は、浪人の身にもかかわらず、上を軽んじ政治を卑議した。これまた切腹に処すべきところ。特に一命を助けて、盾式部に預けとする。以上だ。 七十郎はしばらく黙っていた。ムの中に溜まっていた酔いが、次第に冷めていくように思い、それに代わって、失望と、力の脱落を感じた。彼は、禅の上の杯を取り、手酌で注いで、静かに一と口飲んだ。それから十左を見て、乾いた弱い声で聞いた。その採血は誰がしたうねめ殿が呼ばれて、 モニワモンド、スオの子から申し渡されたということだ。七十郎は舌打ちをした。抜かりなくやったな。と彼は思った。この争いは国郎が相手であった。もしも国郎から申し渡しがあったのなら、跳ねつけることができる。争いの原因は国郎側の手落ちなので、その相手から罪とがを申し渡されるということはない。だが、 モニワモンドは表情役であり、表情役は争いの外にいたし、申し渡しはその職であるから、文句をつける隙はなかった。後のことを聞こうと七十郎は言った。私から申し上げますと、詐欺坂幸恵が答えた。うねめは、小野の間で召し出しを受け、仙台に出て、モニワモンドから採決を申し渡された。これは、 3月11日のことで、次の日に、七十郎と一緒に再出頭せよ、という通告があった。そこで、うねめは、七十郎が、今、当時に行っていること、自分も初老であるから、七十郎が当時から戻ったら、堂々で出頭すると答え、里見十左衛門を訪ねて相談した。それから、うねめは艦へ戻り、詐欺坂が、銃左とともに、 この青根へ来たたということであったこれは罠だと思うのだと、十左が変わっていった、藤家伝次にも申し渡しがあったそうだが、小野にだけ七十郎を連れて再出頭しろ、というのは、呼びつけておいて腹を切らせるつもりだと思う。七十郎はうなずいた。十左は、目を拭き、肩を怒らせて続けた。これまでの戦いきさつから考えても、 筆足とか預けぐらいで済もうとは思えない。彼らは、爪腹を切らせるつもりだ。それに相違ないと思うがどうだ。今、一ノ関はどこにいると、七十郎が銃左を見た。採決までは仙台にいたが、今は一ノ関へ帰っている。いたちめと七十郎が言った、原田海は船岡か。いや、これはまだ江戸だ。今年は在国のはずではないか。 御用半対で番が開かないということだ。七十郎は、話は分かった、と頷き、とにかく湯には行ってこい、一と口飲んでから、俺の思案を述べよう、と言った。そんな暇はないと、十左は、首を振った、うねめ殿がおのえ帰ったと分かれば、打ってを向けられる恐れがある。そうなっては手遅れだ、このまますぐに立とう。うってが来るものなら、 急いで帰っても無駄だ。十左らしくもない。まあ落ち着いて、埃りでも洗ってくるがいい。そして彼は手をたたいた。藤子が来て、十左と詐欺坂を翌社へ案内した。七十郎は、酒を命じ、思案をまとめるために、座り直した。呼び出して爪腹を切らせるつもりだ。という十左の意見を、七十郎は、 二つの面から検討してみた第1は、そんな無法なことはありえない、という面を。そして、第2は、ありえるという面から。10左は、清求な気質だし、兵部に対して、必要以上に、憎悪と猜疑を持っている。一ノ関の名が出るだけですぐに不法と陰謀を考える。だが一ノ関は子供だと、七十郎はつぶやいた。 兵部は、子供で臆病者だ。決して、大きなことをやる胆力はない。米谷殿は頑固だが、これは、美姫の明確な人だから、一度必殺と預け者に処した後、呼び出して腹を切らせる、などということを目下するわけがない。獣左は思い過ごしている、と七十郎は呟いた。藤子が酒を持ってきた。七十郎は、釈をさせながら、 目ををげて藤子を見た兵衛が撃ったのは何だ何ですかさっきの話だと七十郎が言った鉄砲を持って原田をつけ回し追い詰めたところで原田を撃たずに別のものを撃ったそうではないかその話はやめろとおっしゃったですよ何を撃ったんだ藤子は七十郎を見返してお客さんにはわからないだろうがと断り それから鹿を撃ったのだと答えた鹿だって、首白っていう大鹿ですと藤子が言った。その鹿は、何年もの間、貝が追っていたもので、ようやく、吹雪の中で追い詰めた。しかしいざという時に貝の弓のつるが切れて、貝は首白の角にかけられた。もう一度突きつかれたら、命はなかったであろう。 その刹那に、久兵衛が首次郎を撃ったのである。貝を点ってつけてきた久兵衛が、貝を撃たずに鹿を撃った。それで貝が怒ったのだ、と藤子は語った。命を助けられたのに、原田はどうして怒ったのだ。殿様は、ご自分で首次郎をしとめるおつもりだったんです。何年も何年も追っていらっしゃって、追っていながら、情愛を持つようになられたんです。 首白には、誰も手を出すなって、よくそうおっしゃってましたし、罠や鉄砲なんかでなく、いつも、弓で正面から向かっていらっしゃったんです。だから、久兵衛なんぞの鉄砲で殺されたのが、よっぽど哀れに思われたのでしょう。どうして俺を撃たなかった、と、大層、大きな声で怒られたそうですけれど、私たちは、それを聞いて、すぐに、殿様のお気持ちが分かったですよ。 七十郎の顔から霊障と皮肉な色が消え、彼は持っている杯を見つめた。カイと大鹿と九兵衛。追う者と追われる者と三者が一つに対決した時、章と死が逆転した。もしも藤子の言う通りなら、と七十郎は心の中で思った。どうして生死が逆になったのだ、九兵衛は、なぜ、 貝を打たずに首郎を打ったのだ。彼は貝をつけてんっていたのだし、貝は角にかけられて死を待つばかりだったというではないか。それなのに、どうして久兵衛は貝を打たずに鹿を打ったのだ。どうしてだ、男子とその領民という関係からか。いや、それなら初めから鉄砲を持ってつけわすなどということはしないだろう。そうだ。 おそらく理由はあるまい、引き金を引く瞬間には、久衛は何も考えてはいなかったろう。重口は自然に動いたのだ。その刹那に、何かの、力何かの、意志といった、目に見えないものが久衛を支配したのだ。七十郎は、そんなことを思いながら、実際には、頭の中で、全く、別のことを考えていた。彼は、黙って酒を飲み、 藤子はいぶかしそうに急に沈黙した彼を眺めていた十左が戻り詐欺坂が戻った時七十郎の表情は全く変わっていた人間はしばしばと七十郎が低い声で言った見ることのできない何かの力何かの意思といったものに支配されることがある十左は口を開いて彼を見た 七十郎は調子を取って十左に酌をし、藤子に酒を持ってこいと命じた。十左は手ぬぐいで首や額を拭きながらどういうつもりだと聞いた。七十郎は重ねて酌をし、十左は落ち着かない様子で飲んだ。明日の朝ここをたとうと七十郎が言った。明日だってまだこんなに日が高いぞ。 今立てばくれる前に長野まで行けるぞ。なぜそう急ぐんだと七十郎が言った。尾上帰るには仙台を通らなければならない。知った顔に合わないためには時刻を計る必要があるじゃないか。それにどうするかということはここで十分に考えておかなければならないだろう。まだ思案が決まらないのか。あぐらを書くがいい。里見ろう時間はまだたっぷりある。 十左はむっと膨れた。藤子が酒を持ってくると、七十郎は、十左に、この娘は、船岡のものだ、と言った。藤子は、お辞儀をして、里見様は知っています、と言った。与え御兵の小屋で会ったことがある、と言ったが、十左は見もしなかった。七十郎は、詐欺坂幸恵に、すまないが座を外してくれと言い。 不二子,子は詐欺坂の禅を持って出て行き戻ってきてどうぞと詐欺坂を案内して去ったなぜ彼を遠ざけると銃左がけげんそうに聞いた小野の間には一の関に通報する者がいるんだ内通者だってバカなことを言うな事実だ事実いるんだと七十郎が言った 奥山出雲か詐欺坂行江かどちらか分からない2人のうちどちらかが一ノ関と通報しているそれが九州仙台からつけられた与力の手を経て行われていることに間違いはないいつ頃からだ分からないずっと以前からかもしれないが俺が気づいたのは義系の死んだ跡だ証拠があるのか1つだけ言えば 両後見から取った三箇条の精子を盗もうとしたものがあった。一の関の欲しがっていたあれをか。兵部は、義兄の病中から、あの精子を返せと言っていた。精子の三箇条は、事のあったとき兵部を取って抑えることができる。それでしきりに返せと迫っていたのだが、俺は、それを、斧のの間へ持ち帰った。盗もうとしたことは間違いないか。 しかも、それは、奥山か詐欺坂か、どちらかでなければ、近寄ることもできず、そこだという見当もつかない場所だ。内通者がいるという証拠は、他にもあるが、今それを教える必要はないだろう。中左はうなずき、目を拭いて杯を伏せながら、飲むと具合が悪いと言って、七十郎を見た。それで、どうする。里見郎に、何か意見があるか。 楽屋を考えた。命乞いか。事情をよく話して、楽屋が口を聞いてくれれば。七十郎は、首を振った。いかん、命乞いはいかん。そんな屈辱は忍べない。ここは、う決める時だ。無論、これは俺だけの思案だ。それはできない。争いの根本は国郎の失態だし、直接には一関の手で。 今村義太夫が恋にしたことだ。石字のことで恥をかいた上に、また命乞いをするなどということができるものか。ではどうしようというのだ。俺の先祖は政宗公の名を臣だったと言って、七十郎は、ゆっくりと、手酌で一つ飲んだ、伊藤秘前重信が、天正十六年に、朝霞軍本宮の合戦で、討ち死にをしたことは、隠れもないことだ。 今こそ書士だが、俺のムには、先祖の血が流れている。俺は、死に時だけは謝らないつもりだ。すると、死ぬつもりか、と、銃左が座り直した。他に戸があるか、と、七十郎が聞き返した。銃左は目を拭き、ちょっと口ごもってから、そこを考えるために来たのだ、と言った。すでに、国老表情の採決が出ている。 殿は筆足七十郎は預け者と正式に採決が出ているのだ呼びつけて爪腹を切らせるつもりだと言ったのは里見郎ではないか出頭すればだと銃左が言った出頭すればその危険があると思ったそうではないか彼らが爪腹を切らせるつもりだということは確かだ出頭しないという方法もある 七十郎は唇で笑った。十左は、まあ聞け、と言った。うねめ殿は、書籠と届けた。七十郎のことも、当時と答えてある。だから、両人とも病気と言って、出頭を伸ばすのだ。一度採血が出ているのだから、そうすれば彼らも。まあ待て、それはおかしいと。七十郎は遮り、唇で微笑しながら、十左を見て首を振った。 それは矛盾する。遅れれば売ってをよこす。と言ったのも里見郎ではないか。その通りだ。伸ばすことなどできはしない。仮にできたとしても、楽屋に命乞いをしているのと同様、わずかな事実を生き延びるに過ぎない。それはダメだ。しかし、事実が立てば、情勢の変わる望みもあるし、死ぬことだけが侍の面目ではないぞ。どうしたのだと言って、 七十郎はくすくすと笑った。里見楼にも似合わない。急に女のようなことを言い出すではないか。いや、俺はただ犬死にをするなということが言いたいのだ。望んで犬死にをする奴はないさ。さまあ聞いてくれと七十郎が言った。里見楼は一関の階へ行ったことがあるはずだな。銃左はあると頷いた後でいいが。 癌間の間取りを図に書いてくれ市の席へ行くのか。表部を片づけると七十郎はまた微笑した。十左は目を拭こうとして手を上げかけたまま七十郎を見つめた。七十郎はゆっくり手尺で飲んだ。彼は今彼の面目を取り戻したようである。この青犬へ来てからの疲れたような。 力の抜けた表情はきれいに消え、以前のままの、活っさと明るさが現れてきた。それは、と、銃左はどもりながら言った。それは困難だ。それは難しいぞ。何が困難だ。市の関は、猜疑心の強い人だ。仙台、江戸はもちろん、管にいても、非常に用心が厳しい。まあ聞いてくれと、銃左が言った。いつか、 一席で狩りをしたとき、家将のいた流れ屋が、身辺をかすったらしい。すると、兵部は初夜だと思った。まったくそう信じたようで、半日余りも、くせ者の創作をさせた。兵部らしいな。その時ちょうど、俺は、十箇条を上げて兵部を問罪し、仙台では、連日にわたって面会を求めた。それを思い出したのだろう。 くせ者は里見十左衛門だといきり立って、直ちに、俺の同棲を探りに来た。あの男らしいと、七十郎は笑った。そんなふうに昇進だから、菅の警護も常に厳重だしまして、こんな時に尋ねても、刺すことは、愚か、面会することさえ不可能だと思う。それには手がある。一関には、いかなる手も利かないんだ。 聞く手があるんだと七十郎が静かに言ったわからないか三か条の生死だ十左は黙った両後見の生死だよと言って七十郎は杯を持ったままあぐらをかいている膝の片方を楽しそうに譲った一関はあの生死を欲しがっていたさっきも言ったように内通者に命じて盗ませようとさえしたくらいだ あの生死の餌に食いつかないはずはない。間違いなく、必ず胸部は食いついてくる。そうかもしれぬが、おそらくそうだろうが、しかし相手が七十郎では、いや俺ではない、俺は共に化けて行くさ、と、七十郎は、唇を舐め、何やらうまいいたずらでも思いついたように、こうだ、と言って、片方の手で膝をなでた、俺は共に化けて行き、胸部とはうねめが合う。 大事の生死だからと言って、できれば人払いを求めてもよかろう。取り次ぎは断って、直に手渡しをするという、うねめは、懐へ探検を忍ばせておき、生死を渡すと見せてさすのだ。液水の孤児だな。俺は友町にいると、七十郎は続けた、缶の図を書いてもらって、場合によっては、もっと近いところへ行っていてもいい。騒ぎが起こったら踏み込んで。 胸目がしとげていればよし、子そじたら、俺が胸部をしとめる、細かい点は、その場に行ってからでないと分からないが、これなら十中八九はやれるだろう。十左は、膝へ両手を突き立て、目をつむって、深く頭を垂れた。両手を突っ張っているので、肩が上がり、頭は、その両の肩の間に、埋まるように見えた。年が欲しい。 と、十左がつぶやくように言った。もう十五年。いや、この目が悪くなる前だったら。俺が助立ちを承知すると思うか、と、七十郎は笑った。これは、うねめと俺の問題だ。里見郎には限らない。いかなるものの女性もお断りだ。十左はうなずいた。缶の図面を頼むぞ。詳しくはない。玄関から接待、そして書院までしか知らないが。 知っているだけは、間違いのないように書こう。頼む、それによって手順を決める。気がかりなのはうねめ殿だと、銃左が顔を上げていった。まだ年も若いし、性質も、あの通り温順だから。19歳といえば若すぎる年齢ではない。それに、平然おとなしい人間ほど、いざとなると思い切ったことをするものだ。ことに。 今度のことの起こりはうねめ自身なのだから、彼は十分やるに相違ない。それが確かなら、おそらくはしとげることができるだろう。話は終わった、詐欺坂を呼ぶとしようと言って、七十郎は手をたたいた。藤子が来て、詐欺坂を呼び戻しに行った。銃左は、酔ったと言って、横になるために別の座敷へ去り、七十郎は詐欺坂と飲んだ。 雪恵は、口の重い老人で、酒もあまり飲まず、おとなしく七十郎の相手になっているばかりだったが、ややしばらくして、相談はどう決まったか、と、気づかわしげに聞いた。どうなるものか、出頭するだけだと、七十郎が無造作に答えた。御出頭なさる。里見郎は思い過ごしていると、七十郎は言った、一度採決されたものを、 そう簡単に変えられるものではない、もちろん、それだけの覚悟はしなければなるまいが、とにかく出頭してみた上のことだ。そう決まったのですか。他に手段があるか。雪江は、いや、と首を振り、いかにも安堵したというふうに、深いため息をついて、これでようやく落ち着きました、と言った。里見殿は、あの通り一徹であるし、 小た様のご気性がご気性ですから、どんなことになるかと思いまして、実は、実は、どう思った。いや、これで落ち着きました。胸の使いが下りたようでございます。七十郎は笑った。目では、鋭く雪絵を見ながら、声を上げて笑い、不二子、と振り向いていった。別れに人騒ぎしよう、芸者を呼べ。明くる朝早く。 3人は青根の宿を立った。まだ天も地も真っ暗で、勾配の急な坂道を馬で下るには足元が危なく、3人の馬はしばしば滑ったり、つまずいたりした。空が白むまで彼らは黙って乗っていた。もう一度原田海に会いたかった。と七十郎は思った。不思議なほど海が懐かしくなり、海と会った時の いろいろな場面が思い出され、胸を絞られるような、肉体的な苦痛を感じた。老下な、どの底の知れない男だ。一度も本音を吐いたことがない。胸部などにまで取りついている。彼は、かつて、甲斐に絶好を宣言した。世評だけを信じたのではない、彼の目にも、甲斐が、胸部の与党になった、ということが明瞭に分かった。 しかも、それをカ自身が隠そうともしないこと、亡き新左衛門が口を尽くして本心を聞こうとしたのに、全く相手にならなかったことなどから、ついに七十郎も見限ったのであるが、そんな風に変わる以前のカ彼が誰よりも信頼し、敬福さえしていたカの存在は、今でも、彼の中に、根強い魅力として残っていた。カが帰国していてくれたなら、 七十郎は馬を借りながら思った。すっかり明るくなったと里見十左衛門が言った、遠刈りたが見えるぞ。七十郎は目を上げた。右手向こうに青楚山が片側だけ際立って明るく、まだ眠りから覚めていないような灰色の空に、ぬきんでて見えた。彼らは長野で馬を変え、月の木で乗り継ぎ、岩のままで行って宿を取った。 七十郎は饒舌になり、髪型を遍歴した話や、熊沢万山との交渉などを、元気な口ぶりで語り続けた。だが、銃左はすっかり黙り込んでしまい、気難しい顔つきで、自分からは口をきかず、ただ相槌を打つばかりだったが、岩沼で宿を取り、ヤグを並べて横になってから、ふとし息をついて、ぼつんと言った。俺は怯えている。 七十郎にはよく聞こえなかった。夕食の時に飲んだ酒が効いて、ムにはまだ馬に乗っているような感じが残ってい、それが酔いを誘って、快く眠れそうになっていた。言いたくはないが、と、銃左はまた言った。どうやら俺は怯えたような、悲しいような心持ちだ。こんなことは初めてだが。疲れているんだ。俺は、どうやら、 七十郎の後に残るのが心細いらしい、まるで女の腐ったような、惨めな心持ちだ。七十郎は沈黙した。それからしばらくして、隣で詐欺坂が起きている、と言った。眠ろう、朝が早いぞ。やがて、十左が囁いた。小野まで一緒に行くぞ。七十郎は、いや、と、枕の上で頭を振った。 そんな必要はない。それではことを面倒にするばかりだ。明日はここで別れよう。俺は小野まで行きたいのだ。ここで別れると七十郎が言った。それから、銃左の方を静かに見合って、里見十左衛門にも似合わない。しっかりしてくれ。と言った。俺たちが間違いなく仕遂げられればいいが、やってみなければ成否は分からない。毎日潜んじた時に。 をだめだ,ぞダメだそう言ってくれる気持ちはありがたいありがたく思うがこの目ではダメだめだと言って銃左はうめいたこんな目になってしまって何ができる目だけではない足腰も弱ってきた俺はもう老いぼれだ詐欺者かに聞こえるぞと七十郎が静止し銃左は口をつぐんで壁の方へ寝返りを打った 七十郎は低い声で事を行うのはむくろではないとささやいた。不退転の心さえあれば大事は決行できる。それは誰よりも里見郎が知っているはずだ。もしも我々が子孫じたら里見郎は必ず意志を継いでくれるだろう。その他に人はいない。俺はそう信じている。と彼は言った。七十郎。わかった。 もう寝ようと七十郎が言った。別れは言わないぞ。そして彼は目をつむった。明くる朝、午前四時前に七十郎は、詐欺坂行江と宿を立った。十左衛門は、宿の表手まで見送ったが、七十郎は、別れの言葉も交わさず、振り返って見もせずに、馬を飼って去った。十左は目を吹き吹き、馬乗り上鎮の見えなくなるまで、 軒先に立っていた仙台城下を避けるために二人は増田から名取川の河口へと馬を向けり上げで川を渡ると浜道を北上して松島へで更に馬を変えながら道を急いでその日の夜半過ぎに小野の館へ着いた館は無論寝静まっていたしうねめも寝床へ入っていたが詐欺坂が起こしに行きすぐに着替えをして 七十郎の待っている書院へ出てきた。うねめは、19歳にしては小柄な方で、骨組みも細く、全体が華奢作りだし、性質もムクロに似て、ごく温順な方であった。七十郎は、詐欺坂幸恵と奥山出雲を呼んだ。奥山は、幸恵と共に、伊藤家の家老で、幸恵よりも若く、四十そこそこの壮年でもあり、 火星の霧盛りも達者だった七十郎は出頭することに決まったということを詐欺坂と奥山とに聞かせるため簡単に述べ明後日仙台へ出るから用意をしておくようにと言った「兵部視察」ということを打ち明けたのは詐欺坂と出雲が去った後で七十郎はそれがいかにやむを得ないかということから話していた。 は黙って聞き、黙ってうなずいた。彼の顔がやや青ざめるのを、七十郎は認めたが、臆した様子は少しも感じられなかった。意気込む様子もなかったが、怯えたりする風も見えなかった。言われたことを素直に受け取り、その通り納得した。よし、と七十郎は思った。では寝床へ戻ってくれと、七十郎は言った。後から俺が行く。 そこで詳しい手順を決めようねめは言われる通り寝床へ戻った七十郎も一度自分の寝床へ入り小半時様子をうかがってからウネの寝床へと忍んでいったうねめは起きていた七十郎のために敷物を直しぼんぼりを暗くして待っていた七十郎は持ってきた図面里見十左衛門の書いた 一ちの,の缶の図面を広げて手順の打ち合わせをした。うねめ渡って行き、半腰と、ふばこを三つ持って戻った。それから、紙で担当を巻き、三つのふばこへ入れてみたが、どれも長さが不足で、抜き身のままでなければ入らなかった。七十郎は黙って見ていたが、そこで初めて、そのままでよかろう、と言った。抜き身のままの方がいい。 その方がすぐにやれる。さやは無用だ。精子に巻きましょうか。精子は、持っては行かない。あれは枠屋へ送るのだ。担当は、それらしい宝書にでも巻いて行こう。わかりました。一度試してみるか。うねめは、はい、と言った。彼は、寝床の隅へ下がり、担当を、抜き身のまま宝具紙に巻いて、不箱へ入れ。 蓋をして内紐をかけ、きちんと閉めた。それから、七十郎の方へ、膝で静かに進み寄った。七十郎が、近すぎると言った。そこまでは近寄れない。間合いはほぼ十尺だ。それ以上は近寄せもしまいし、強いて近寄ると怪しまれるぞ。うねめはやり直した。今度は、十尺ほどの間隔を置いて座り、不箱の内紐を解き。 蓋を開けたそして、巻いた半腰を取り出すと、それを両手で持ったまま、敏将に七十郎へ飛びかかった。ほとんど無クを叩きつけるような勢いで、七十郎は、思わず体をかわしたくらいであった。これはやれるぞ。と七十郎は思った。平勢のおとなしさに似ず、その動作の敏将さと、呼吸の確かさは、見事なものであった。 七十郎は座り直して、もう一度と言った。うねめは、ふばこを元のように直して、また、隅の方へ戻った。翌日、三箇条の生死を、枠屋の建てきまで、死者に託して送った。死者は小物で、もちろんそれが生死であることなどは言わず、単純な時効見舞いというふうに思わせた。その後で、七十郎は、隠居所に、 姉を訪ねた姉は、新左衛門が死ぬと、すぐ、髪を切って隠居所に籠もり、ほとんど外出もせず、亡き良人の位牌を守ってくれしていた。七十郎は、姉にも事実は告げなかった。預け者になるそうですから、と、彼はさりげなく言った。しばらくお目にかかれなくなるでしょう。お別れに一服頂戴できませんか。姉は茶を立ててくれた。 北村七十郎の生家へ立ち寄っておいでかと姉が聞いた七十郎はいやと首を振り期日が延びているからこのまま仙台へ行く父や兄たちには後で詫びるつもりであると答えたその夜は家諸全部と別れの杯を交わした七十郎はしたたかに酔いわらべ歌を高声に歌ったり立って 八の木の一部をまったりした。むろんでたらめであるが、ごらんそおろえ、これに、仏具一行、薙刀一枝、また、あれに、馬をも一匹つないで持ちてこう。というくだりは、不思議に実感がこもって、みんな、ふと息をひそめた。ただいまにてもあれ、鎌倉に読んだ意地あらはちぎれたりともこの具足、取って投げかけ、錆びたりともなぎなたを持ち。 痩せたりとも、あの馬に乗り、一番に長せ三時着頭につき、さて、そこで、七十郎は、刀を取って抜き、白羽を振りながら待った。さて合戦始まらば、敵大勢あり、とても、一番に割って入り、思う敵と寄り合いて、至難好みの。七十郎は、刀を上段から振り下ろし、そのまま歌いやめて、急に笑い出しながら、 元の席へ座った彼は刀によく拭いをかけて鞘に収めると家将の若町たちに今度はお前たちだと指さし何か披露をしろと名を呼んで命じた若侍たちはがわるがわる神妙に歌ったり舞ったりしたが七十郎は仰向けに倒れ両手を頭の後ろに買って密かに 眉をしかめながら唇をかんだ。さっそうたるものだな。という回の声が、またしても、はっきりと聞こえたように思ったのである。だめだ、と、七十郎は、天遊化をにらみながら思った。こんなことではだめだ。こんな軽薄なことで大事がやり遂げられるものではない。うん、と彼は低くうめき、歯を食いしばった。その夜、 七十郎はよく眠れなかった。潰れるほど酔っているのに、すっかり頭が裂いてしまい、午前二時の鐘を聞くまで、ヤグの中で目をギラギラと光らせていた。明る四月二十三日の朝、うねめと七十郎は、予想を整えて、玄関へ出て行った。式台には、奥山出雲と詐欺坂幸恵が控え、玄関のほかには十五人。 仙台へ友をしてゆく家匠たちが、すくばっていた。よく晴れた朝で、庭の樹立の若葉が、初夏の日差しを斜めに受け、やや強い風に、ひらひらと光って見えた。うねめが、先に玄関へ降り立ち、七十郎は、刀を脇に置いて、わらじの糸口を結んでいた。その時ごとが起こった。奥山と詐欺坂が何か言い、ごめんと、叫びながら、 左右から七十郎に飛びかかって、両の腕を押さえた。まったく突然であり、予想もしないことなので、両腕を押さえられたまま、七十郎はぼんやりと口を開けた。刀を、刀を、と奥山出雲が叫び、奥から走り出てきた若い家将が、そこに置いてある七十郎の刀を取って、飛びのいた。そして、その時には、 玄関の外につくばっていた家小たちが、中へ踏み込んできて、わらじを履いたばかりの七十郎の両の足を、二人すつで合詞と抱えていた。これらのことは、極めて素早く行われたのであるが、七十郎の焦点を失ったような目には、ひどく緩慢に、しかも遠いところの出来事のようにしか見えなかった。うねめも同様であった。彼もまた夢でも見ているように、 呆然と立っていて、それから、七十郎が6人がかりで抑えられたとき、初めて、何が起こったか、ということを、おぼろげに感じ取った。何をすると、うねめは絶叫した。己、何をする。おうちのためですと、詐欺坂幸恵が叫び返した、北村、伊藤七十郎様のご思案は、おうちを滅ぼし、こなた様のお命をも縮めるものです。 どうか心をお静めください。話せ、お事情を話せと、うねめが絶叫した。看守は、俺だ、俺の申しつけに背くものは、手打ちにするぞ、話せ。そして、うねめは刀を抜いた。脇にいた家将たちがばらばらと飛びのき、幸恵が、うねめ様、と叫んだ。その時、七十郎が、よせ、とうねめに言った。よせ、もうだめだ。 七十郎は、周囲を眺め回し、引きつるように顔を歪めながら、しからなく首を振った。家の子にまで背かれては、望みはない、残念だがこれまでだ。しかしお事情これまでだ、運がなかったのだ、諦めよううねめ。お許し下さいと、雪江が泣きながら言った。おうちのためです。すべて、おうちのためです。どうかご容赦を願います。 もういい。わかったと七十郎が言った。思い止まるから話してくれ。ご容赦を願いますと雪枝が泣きながら言い、すると奥から出てきていた家将たち二人が七十郎に情をかけようとした。何をすると七十郎がわめいた。手足を押さえていた六人が一層強く七十郎を押さえ込み奥山出雲が早くとせき立てた。 この時は、うねめも、四人の家将に抱き止められていたし、九首の者が二人、家将たちの指揮をするように、このありさまを見守っているのが、七十郎の目についた。九首は、藩からつけられた観察官のようなものである。万事終わった、と七十郎は思った。たとえここを切り抜けても、すぐに仙台へ知らされるであろう。到底一の関を指すことはできない。 こう思うと、七十郎は、全身から力の抜けていくのを感じた。俺も伊藤七十郎だと彼は言った。未練な真似はしないからジョンは寄せ。かけろ、早くかけろと、奥山出雲がわめいた。詐欺坂幸恵が泣きながら詫び、二人の家将は七十郎を縛った。腰掛けた姿勢だし、六人に抑えられているので、どうすることもできなかった。 蝶は七十郎の首から腕へ回され、両手を後ろへ締め上げて、さらに、両の足をギリギリ巻きに縛った。うねめが4人に抱き止められたまま、それだけはやめろ、と叫んでおり、七十郎の目から涙が溢れ落ちた。詐欺者か、お前か、と七十郎が言った、青根の宿で、盗み聞きをしたのだな。ひらに、ひらに、雪絵は、 泣きながら手を離して式台へひれ伏した七十郎は奥山出雲を見た出雲は九州の二人と目配せをしていた出雲は七十郎の顔を一度も見なかったし言葉もかけなかったそうか兵部に通報していたのは出雲だったのかと七十郎は思った詐欺坂お前間違ったぞと七十郎は言った 伊達六十万石のためには、伊藤の家などは問題ではなかった。いや、むしろ、俺たちが本望を遂げ、伊達六十万石が安泰になってこそ、伊藤の家名も万代に残ったのだ。お前は、目が見えなかった。覚えておけ。詐欺坂、お前は後悔するぞ。雪江はひれ伏したまま泣き、うねめが、お事情、と叫んだ。彼は抱き止められたままで、 どうやらジョはかけられない様子だった。七十郎は、詐欺坂に、一つだけ頼む、と言った。この姿を姉上に見られないようにしてくれ。彼の方を濡らした涙は、もうすっかり乾いていた。宮本隆。五月十一日は、タにとって落ち着かない日であった。ヨウハンタのため、帰国が伸び伸びになっていたが、その月いっぱいで江戸版が開き、 六月初めには船を買い替える予定だった。丹後の節句から二三日、国労事務から手が離せなかったが、それもほぼ片づいたので、十一日から湯島の家へ保養に行くことにしてあった。湯島へは四十日ばかり無沙汰だったし、四月の末に、新八が自作の歌を披露したいそうだ、とお組から言ってきたので、それを聞いてやりたいとも思っていた。 その当日は、久方ぶりで、朝がゆの会を催した。随分久しぶりで、客も十人ほど集まったが、以前のような打ち解けた、和やかな気分は見られなかった。会は、八や六左衛門の隣に座ったが、六左衛門はあまり酒を飲まず、医者に止められたものですから、と言って、先に食事をし、早く帰っていった。 すっかり顔ぶれが変わってしまいましたなと帰る前に、六左衛門が低い声で買いに行った。あの頃は楽しゅうございました。里見十左が肩を怒らせ、難しい顔をして怒る。伊藤七十郎が、それを面白がってから買う。顔がえさえすれば、必ずそんな風になったものです。私は、どうして、二人がそう不仲なのかと、はじめは不審に思っていましたが、 やがて不仲なのではなく、二人は、最も仲が良いのだ、ということに気がつきました。カは黙っていた。六左衛門は、カの顔をそっと見た。何か言いたそうな目つきであったが、黙っているカの、無表情な横顔を見ると、ため息をついて、首を横に振った。くりごとでございますな、と、六左衛門は言った。せっかく。 朝がゆのお招きを受けましても、酒は飲めず、顔ぶれが変わって話す相手もなく、以前のことが懐かしく思い出されるばかりです。私も、すっかり年寄り臭くなってしまいました。六左衛門は、帰るときに、こんな腰折れを読んだが、後でお笑い草に読み捨ててもらいたい、と言って、一枚の短冊を渡した。会は、六左衛門が去ってから、それを読んだ。 身に積もる老いな忘れそ、春は、花秋は、もみじの、もろく散るように。そういう歌であった。甲斐は、間もなく、客に、中座をすると断って席を立った。堀内宗左衛門が、船岡から九死が来た、と耳打ちをしたからである。スカは辻村平六で、甲斐は、今まで彼に会った。平六は早かごで来たと言い,い。 すっかり憔悴して見えた。伊藤七十郎殿が死罪になりましたと、平六は乾いた声で言った。斐は息を詰め、手を上げて、平六の次の言葉を制し、彼の差し出す布箱を受け取ると、埃りを流してこい、と言った。風呂を使って休め、その間に手紙を読んでおく、話は後で聞こう。平六が去ってからも、海は、やや。 しばらくの間、不箱を持ったまま、じっと座っていた。七十郎が死罪と、彼は、口の中でつぶやいた。貝の唇の片方が、引きつるようにいがみ、ついで、その表情が、正道の仮面でもあるかのように、正気を失って肩わった。伊藤一族に対する採決には、貝も国老として過半していた。うねめは必足。 七十郎は寺池家立敷部へ預けということであった。両後見のうち兵部一人は強硬で、うねめも七十郎も資材にすべきであると主張したが、田村右京が珍しく後へ引かず、赤字のことは国郎にも誤りがあったという理由で、結局は筆足と預け者ということに落ち着いたのであった。この採決は、 モニワモンドから申し渡すという報告が来たのは3月末のことでカイは一応ほっとした七十郎がおとなしく受ければこれで収まるどうかおとなしく受けてくれとカイは思ったすると追っかけて七十郎とうぬめが捕らえられて仙台へ護送されたという急報が来たやっぱりそうか七十郎は採血に服さなかったのだろう カにも、そんな予感があった。さればこそ、おとなしく受けてくれ、と願ったのであるが、しかし、それにしても捕縛とか護送とかいうのは、どうしたことだ。七十郎は何をしたのだ。カは、次の知らせを待った。続いてきた旧報はやや詳しく、七十郎とうねが、兵部を暗殺しようとしたということが書いてあった。その計画は、 七十郎と里見十左衛門が青根の宿で相談し七十郎がうねめを解き伏せただが青根へともをした詐欺坂幸恵がひそかにこれを聞き取り奥山出雲と合議の上二人が出立する間際に家将が力を合わせて襲いかかった七十郎は武芸達者であり何をするか分からないので手取り足取り縛り上げてしまったという会は それを読んだとき、胸を引き絞られるように思った。あの七十郎が、闘争の腕では第一流と言われ、事実、それだけの心得のあった彼。明るく活発で、わがままいっぱいに振る舞いながら、なお、渦中の人たちに愛され、尊敬されていた七十郎。それが、家将のためにとって抑えられ、情をかけられたという。 どんな気持ちだったろう、どんなに口惜しかったろう。斐には手で触れるように七十郎の無念さが分かった。その時の知らせでは、仙台から物頭の青木渡る総左衛門が足軽を連れて己へ行き、うねめと七十郎を受け取って仙台へ送ったということであった。だが真偽は分からない。七十郎が兵部暗殺を企てたということは、 事実であるかどうか。ことによるとこしらえられたものではないか、という疑いが、会には感じられた。一関は、はじめ、二人とも死罪、と主張していたし、その主張はまだ捨ててはいないだろう。巧みに、伊藤家の内部を動かして、暗殺の企みがあった、というふうに捏造するくらいのことは、やりかねない。その点は、ぜひ調べる必要がある。 そう思って、海は、船岡の片倉隼人に、九死をやった。隼人からの返書には、七十郎が事実を認めている、と書いてあった。お家の禍根を除くために、兵部殿を指すつもりだった、と、審問に答えたというのである。だが、その審問は確かなものか。と、海はなお疑った。それにも、一ノ関の手が回っていたのではないか。 審問に当たった顔ぶれとその詳しい記録を知らせるように甲斐は折り返し早人に使いを出したそしてその返事の届かないうちに突然辻村平六が来たのであった七十郎が死罪と甲斐はまたつぶやいたようやく甲斐は不箱を開け書状を取り出して読んだ罪とがの決定は四月十八日 ねめについては、二人を捕らえた家将婦たちの正しに免じて、伊達式部へ預けとなり、七十郎は死罪。また、七十郎の父、伊藤隆久は切腹。母は死罪、兄の前上門は切腹。前上門の子三人は、流罪、孫二人は、仙台から十里外に放築。家財は決所ということであった。 無残なことを、と、海は埋めいた。海の、画面のようだった顔が、額の方から青ざめてゆき、こめかみがピクピクと引きつった。そんな必要があったのか。これでは一族皆殺しではないか。主君に対する反逆ならともかく、一関は伊達家から出て、名目は直参大名である。しかも、暗殺は計画されただけで。 実行できたかどうかも疑わしいし、その意図はお家のためであり、指針はいささかもない。七十郎の死罪はやむを得ないとしても、その一族まで極刑にするというのは、あまりに過酷であり無残すぎる。あまりに無残だと、甲斐はつぶやいた。すると、持っていた書状の中から、一枚の紙片が落ちた。取り上げてみると、それは七十郎の自制であった。 人心おもんみ、き、同心お,お,おもんみ、び、おもんみ、性いおもんみ、一、誠まことけつとれちゅう。また、うん、殺すべくして、恥ずかしめべからず。また、うん、うちに帰りみてやむしからず、ぜよが志しや。職を断ちて、三十三日にこれをしょすや。罪人しげたか。堀内総左衛門が、 朝がゆの客のすっかり帰ったことを知らせに来たとき、カは庭の方を眺めていて、雨になりそうだなとつぶやいた。総左衛門は様子を見に来たのであった。七十郎が死罪になったことを辻村平六から聞いていたので、カがどんなに参っているかおよそ推察することができた。七十郎が絶好の宣言をしてからも、 の七十郎に対する行為は少しも変わっていなかった。去年からの石字の争いの経過を遠くからじっと見つめている様子にも時としてあまりに真空の色があらわに見えるのでそばにいる者の,の方が目をそらさずにはいられないくらいであった。どんなに参っていることだろう。そう思い時を計って様子を見に来たのであるが。 庭を眺めている貝の顔は静かで、やや尻下がりの、まぶしそうに細められた目にも、常と変わりのない、穏やかな色しか見られなかった。貝を圧倒していた感情が、少しずつ変わっていたのである。それは、七十郎の遺書を読んだときから始まっていた。断食三十四日目にこれを書す、という文字を見て、その文字に現れている壮烈さを感じたとき。 伊藤一族に加えられた残酷な刑罰の実感が次第に軽く薄らいでゆき小さくごく小さく縮まってゆくように思えた「そうだ」とカはうなずいた「そうだこれは七十両が自分から求めたものだ」と彼は思った遺書は羽に当てたものがもう一通ありそれには次のように書いてあった 返す返すも天命を考え申しそうろえども、少しも悲しむことは、亡き者や、昔の文王さえ、義の、我に変えて、久、第三水準一の九十の二十七、里と申すところに囚われ申しこう、そのうちに益と申す書、作らせたまうや。このほど、志こうて、宿、宿の多いのため、囚われとなり申し、こう、古の応答のごとく、 苦しみを受け申し、そうろえども、後のちのよ、聞くものかんぜ、ざらんことあるべからず、少しも、憂い悲しみはなきものなり、めでたくかしこ。伊藤七十郎、姉様、そして、これは、手錠をかけられているため、筆を、口にかいえて書いたものだ、と記してあった。もちろん、二通の遺書は、写して送ったものであるが、後のちのよ、 聞くもの感ぜ、ざらんことあるべからず、という文言は、断食34日目に、うんぬんという言葉とともに、七十郎の口から直に聞くような、いかにも彼らしく、健康たる息が感じられ、それが貝の圧倒され、塞がれた気持ちに、風を吹き入れたようであった。平六に風呂をやったか、と、貝が庭を見たまま言った。宗左衛門は、今食事をしている。 と答えた風呂を使わせて、食事をさせている、間もなくここへ来るだろう、と言った。七十郎殿が死罪になりましたそうで、彼らしく死んだようだ。平六から聞いたのですが、と、宗左衛門が感動した声で言った。形状に座りましたとき、人の首が前に落ちるときは、ムもまた前に倒れるという、だが、自分は仰向けに倒れるだろう。 貝が静かに振り向いた自分は仰向けに倒れるだろうと宗左衛門は続けたもし仰向けに倒れたら自分に心霊があると知るがよい3年のうちに一関殿を滅ぼしてみせると申され首が前に落ちました時右の足を踏み出して申された通り仰向けに倒れたということでございます他のようにはできなかったのだなと貝はつぶやくように言った も門が「はあ」といぶかしそうにカを見た。カイは穏やかに目をそらし「いや」とゆっくり片方の手を動かした。七十郎は七十郎らしく生き七十郎らしくあまりにも七十郎らしく死んだ。彼には他に生き方もなく他に死に方もなかったということを考えたのだ。まことに一筋すじがまれのない方でございました。 彼は満足したことだろうと、甲斐が言った。彼は、何事にも満足しない男だったが、自分だけには満足していたようだ。死んでしまった今も、自分の死に、型について、さぞ満足しているだろうと思う。総左衛門は口をつぐんだ。これに様子が書いてある。甲斐は、そこにある書状を、総左衛門の方へ押し合った。後で読んでおくがいい。 私は湯島へ出かける。平六はいかがいたしますか話があったら聞いておいてくれ。どうやら雨になりそうだ。降り出さぬうちに出かけるとしよう。友は、九馬と騎兵だと言って、斐は立ち上がった。斐は籠で出かけた。空は、鬱陶しく曇ってきて、湿気のある生ぬるい風が、時々、乾いた道の上に埃を巻き立てていた。 籠が玄助町にかかったとき、先に立っていた村山喜兵が、なんだ、何者だ、と誰かをとがめた。原田殿にお目にかかりたいという声がした。十四日もお出かけを待っていたのだ。ぜひお目にかかって話したいことがある、柿崎六郎兵衛というものだ。そして、その声は、原田殿、と、籠の方へ寄ってきた。原田殿、と呼びかけた声は、 懸命で、少し震えていた。無礼なことをなさるな、と、村山騎兵が政止し、もみ合う気配が聞こえた。甲斐は眉を潜め、六郎兵の、原田殿、と叫ぶのがまた聞こえた。おろせ、と甲斐は言って、籠の戸を開けた。騎兵に腕を抑えられて、柿崎六郎兵がそこにいた。まるで酔い潰れていたものが、そのまま起きてきたように、 着物も袴もシワだらけで、見られた髪の毛が血の毛のない青黒く憔悴した顔に降りかかっていた。カイは、湯島へ来るようにと言おうとしたのであるが、そう言う前に、二人の侍が来て、六郎兵衛の後ろに立った。二人は、向こうの武家屋敷から出てきて、六郎兵衛を認め、それからこっちへ近寄ってきたらしい。どちらも、中年の。 浪人らしい男だったが、口ひげを立てているムの小柄な方が、六郎兵衛の後ろから、柿崎、出会ったぞ、と呼びかけた。その時、海は、その男の右腕がないのに気がついた。六郎兵衛が振り返り、その男が、石川だ、石川兵庫会だと叫んだ。すると、六郎兵衛がビクッと身を縮め、逃げ場を探すように、左右を見た。 そこへもう一人が、島田一蔵だ、逃げられはしないぞ、と言い、村山騎兵に会釈し,して、この人間をもらっていいか、と聞いた。騎兵は貝を見た。どうぞと、貝が答えた。六郎兵衛が振り返って、原田殿、と助けを求めるように呼びかけ、貝は、住んだら湯島へ来るがよい、と答えた。お願いです。原田殿と六郎兵衛が叫び、 二人の町が左右から彼の腕を押さえた。それを見て、カは籠の戸を閉めながら、やれと言った。籠が動き出したとき、後ろで、石川兵庫会と名乗った男が、ジタバタするな、ととなるのが聞こえた。今日こそ貸したものを取る。俺のこの腕に代わるものをな、歩け。六郎兵衛の声はもう聞こえなかった。 いろいろなことのある日だ。と甲斐は思った。彼らの問答が何を意味するか、石川、島田と名乗る二人が、六郎兵衛をどうしようとするのか、甲斐には全く分からなかったし、無論知りたいとも思わなかった。おかしな男だ。と、甲斐は、心の中で思った。逸ぞやは、堺忠清と兵部とが取り交わした。 三十万石分余の証文を売り込もうとした。それは、すでに、中黒達也から、甲斐の手に渡っているし、達也に渡したのは、六郎兵衛の妹であった。今度は、何を売り込もうというのか、それとも、妹から司祭を聞いて、礼金でももらおうというのなら、湯島へ来たときくれてやってもいい、と甲斐は思った。湯島の家に着くと、 おくに手を引かれて、出迎えていたかよが、片手に、赤い折り鶴を持って、いきなりタイに抱きついてきた。いけません。かよさんと、おくが止めた。今そう言ったばかりでしょ。だ、頭はお疲れなんですから、すぐに抱っこをなすったりしてはいけませんって。かよは小さいんですもの、とかよは済ましていった。かいは笑いながら抱いてやった。そうだ、かよはまだ赤ちゃんだからな。 赤ちゃんじゃありません。かよたんは五つですからね。そうか、小さい五つか。小さくはありませんですよ。大きい五つですからね。では、抱っこをする五つだな。かよは、ええー、と、ええー、と、と口ごもり、かいは、今へ入っていって、そら、これでいいだろう、とかよをおろした。すると、かよは、すぐに、かの膝へ腰をかけて、 かよたんがおったのよ、と思っていた折り鶴を見せた。嘘をおっしゃいと、おくみが睨んだ、ばあやがおったんでしょ、そんな嘘をおっしゃってはいけません。ええと、ええー、と、最短は、7つでも抱っこをしますからね、とかよは話をそらした。おくみは、この頃かよが嘘をつく、とこぼした。よその子よりも、知恵のつき方が早いというのか、本場や近所の子供などに、 途方もなないよううを言うこの間などは本馬と日本橋狩谷新助へ行ってきてお組みに帰る道で火事があったと話した大きな火事で家が百も焼けて犬が1000匹も死んだと真面目な顔で言った本当だと念を押して言うので本馬に聞いてみたら全く根もないことだというそれでもなお本当だと言い張り お組は、情けないような気持ちになった、と言った。そういう時期があるものだと、甲斐が言った。想像力の強い子供は、頭の中で考えたことを伝えるのに、言葉が見つからないから、現実のように話す。私にも覚えがあるよ。でも嘘は困りますわ。嘘ではない。人を騙そうとするのは嘘だが、自分の感じたことを伝えようとするだけだ。そういう時は あまり咎がめ立てをしないで、聞き流してやる方がいい。あたしはまたこの子が、と、おくが声を潜めた、よそのお子たちとは違って、お父様と一緒に暮らせないために、人の機嫌を取ることばかり考えているのではないか、とも思われまして。貝は黙って、貝よの手から、赤い折り鶴を取り、それに、ふっと息を吹き入れて、膨らました。おくは顔を背け、 かよはう,かがうように、父と母とを交互に見合っていた。さあ、これを持って、ばあやと向こうで遊んでおいでと、カイが言った。だ、頭は、人に会わなければならないからね。あとでまた遊ぼう。何をして遊ぶか考えておいておくれ。カヨは、おとなしく膝から折り、膨らんだ折り鶴の羽を摘んで持って、その部屋を出て行き、自分で襖を閉めた。 閉めた襖のすぐ向かうで、音場を呼ぶ、バーという声がし、廊下を駆け去ってゆく、足音が聞こえた。そんな風に思うことはよくないな、と、海が言った。母親が、いつもそんな風に思っていると、子供にもすぐ通じるものだ。この子は不憫だと思うのは親だけの愚痴で、大抵不幸な境遇にいても、子供は、親の思うほどには感じはしない。それは お前自身の小さい自分のことを思い出してみればわかる。お屋敷へ上がれないでしょうか。かよのことはもう紳助に頼んである。一年でも二年でもようございます。お屋敷で一緒に暮らすことはできないでしょうか。おくみは目を拭いて貝の方へ振り向いた。海は何も答えなかった。どうしてですのなぜいけませんの知っているはずだと、 貝は穏やかに言ったなぜ行けないかということは、お前自身がよく知っているはずだ。一緒に暮らすことは、お前をもかよをも不幸にする。そうと決まってはいませんが、現に、こうして16年もお世話になっていますし、かよが生まれてからでも5年、何事もなく暮らしていらっしゃるではございませんか。この包みはいつ切れるか分からないと、かが静かに言った。 これまではどうやら保ってきた。しかし、この包みは、押してくる濁流を防ぐだけで、他にどうする手だてもない。もう一押し、流れが強くなれば、包みは切れてしまう。いっその時が来るか分からないし、その時が来れば、私はコッパミジンに押し流されてしまう。それは、あんまりを考え過ごしです。炭三郎の死も思い過ごしか、と、貝が反問した。 身の回りからでも、塩沢丹三郎菓に、矢崎と練りが罠をかけられて追放された。そして今度は、伊藤七十郎が残罪になり、七十郎の一族まで滅亡した。伊藤様が、おくみは口を開けた。水かさは増してくるばかりだ。私にはそれが分かる。伊藤一族を滅ぼした余生で、濁流の力は強くなる。目に見えるようだ。 貝は目をつむったまるで押し寄せてくる巨大な防ぎようのないその濁流の音を聞き止めようとでもするようにそれから目を開いて静かな調子で言った私はこの包みの上へお前やカヨを乗せようとは思わないお前にはお前とカヨの生活がある行く末のことは信介に頼んでおいたそんなことは二度と考えてはいけないよ お美は、目を拭きながら、しばらく黙っていて、それから低い声で言った。あたし、今日はどうかしているんです。かはそっとうなずいた。あの人たちの、仲のいいところを見たからかもしれません。あの人たちとは、宮本、飯い江い新八さんとお宮さんです。かはお美を見た。お美は、泣きべそのような唇つきで、ええ、 と微笑した。あのお二人はご夫婦になるようです。新八とあの女が。二人はいつも会っているようですし、今日も新八さんと一緒に来ています。カはしばらくして、それはよかった、と口の中でつぶやいた。それはいいと、カは、またつぶやき、心を温められたように、その眉を開いた。二人は、今、 浅草の西岸寺裏というところに住んでいて、新八さんは歌で稼げるようになったし、おみやさんは、その世話をしに通っているそうですわ。まだ一緒ではないのか。それほどの稼ぎはまだないと言ってます。おみやさんは、どこかに奉公していて、時々会いに行くような話でしたわ。それが羨ましかったのか。殿方には分からない気持ちかもしれませんが。 今日なんぞとおくはつやのある声で低く笑いながら言ったここへ来てから2人はつきっきりで遠慮なく言い合ったり世話をしたりされたりするのを見ていると貧乏で食うや食わずでもいいからこんな風になりたいこれが夫婦というものだって心底羨ましくなったんですかよにはそれができるとかいが言った広間の方から三味線のねじめをする音が かかすに聞こえてきたお前のしたかったことをかよにさせるがいい、侍の子だなどという考えは捨てて、町人の娘らしくのびりと気楽に育てるのだ、私たちにできなかったことをかよにはさせるようにしよう。お組はふむいた。同意したのではなく、今はかいに逆らうまい、という様子であった。かいは調子を変えて、今日は久方ぶりで。 朝がの会をしたが、飲み足りなかった、と言った。飲みながら聞くとしよう、酒の支度をしてくれ。酒の支度ができて、会は広間へ移った。襖を背にして、宮本新八と、脇へ寄ってお港が平服してい、座についた会が声をかけると、静かに顔を上げた。新八はやや声ていた。眉も目もはっきりしてきたようで。 目には力があった。唇も引き金利、顔全体が正気と自信に満ちているようであった。寸を縮めた水色の肩絹に袴で、勝負を染めた花田色の着物という、芸人らしい派手な着付けをしていた。新八は、甲斐に挨拶をしたが、その声も落ち着いて、はっきりしていた。おそらく鍛錬したためだろう。言葉は卑下し。 感謝を述べているが、声の調子はきっぱりとした、なんだ、というような対抗的な響きが感じられた。大人になったな。と、カは心でつぶやいた。大人というより、人間、という感じだ。かつて、新八は、お宮との関係を恥じて語ったことがある。脱走してからの生活は、癒しく、汚れた、惨めなものだったらしい。 だが、その汚くや非戦の中から、彼は、自分にふさわしい生き方を選んだ。今、彼は、自分の選び取った道に立って、自分を生かすために、生活を始めた。人間だ。彼は解き放されたのだ、と甲斐は思った。新八は、安からぬ代価を払ったが、宗柔という関係や、階級や、武家の義理や道徳から解き放され、 自分を手に入れたのである。自分の好むもののために生き、そのために死ぬことができる。その方が人間らしくはないか。少なくとも、新八のためには、この方がふさわしく、人間らしい。芸を伸ばしていくには、多くの苦しみや貧困を経験することだろう。しかし、それは、他の人のためではなく、彼自身のためである。結局、 彼が一番幸せかもしれない。海はそう思いながら朝からの暗く塞がれた気持ちが少しずつ軽くなっていくのを感じ、杯を取ってお組に尺をさせた。宮本隆というのだそうですとお組が囁いた。新八は三味線を取り上げ、お宮はずっと脇の方へ下がった。調子を二十三度試みてから。 静かに新八は歌い出した。去るほどに、桃葉を通う少々の、傘に降る雪、積もる雪、恋の重さに傾きて、涙のつららとけやらぬ、君の心は、浮世かは渡るこなたはふこその。三味線の音は錆びて低く、短足のような、訴えるような調子だったし、歌の曲も極めて地味で、ほとんど語っているというに近かった。会は 一と、口なめた杯を手に持ったまま膝の上に下ろし、目をつむって聞き入った。歌は静かに続いていた。君を思えば、勝ちはだし、行き手は帰り、帰りて行くは誰がためぞ。貝は、太目を細めた。どこかで聞いたことのある説だ。どこかで一度聞いた覚えがある、と貝は思った。すると、一人の老人の姿が、 ぼんやりと、濃い霧の彼方にあるように、おぼろげに思い浮かんできた。古びた布子に袴を履いて、草髪に結んだ髪は灰色になっていた。盲人だった。そして二元金を引いたのだ。そうだ、楽屋へ行く途中、湯の原の宿で会い、都市関東下校の下りを聞いたのだ。そうだ、名は忘れたが、元は絵師だと言っていた。失明してからも、 頭の中で絵を描き続けている十五十六枚とか頭の中に描きためた絵がはっきり残っているなどと語っていた新八の歌にはあの盲人の歌った調子と似たところがある人の世の頼み難さ愛憎のむなしさ生きることの儚さといったものをひそかに嘆き訴えるような響きそれは歌というより 一人静かに詠嘆するというような感じであった。やがて歌が終わると、新八は、三味線を置き、お宮と一緒に礼をしてから、お耳をけがしまして、と言って手を膝に置いた。その顔はやや好調し、目は、自信と満足の光を帯びていた。十分に歌ったという自負が、その姿勢全体に現れているようであった。こちらへと、回は、 微笑しながら言った、杯を使わそう、宮も、一緒にこちらへ寄れ。新八は、遠慮するお宮の手を取り、二人で、ずっと前へ進んだ。貝が持っている杯を差し出すと、新八はすり寄って、両手でそれを受け取り、また、お宮と同じ位置まで下がった。お組が調子を持って立って行き、新八に釈をした。二人の膳を持ってきてやれと、 カがおくみに行った。二人は二人でやるがいいだろう、新八。くつろぐがいい。おくみが出て行くと、カは、新八を静かに見た。どうやら道に取りついたようだな。新八は抵当した。ほんの戸口に過ぎません。まだこれからでございます。私は武風流だから、音玉のことはわからないが、どの道も奥を極めることは、たやすくはないようだ。一生を打ち込んでも、 これでいいというところまではなかなか行かぬらしい。だからこそと、タイはゆっくりと言った。それだからこそ、一貫の笛に生涯をかけることもできるのだろう。お前は道に取りついた。それは、一生を打ち込むに足る道であろう。力を緩めずに、死ぬまでが終業だと思って焦らずに、ゆっくりとやれ。新八は頭を垂れた。張っていた肩が落ち、公然とした姿勢が。 柔らかくほぐれるように見えた。お組が戻ってき、すぐに、女中が、二人の膳を運んできた。宮や、釈をしてやれと、貝は、砕けた口ぶりで言った。遠慮は無用だ、そこで二人で飲むがいい。お組は、貝の側に座り、貝は、新しい杯を取った。新八は、お宮の尺で一つ飲むと、今度は、お宮に酌をしてやった。 お宮は赤くなって、恥ずかしそうに少しすすった、宮本隆は自分だけの工夫か、かいは、一と口なめてから聞いた。はいと新八が答えた、猿浄瑠璃太夫についたこともございますが、この説は、私の工夫したものでございます。しかし、ふと思い出したように、いえ、違いましたと顔を上げた。自分だけと申しては誤りです。 私に工夫のつかぬところを、去る老人から教えられましたと、新八は言った。この説には随分苦心いたしましたが、どうしても要になる手が浮かびませんでした。一年近くも練り上げ練り直しているうちに、ある夜ふと、相長屋の一軒で、誰かの歌う声を聞いたのです。耳慣れない音調で、初めは、何の気もなく聞いていたのですが、そのうちにムが震えだし、 これだとと思うと矢も立てもたまらず、すぐに立ってその人を尋ねました。会はうなずきながら、杯を含んだ。尋ねてみると、二元金を引く盲人でしたと、新八は続けた。中年から盲人になり、たつきのために、その二元金と歌を工夫したということでしたが、私は自分の事情を打ち明けた上、教えを求めたのです。 盲人は快く承知した。そして、新八の三味線を聞いてから、いろいろと助言をし、自分の恩調の勘所を伝えた。今の説は、それをさらに練り直したものですが、要はその時教えられたものでございます。こちらに、その記さえあれば、道の師は、どこにでもあるものだと、彼が言った、その盲人はまだいるのか。いや、 30日ほど前に旅立ちました名は何と言った一元と申しました。カは遠くを見るような目になり、口の中で一元か、とつぶやいた。杖を引き、背にことを追って、野杖の道をただ一人行く盲人の姿が、まざまざと目に見えるようであった。今度は、どこへ行き、どんな客にあの歌を聴かせることか。 うらやましい生き方だ、とカイは思った。新八が目を上げていった、塩沢殿が独死されたそうですが、いや、そうではない。私は独死と伺いましたが、独死ではない、食に当たったのだとカイは言った。だが、その話は予想、今宵は、お前たち二人の番だ、陰気な話は、やめて楽しくやるがいい。そしてカイは立ち上がった。 また檻があったらおうご苦労であった。落合秋八月の朝、まだ明けたばかりで、船岡の缶は霧に包まれていた。水を満たした手桶を脇に置き、手拭いを持って、うの渡ったまま、桂月院が薙ぎ力を振るのを眺めていた。桂月院は、もう七十歳になるが、驚くほど壮健で、腰もしっかりしているし、 動作も柔らかく、しかも敏霜であった。おじさまのお母さまらしい。うのはそう思った。甲斐の温厚さとは違って、けいずきンと呼ばれるつた女には、きついところがあった。情に負けないというよりも、非常だと思えるほど、きつとしたものが感じられるのであった。今、この間には、津田家から貸してきた、甲斐の妻の幾がいるし、また、 松山から台東宗本に腰入れをした沢がいる。沢はもう4歳になる医師と2歳になるうねめという2人の子を産んだし間もなく3番目の子が生まれようとしている。しかしスタ女は2人の嫁にも心を開かないしひ孫たちもほとんど近寄せない。うねめは男の子だからであろう。見かけると隠居所へ呼んで。 わずかな間遊んでやったり時に歌詞を与えたりはするが自分で抱くようなことはないしすぐに帰らせてしまうという風であったおじさまも同じようだうのは心の中でそうつぶやいた6月下旬に江戸から帰った斐は5日ばかりこの館に泊まっただけですぐに仙台の屋敷へ去った館にいる間一度 母の刑事起員と一刻以上も話したことがある。2人だけの対談で、どんな話が交わされたか分からないが、長い江戸版から帰還したというのに、孫たちも抱かず、妻と寝屋を共にするでもなく、淡々と仙台へ去ってしまった。うのは、隠居所の世話をしているので、誰よりも伝女には近しい。そうして、自分は彼女に愛されているとさえ思うのだが、 そのうのでさえ、ふとすると、身の縮むような思いをすることがまれではなかった。今でも忘れられないのは、なぎなたの稽古のことである。うのの十六の年であったが、それまで、一年余り、スタ女から、なぎ力の稽古をつけられていた。毎朝未明に起き、冷水で身を清め、隠居所の脇の芝生に出てするのだが、ある朝、いつもの通り稽古が終わると、 つた女は、冷ややかな目でうのを見て、言った。お前なぎなたの方を身につける気があるのか。うのは、そこへ膝をついたが、なんと答えていいかわからなかった。私の目違いだったようだ。とつた女は言った。これ限り稽古はやめます。それでも、うのには何も言えなかった。はじめつた女に見つめられたとき、その冷ややかな。 鋭い視線に身も心もすくんでしまったらしい。謝る言葉さえ口には出ず、頭を垂れたまま震えていた。自分はおばあさまに嫌われてしまった。うのはその時そう思った。甲斐の母だというだけでなく、うのは伝女が好きで、心の中では常におばあさまと呼んでいた。つタ女のうのに対する態度にも。 そう呼ぶことを認めているようなところがあった。それだけに、その時の冷たい行事は骨にしみるようだったし、目違いをしていたようだ、という言葉は辛辣であった。それから、56日後のある夜、夕下の後で茶を喫しながら、つた女は、さりげない調子で言った。武家にはいつ何事が起こるかわからない、そういう場合に取り乱したり、 見苦しい振る舞いをしないように、女でも、小立か薙刀の方くらいは、身につけておく方がいい。何か一つ、武芸を身につけておくと、それだけでも、心がしっかりとするものだ。けれども、そういう時代は、もう過ぎ去って行くように思える。スタ女は続けていった。私は、お前を、自分のように仕込みたいと思った。お前には、 その素質があるように見えたのだ。けれども、それは間違いだった。うのは、そのままでいい。たとえ、どんな返事が起こっても、うのは、取り乱したり、見苦しい振る舞いなどはしないだろう。うのは、13歳のとき、大きな最悪に遭い、一人きりの弟とも別れて、こんな恩国に住みながら、少しもめめしい風を見せたことがない。うのは、そのままでいい。そして、 あの朝叱ったことは忘れてくれるように、と言った。おじさまのおかげです、と、そのとき言うのは答えたかった。あの悲しい出来事に耐えられたのも、弟と別れ別れに暮らしていられるのも、甲斐という人がいて、心の支えになってくれるからである。もしも、自分がしっかりしているとすれば、それは甲斐がいるという、ただ、一つのよりどころがあるからに過ぎない。 もちろん、うのは、それを口には出さなかった。それだけは、どんなに言葉を選んでも、分かってもらえそうには思えない。おばあさまにさえ分かってもらえるとは思えないからであった。朝日が昇るのであろう。辺りがにわかに明るくなり、霧が揺らぎ始めた。ケイズキンは、まだ薙刀を振っていた。さらしたおいらの片らの裾をからげ、たすきをかけ、 汗止めをしている。芝草を踏む素足はろで濡れているし、かたも汗になっていた。シワはあるけれども、おもながな顔は、若々しく、血の色が差し、掛け声は力ず欲張りがあった。うのは、ふと後ろへ振り返った。小砂利の鳴る音を聞いたからであるが、振り返ってみると、対等であった。スケガサをかぶり、短袴に草履ばきで、 釣竿とびくを持ち、餌箱を、紐で肩にかけていた。彼は、うのに微笑みかけながら近づいてき、祖母の方を見てうなずいた。それを認めたのだろう、釣った女はなぎなたを下ろし、脇に持ってこっちへ来た。また釣りにおいでか。彼女は、なぎなたをうのに渡し、汗止めやたすきを取りながら対等に行った。いや、 帰ってきたところですと、台頭が答えていった。アユが下り始めたというので、夕べ夜半過ぎてから出かけたのです。アユも夜釣りをするんですか。船場様の柏屋に、イスケというものがいまして、かがりすりというのをやります。ふのところで、水の上へかがり火をかけると、魚が火をしたって集まるのです。そこを釣るのですが、蚊も集まってくるので、弱りました。 隼人に断りましたか。うのは手ぬぐいを水で絞ってスタ女ンナに渡しながら小言にならなければいいがと思った。対等が黙って外出するのをスタ女ンナは何よりも嫌っていた。カのいる時なら別であるがそうでない時は対等が官の主であるという意味なのだ。片倉には断って出ましたと対等はおとなしく答えた。ちょうど。 柏屋に吉岡殿が泊まっておられまして、後で関へ伺うから、と申されました。吉岡とは、奥山大学殿か。祖母様に、何か話があるような口ぶりでした。そして、台頭は、祖母にびくを示した、いい形の落合湯がだいぶありますが、ご覧になりますか。スタ女はかぶりを振った。これを焼いて父上に届けたいので、 ウノを貸していただきますと。台東は言った。ホタビで焼き上げるのは、ウノが一番上手ですから、お願いします。奥山殿が、私に何の用であろう。さて、と、台東は、立ち去りながらウノに行った。後で頼むぞ。ウノははいとうなずいた。スタ女は、風呂車で水浴をする。冬でも夏でも、なぎなたを振った後は、必ず水風呂に入る。 宇野はその世話をし、それから朝食の前後しらえをした。隠居所には決まった費用があり、それだけで独立の生活をしている。焚き木を割ったり米をついたり、また、飯炊きや走り使いなどは、古くから五助という老木夫妻がやっていたが、スタ女の身の回りのことは、すべて宇野の受け持ちになっていた。朝食の後の茶が済むと、 た女の許しを得て、うのは、館の台所へ行った。大きな炉のある広い台所は、料理部屋と呼ばれているが、それに続いてまかない部屋があり、そこでは、館に仕える家将たちが、禅を並べて食事をしているところであった。あゆは、洗ってざるにあげてあった。よく肥えた、五寸から六寸ほどの、見事なあゆが十七尾あり、 金色を潜めた薄墨色の肌はまだ生きているかのようにぬめぬめと光を帯びていて手に取ると爽やかに川水が匂うようであった下女たち2人が来て手伝いそれらを金串に刺してからうのは炉の火の具合を直して鮎を炙り始めた焦げ目をつけず身の油を全体に回るようにそして芯まで加熱を通すにはほたの加減にコツがある 江戸に育った女性たちは一般に川魚を好まない。うのの母も好まなかったが、うのはそうではなかった。この船を買え来たのが広文2年だから、もう丸6年になるわけだが、初めて川魚を焼くにいを嗅いだとき、郷愁のような懐かしさを感じた。うまそうなというよりも、忘れていた遠いものに巡り合った、という感じであった。 あれは十五の年だった。十五の年から自分は川魚を焼くことを覚えたのだ、と、うのは心の中でつぶやいた。今、鮎を焼きながらも、その匂いを嗅ぐと、不思議に胸が締まり、はるか昔に去ってきた、故郷が思い出されるような気持ちになる。人は生まれ変わってくるというから、もしかすると、自分は、前の世で山鹿にいたのではないか。 それで、こんな感じになるのではないか、などと宇野は思った。焼き上がる少し前に、辻村又之助が来て、隠居所に客があるから行くように、という対等の言葉を伝えた。あとは常に任せろとのことです。これは、仙台のお屋敷へお届けするのだそうですから、とうのは、ためらい顔に言った。それに、もう間もなく焼き上がるのですけれど。 それまで待っていただけませんでしょうか。あとは常に任せろとの仰せでした。では参ります、と、宇野は答えた。下女の常は、土地のものだから、無論焼き方ぐらいは知っている。しかし、宇野は、帆旅の塩梅や、串を回す間をよく教えてから、そこを出て隠居所へ戻った。逆というのは、奥山大学であった。彼は、 一度間に入り、対等に挨拶をしてから、隠居所を訪ねたので、うのが着替えをし、接待の支度をする暇は十分にあった。大学は五十四歳であるが、ムが小柄なのに超えていて、腹が大きく、髪の毛はすっかり白くなったのが、わずかに残っているだけだった。秋とはいえ、まだ八月初旬で、暑いのと超えているために、顔は赤く、汗が染み出るので、 絶えず懐髪で吹かかなななければならなかった黒川郡吉岡、六千石の盾主であり、かつては、江戸で筆頭国老を務めたこともあるが、今は、ただ陰謀な、小金持ちの隠居というふうにしか見えなかった。原田殿は、どうしても面会してくれないのですと、大学は言った、御用の半端なことはもちろんでしょうが、面談を避けるのは、他に理由があるからだと思うのです。 スタ女は大学の顔をまともに見ながら聞いていた。裏のもみの林でしきりにセミが鳴いていて、どうかすると大学の話までがセミの鳴き声の中に紛れ込んでいくように思われた。大学は、存念があって、幕府から仙台に来ている国目家へ訴状を出すつもりであると言っていた。国労の中に悪人と内通する者がいて。 政治は乱れ、家中にはイサカイツが絶えず、領民は困窮している。これでは、伊達家の将来も危ぶまれるから、バ府クフロー中の力で、政治の安定を図ってもらいたい。これが訴状の第一である、と大学は言った。次に一つ、これは私ごとにわたるようではありますが、大学は、顔の汗を拭いてから続けた、私は、 5年前、博文3年の7月に国労を辞任いたしました。自分から願って辞任したのですが、渦中では、私に過失があって罷免されたという表があり、今、なおそう信じている者が多いのです。最も勘弁ならぬのは、私が罪とがを問われて、追うかごにされたと、幕府老中へ届けが出ているということです。スタ女は、身ろぎもせずに聞いていた。 これが事実とすれば、私事では済まされませんと、大学は言葉を強めた。仮にも、一班の仕置きを任された者が、罪あって、罷免の上をうかごにされたなどと言われては、私の面目が汚されるばかりでなく、家中全体の、是非聖者がくらまされてしまう。この点についても、真偽が明らかにされるよう、書状をもって、国見つけへ訴え出るつもりです。そこで、 た女が初めて口を切った私のような隠居に、どうして、そんな話をなさるのですか。原田殿におっしゃっていただきたいのですと、大学が言った、都知のおっしゃることなら原田殿も聞くでしょう。私も好んで、国目付などに訴状を出したいのではない、できるなら、国労の間でことを収めたい、という意思を伝えていただきたいのです。宗介が、 どうして面談を避けるか、理由が分かっているとおっしゃったようですね。ほぼ推察のつくことであり、おそらく間違いはないと思うのです。と申しますのは、いいえと、スタ女ンナは静かに遮った。それは伺いますまい。私が聞くことではないようですし、面談を避ける理由があるのなら、私が何を申しても、宗介が承知するはずはありません。私は、あれを、 そんなな人間には育てなかったつもりです大学の顔が更に赤くなった。彼は恥ずかしめられでもしたように赤くなり汗を拭くのも忘れてスタ女ンナの目を見守っていた。すると大学は少しともった。すると私に国光つけへ訴え出ろと言われるのですか。それは吉岡殿のご思案次第でしょうとスタオンナは言った。近年は。 ご家中にことが多く今年は特に小野の伊藤殿が滅亡するという大事がありました綱宗様のご筆足この方ご本性の礎を揺るがしかねないような騒ぎが幾度となく起こっているようです私は隠居のみでご政治向きのことには一向に不安ないですけれども吉岡殿はそういう事情をよくご存じのはずで ご存念の第一はお家大切ということですから、私などが差し出口をする余地はないと思います。お厳しいことだ大学は、汗を拭いて咳をし、また、汗を拭きながら言った。そう変わらず都じはお厳しい。私は、そのご気少を頼みにして参ったのです。その方がことを穏便にする道だと思ったのだが、どうしても、原田殿へのご助言は叶いませんか。 茶を変えましょうとスタ女は言った。大学は粉糸かとし、声を荒くして閉じと呼びかけた。お静かにとスタ女は手を上げて制し、何かに聞き入るような目つきをした。格好が泣いていますね。もみの林の方で、格好ときれいに泣く声がした。それは、向こうの裏にある杉林の方へ移り、それから、缶の下の池に沿って。 杉山の彼方へと泣きながら遠ざかっていった。うのが茶貨を帰えると、大学は間もなく帰っていった。スタ女は引き止めなかったし、大学は玄関で、都じもお年のことだから、健康に気をつけるように、もうお目にかかることもあるまい、などということを、すくった陰銀さでねっちりと言った。うのは、客の跡を片づけてから、 あゆを見に行ってよいだろうかと聞いた。まだ焼き上がってはいなかったのか。もう少しというところでございました。見ておいでと、スタオンナはうなずいて、それからふと思いついたように言った。お前あゆを届けに、仙台まで行っておくれか。うのは目を輝かせた。私も頼むものがあると、スタオンナは、今の方へ行きながら言った。縦脇殿にも用事があるかもしれない。 お前が使いに行くと、縦脇殿にお言いなさい。はい、うのの声は、浮き立つように聞こえた。スタ女は、うのさんと呼んだ。うのは振り返って、また膝をついた。スタ女は立ったまま、その顔をじっと見守ったが、静かに首を振って、なんでもない、行っておいでと言った。そして、去って行くうのの姿を見送りながら、もう一度、首を振ってつぶやいた。 おかしな子だ。談笑十三申し上げます。仙台より渡辺勤兵衛が至考をつかまつりました。待たせておけ、酒がぬるいぞ。大月西宮にございます。なんとした、遅いぞ。奥に目付の出発が、一日延びましたので、遅れました。江戸から使者があって、祝いの酒を始めたところだ。一つ使わそう、よれ。 冗談つかまつります。何の祝いかわかるか。恐れながら、東一政の奥が身ごもったそうだ。これはまた、まだ3月目だという、この前流罪したから安心はならぬが、医者は全く順調だと申しているそうだ。それは、何よりのお知らせ、家中一同にとりましても、これに勝る喜びはございません。重ねろ、重ねろ。 仙台で、江戸の新妻隼人からの手紙を受け取りました。何かあったか、申し上げるほどのことはございませんが、御用取次衆がまされました。帰港、久世、大和守公から召されまして、蜂谷六左衛門と長沼全米が参りましたところ、これまでの取次衆は、島田出雲守であった。島田雲州殿のお一人であったが、 新たに大井新右衛門殿を加えられるとの浅田がありましたそうで津田玄馬が直ちに大井殿へ挨拶に参ったとの趣にございます大井新右衛門覚えておこう次に柿崎六郎兵衛と申す者をご存知でございますか柿崎聞いたような名だな柿崎名は六郎兵衛浪人者だとございましたうん 思い出した。わけがあって、一頃手当てを使わしたことがある。ただの内禅がいろいろ調べ、役に立たぬことが分かって寄せ付けぬようにしたと思うが、どうかしたか。やはり内禅を頼って、お屋敷へ参り、金の無心をしたそうですが、両眼とも潰れ、こじきのような姿であったとございました。両眼とも潰れたと。仲間の者と争いが生じ。 そのもののために両眼を突き潰されたので、その日の食にも急していると申し、泣いたせよをこうたと書いてございました。内善はどうしたさようなものは知らぬと、追い返したそうでございます。俺は、部屋住みの辛さを知っている、勝手元の苦しさも味わった。従って、俺は、無駄遣いをしたことはない。 必要と思われる入費もできるだけ削るように努めてきた。だが、あの書き先にはまんまと食わされた。恐れながら。過ぎたことだ。名を聞くまでは忘れていたが、思い出してみるととが言えぬ、あんなしれものに食わされたかと思うと、自分で自分に腹が立つ。しかし両眼を突きつぶされ、小じ同道前になったと申します。俺がやりたかった。 俺のこの手で突き潰してやりたいくらいだ、酒がぬるいぞ。恐れながら、お人払いを。呼ぶまで皆下がっておれ。吉岡殿が始めました。奥山大学が、どうした。聖夜の乱れを、幕府老中の手で打開してもらおうということ。また、自分の冤罪を晴らしたいということで、国老の間を奔走し、国目付へ訴えるとも申しているようでございます。 国老はどう扱った。吉岡では、船岡殿を頼みにする様子で、しきりに面会を求めましたが、原田殿は、ずっと酒通して、未だに会わぬ模様でございました。そうだ、うん、あってはならぬ。と仰せられますと、会は、あってはならぬ。誰も、相手にしてはならぬ。会には、俺が手紙をやろう。大学を相手にしてはならぬ。 誰も構わなければ、彼は、国光家へ訴訟するに違いない。誠に、甲斐には、すぐ手紙を使わそう。その必要はないかと存じます。どうして奥山殿は、ひそかに船を替えまい参って、原田の母道に会われたそうです。刑図貴院か。と申しましたか、会うことは会われたが、ただそれだけのことで、 奥山殿は怒って立ち返ったということでございます。そうであろう、刑図貴員はそういう人だ。俺でさえ、あの女丈夫にはへこまされたことがある。うん、しかし、甲斐には、やはり手紙をやる。また、地境の騒ぎが始まったのだ。寺井家、式部様でございますな。寺井家と枠や秋との間でだ。それは仙台で聞きました。 この前の時には寺池家の横車が通った明らかに寺池家の碑文だったのをどういうわけか幕屋は旗を巻いた今度はそれに対して寺池家が追い打ちをかけたのだ新たな件ではございませんかいや幕屋寮へ新たに手をつける一方この前の紛争についてもその日を明らかにしてもらいたいと寺池家が訴え出たのだ私は そのことだけを聞いたのです。国老では寺池をなだめて、国光が江戸へ帰るまで騒がぬようにと言ったそうだ。寺池様がそれをこちらへ。5日前に使者を持ってその旨を伝えてきた岩沼田村右京へも同様に使者を使ったそうだが、国光が江戸へ帰ったとすれば、国老でもなんとか手を打たなければなるまい。すると、 船岡殿の絵を指しでございますか。指しだと、俺が、かに指しなどしたことがあるか、馬鹿な、会は、目の黒い男だ、俺は、貢献役として、ただ、彼に、ぼ便なさたを申し送るに過ぎない、大学にも、社会論にもだ、それによって、おそらく、今度こそ、彼は、その後輩を明らかにしなければならぬだろう。申し上げます。 渡辺勤兵衛が帰りを急ぐと申しております。よし、ご礼呼べ。勤兵衛にご用でございますか。そこにいて聞くがよい。渡辺勤兵衛にございます。遠慮はいらぬ、よれ。ご家老まで申し上げます。その作法には及ばぬ、すぐに申せ。恐れながら、前もってお願い申しました。故障頭人増しのことにつき。 虚裕を得た木々があって山上をつかまつりました。それは、すでに国労が取り計らったであろう。いや、私と鏡うねめとに、二十人縁ずつのまし五合力がございました。それでは不足か。故障頭は四名、大町松左衛門、渋川助太夫、鏡と私とでございますが、いずれも家禄が低く。 一年代わりに江戸番を務めますことは困難なため、二人増していただいた上二人ずつ三番に務められるようにと願い出た次第でございます。さればこそ、火力の低いその方ら二人に、増し合力をしたのだ。そのご配慮は片付けのうございますが、家中では、増しご合力を目的に、人増しを願い出たのだと申し、特に、私は、 一関様のエコに頼っている、と非難されております。俺にエコがあるとは、万事三年のことを指していると思われるのです。私が、渡辺七兵衛らと共に、綱宗様側近の乾物を切って、御千儀にかけられましたとき、御館様お一人が、私どもを庇護されました。あれは当然なことだ。家中には、そう思わぬものが多いようでございます。 あれは当然なことだ。家中の一部には、あの中殺も、私どもが、親方様の意を受けていたしたと邪推するものがあり、今でも、私どもは親方様に庇護されている、というものが少なくないのでございます。それは捨ておけぬぞ。私は、この度の人増し願いにつきまして、ぜひ。それは、聞き捨てならん、人増しのことはともかく。 万事の時に、俺が中殺を命じた、などと申す者がいるとしたら捨ておけぬ。何者がさようなことを申すか、しかとしたことをとたださなければならぬ。人増しについて、ご配慮を願うことは叶いませんでしょうか。その願いは、増し、強力で肩がついた、不服なら、国老まで再願いを出すがよい。柴田、下様、古内、島様。 原甲斐様へ、それぞれ願い出ましたが、もはや、ことすみであるとのご返事にて、いずれもお聞き届けがないのでございます。国老がそうである以上、俺にどうすることができるか、それよりも、今申したような流言を触れ回る人間の戦維が大事だ。さようなものを捨ておいては、家中に騒乱が起こりかねない。その方仙台へ戻ったら、その不所存者の名を確かめておけ。 恐れながら。しかと申しつけたぞ、よし。金兵衛め、震えておりましたな。彼は、愚かだが真正直なやつだ。役に立つとおぼしめしますか。わからぬ、が、すでに、万事の例がある、彼と渡辺七兵衛とは、機械さえあれば役に立つだろう。長沼玄宿の件は申し渡したな。相違なく計らいました。話は済んだ。 祝いの酒を続けよう。千本杉。貝は手を膝に置いたまま、放心したように座っていた。ここは、青葉城本丸御殿の紅葉の間であった。広さは、十六畳、西に面して、板敷きの大回しがあり、妻戸も槍戸も開けてあるので、小砂利を敷いた広場が、矢ざまのある白い土塀まで、初秋の午後の日を浴びて、 目にしみるほど明るく見えていた。土塀の先は石垣で、土地が低くなっており、そこに時を告げる空楼があるのだが、ここからは見えなかった。その紅葉の間の右隣は首実験の間であり、左側になっていた。星座に2人、小九郎の柴田劇と原田海が座り、脇に3人、宿老の富塚蔵之助、モニワモンド。 遠藤又七郎がいた。そして、宿老らの次に、表情役の津田玄は、その後ろに、滝役が三人、机を並べて、表儀の次第を記録していた。議題の一つは、物郡物の監守伊東氏最高の可否であり、そのには長沼玄宿処罰の件であった。伊東七十郎とその一族在し、という悲惨な結末を残して、うねめは、 伊達式部に預けとなり、小野の伊藤氏は改役になった。それは四月のことであるが、その後、伊藤の家将である高戸右衛門、斎藤徳衛門らが、ただ、目付の横山寛衛門を通じて、伊東家最高の嘆願を続けていた。うねめには範囲はなかった。彼らはそう証言した。藻庭門戸から出頭を命ぜられたとき、うねめは、すぐ、 モンドの屋敷まで出るつもりだったそこへ里見十左衛門と伊藤七十郎が来ていろいろと武言し教唆したうねめは養子のことでもあるし年も若いので2人に脅され言いくるめられた結果心ならずも同意しただけであるこの点は家将たちが現に見ていた事実であるから是非加盟最高のお沙汰があるよう老職型のご配慮が願いたい と彼らは繰り返し言うのであったこのことは、老職はじめ家中一般から指示されていた。というのは、うねめと七十郎は、一の関の兵部宗勝を刺殺しようとしたのであり、明らかに首謀者とみられる七十郎と、その一族に対する過酷な処罰によって、うねめに対する同情と、一の関への反感が強まっていたからであった。こういう情勢の中で、 伊藤家最高という問題はほとんど決定的になり、ただ、後目の選定というところで議論が出ていた。老職の多くは、そのままうねめを据える、という意見であったが、これは、両後見、兵部宗勝と田村右京によって拒まれた。うねめはもともと養子であり、まだ子もないことであるから、最高するなら、新たに養子を入れる方がよい。そして、 渡り軍渡りの官主で、小政宗の第九子にあたる波宗真の次男、御部宗貞がよろしかろう、という案を出してきた。これが一ノ関の主張であるということは、誰の目にも紛れのないところであった。一ノ関は、小政宗の罰子すなわち大十子であって、渡りの阿波宗真は、すぐ上の兄である。その子に伊藤を継がせようという主張には、 阿波を自分の勢力内に引き入れ、また、一家の地盤を固めようとするそこいが見えすいていた。柴田劇はそれを指摘し、一ノの関のなこそ口には出さなかったが、伊藤家を再興するなら、元の通りうねめをもって、男子にするのが死闘である、という意見を誇示していた。モニはモンドが、それに強く同意を表明していた。モンドには、 それだけの理はじめ石地のいさかいがあった時罪とがの申し渡しをしたのは門戸であり七十郎を同伴して出頭せよという旨を命じたのも彼であったそれは石地のいさいが国労の柴田劇古内島らを相手になされたものなので国労の関係事件であるため門戸が申し渡しを代行したのであり従って 伊東氏の滅亡には重い責任を感じているという様子だったのである。あっぱれ成人したな。海はさりげなくモンドの横顔を見やりながら心の中でそうつぶやいた。幼年の苦労が実を結んだのだ。モンドは小須王貞元の子で6歳の時幕府へ承認に出された。これは土佐諸行の家臣のうち。 め正しい家の子を幕府に差し出すもので、はっきり言えば人質であり、モンドは6歳の時から13年の間、江戸の商人屋敷で育ったのであった。博文6年の冬、父の周防が死んだ時は、まだ商人屋敷にいたが、2年後に帰国し、同時に家督相続の上、一昨年、20歳で若年寄りに就任した。 は我が子のことを思い比べたムネモトも同じ二十二歳もう二人の子があり大三つ子が生まれようとしているが神経が細かすぎるし体格に似ずどこかに脆いところがあるモンドは亡きス王に似てムクや顔立ちは細いけれども真には粘り強い一筋の強靭なものが感じられた。 証人に出された十三年の苦労が実を結んだのだ。見事に実を結んだ、周王もさぞ満足であろう、と、海は、心の中でつぶやいた。その時、柴田劇が声をかけた。船岡殿はどう思われると、劇は、冷ややかに聞いた、意義があるなら伺いたいが。海は、ゆっくりと答えた、うねめ殿を直すことは、なるまいと思います。 ならぬ、と言われるか、論に及ばぬことだと思います。劇の顔がきつと引ききった。それは、期待を裏切られたというより、果たしてそうかという、期待通りの答えに反する、敵意と緊張の表れのように見えた。理由がありましょうな。申すまでもなく、理由ははっきりしております。それを伺いましょう。会は 扇子を膝の前に置き、目を子外へ向けて、その目をまぶしそうに細めた。申すまでもないことですが、と、甲斐は穏やかに言った。その位置は、すでに、両皇見が、不承知の意を示されていることです。両皇見ではなく一関様だと、劇が遮った。岩沼様は押し付けられただけで、不承知という意見は、一関様のものだ。その点は、 もう疑う余地のないことでしょう。そのには、と、甲斐は言った、うねめ殿が、七十郎と同じ罪で処罰されたことです。たとえ、強さされたにせよ、一族諸もろとも死罪に仰せつけられた七十郎と、同罪の処罰を受けた者が、そのままで身分を回復するということは、ございますまい。しかし、劇は赤くなった。あの処罰が過酷であったということは、 家中全体の知っていることではないか法は法ですと、甲は静かに言った、ひとたびご家法が行われ、七十郎とその一族は、死罪になった、今、その処罰が過酷であったと言ったところで、七十郎一族を読み返らせることはできません。罪の党不当は、お裁きの時に論ずべきであって、ことすんだ後の票は、ご家法をなんずることになると思います。 たとえこと済んだ後にもせよ、正しからざる事実があれば再吟味すべきではないか、劇は怒りを抑えきれぬように言った。あの処罰は吟味が十分でなかった、小野の間の過労奥山出雲と詐欺坂幸恵の告訴を鵜呑みにし、彼らの範囲がいかなる死災によるものか、という事情は、不問のまま処罰が行われたのだ。失礼ですがお待ちください、会は。 なだめるような調子で遮った。私は江戸版で、そのことの詳しい行くたては知りません。米谷、激殿はお国詰めであられたし、石寺のいさかいにはご自分で当たっておられた。そうではございませんか。劇は沈黙し、さらに顔を赤くした。自分が当事者であり、しかも過労として在国していたのである。吟味が不十分であり、罪とがが過酷だとしたら、 その時、どうして異議を唱えなかったのか。回の反問には、そういう意味が含まれていたし、劇にも、それはすぐに分かった。正直で一徹な老人は、根ンに詰まったことを隠す方も知らず、懐かを出して、額の汗を拭いた。モニワモンドは、目を伏せ、富塚と遠藤の二人は困惑し、津田現場だけは微笑しながら、やりましたね、と言わんばかりに、 会の方へ、しきりと目配せをしていた。時刻がだいぶ過ぎたようですが、と、会は、その場の気分を変えるように言った。よろしければ、長沼厳宿の件に移りましょうか。富塚蔵之介が同意し、ついで、剛玄場が、厳宿の罪状を述べた。長沼厳宿は医者であるが、その父は、小忠宗の代に罪があって、城下を追放された。 にもかかわらず、親族である長沼全米の計らいで、密かに城下へ戻り、全米が江戸番になると、一緒に出布して、そのお小屋に同居しながら、医学を修行した。そればかりではなく、休暇を碑して、元旦の儀式に出たり、神台気味のお前に進んで、杯を賜ったりした。これによって、長沼玄宿は、死罪、親族の石田将軍、 長沼全米らは火力没収の上城下より十里外に水砲という罪とがが当てられているというのであった石田証言は万頭であるが家柄は一族閣だった一族とは伊達家の所流で役目こそ家老より下の職にしかつけなかったが家名は軽くないので改易という処分には皆難色を示した 問題は原宿の資材だ。原宿の資材に反対が出なければいい、とカイは思っていた。その罪とがを強要したのは一ノ関で、表情役が、兵部から指示を受けたということは、この表記の前に、カイの耳には言っていた。もちろん、機械さえあれば、家中に紛争を起こそうという、一連の捜査の表れであって。 反対論の出ることは計算されているのである。玄宿が江戸の判定に寄宿していたことは、周囲の者も,も知っていたであろう。けれども、不信を抱く者はなかった。今度摘発されるまで、誰も不信には思わなかった。どうしてかというと、追放に処されたのは玄宿の父であって、それも、小忠宗の代のことであり、今ではほとんど覚えているものもないほど。 古いことだったからであるだが、容赦なく法を盾に取れば、現職の罪は免れぬところであり、もしまた、その罪とがに反対するものでもあれば、現職の寄宿していることを知っていたものにまで、戦技の手が伸びるに相いない。一の関はそれを点っているのだ、と甲斐は思った。彼が案じていた通り、やがて、富塚蔵之助が、その問題を取り上げ、 死罪には反対である、と言い出した。しかしすぐに柴田劇がそれを退けた追放という休暇を火して城下へ戻っただけでも罪は軽くないその上江戸邸の中に住み養君に越し杯までもらったということは主家の仕置きを無視するばかりでなく長老するに等しいこれを重家にしなければ仕置きの威信が失われてしまう 劇は激しい調子でいった。富塚にはそれを反駁するだけの根拠も熱意もなかったと見え、素直に劇の説を肯定した。これでまた一人残罪か。海はほっと安心しながら同時に深い痛みを胸の奥に感じた。半時のち、二つの問題は採決され、書き役が記録を読み上げた。それは、 江戸版の家老、古内島に送られるので、劇と海が署名脱印をし、津田現場が預かった。そして、劇が、表儀の終わったことを告げた。海は、一番後から退出した。控えには、松原十右衛門と村山騎兵が待っていた。肌着が汗になっていたけれども、海は、そのまま控えを出て行き、車寄せのところで、 モニはモンドに追いついた。すぐに屋敷へお帰りか、と、カイはモンドに呼びかけた。そのつもりです。もし、他に用がなかったら、案内をしてもらいたいところがあるのだが、モンドはいぶかしげにカイを見た。歩いてくださいと、カイが言った、千本杉とかいうところをご存知でしょう。知っています。そこへ行きたいのだが、 人に見られては困ると、カイが言った。どこで待ち合わせたらいいか、考えてください。二人は、爪御門から出て、空楼の方へと、緩い坂道を歩いていた。蝶徳寺を知っておいでですか川向こうですね、知っています。あの境内がいいと思いますと、言って、モンドは、カイの表情を伺った。しかし、どうして、あんなところへいらっしゃるのですか カは、その問いには答えずに、一刻の地にそこで会おう、なるべく人目につかぬようにと言い、空楼の前でモンドと別れた。もう午後3時に近いだろうが、乾いた道の小砂利から、陰炎の立つほど、日差しが強く、至るところの樹立で、セミがやかましく泣き競っていた。時刻が時刻なので、辺りに人の姿もなく、土手の斜面に67人。 庭方の小物らしい男たちが芝を買っていた。カイは扇子で日をよけながら、虎の門を抜けて、大手門の方へゆっくりと歩いていった。それから約一刻のち、カは、つねぎのまま、袴も履かず、網みをかぶった姿で、長徳寺の門前で、も庭門戸と落ち合った。門戸も人への着流しで、やはりあみをかぶり、片手に。 釣竿と餌箱を持っていたそこは広瀬川の南岸で、後ろには丘陵が重なっており、その裾に沿って、長徳寺、大満寺、国蔵などの寺があり、もっと、先には西岸寺があった。川に沿った道は土地が高く、崖の下の方から、川の背音と一緒に、涼しい風が吹き上げてきた。日は、山の彼方に隠れたが、空はまだ明るく。 対岸の武家屋敷のうち重なった屋根や白壁が、いかにも残暑にうだっているように眺められた。父は、私に遺書を残しましたと、モンドが静かに言った。それで一度お目にかかりたいと思っていたのです。あえと書いてありましたか。そうではありません、モンドは、そこでちょっと口ごもった、あなたに悪評が立ち、不審と思えるようなことがあっても、あなたを信じておれ。 そして、もしも、あなたから何か頼まれたら、一命落としてやれ、というような意味でした。貝は、ゆっくりと首を振り、しばらくの間黙って歩いた。モンドは、そっと貝を見た。上背のある、筋肉質のたくましいム肩から背へかけての、かっちりと引ききんった線。それらは、ほとんど魅惑的なほど、精悍さにあふれ、しかも、 例えようのないほど暖かく、ゆったりと静かに見えた。父の遺書はどういう意味なのでしょうか、と、モンドが聞いた。父が言っていることの意味を教えていただけませんか。話しましょうと、甲斐はうなずいた。そのつもりで、千本杉へ案内を頼んだのです。まだよほどありますか。小道でにり足らずです。仙台では、六町一里を小道と言った。二人は、 国造の脇をまっすぐに行き、あたご社の山きを回って、丘一つ越した向こうへ下りていった。小高い丘と丘に挟まれて、かなり広い草原が開け、北側に深い杉の林がある。草原の中を、一と筋の細い小川が流れてい、その辺りでカエルの声が聞こえた。基盤が葉の見える雑草は、腰を没するほど伸びて、 薄い夕霧の立ち始めた中に、昼顔の花が白く、点々と、にじんだように、白く点々と浮いて見えた。誰かおります。モンドがそう言って、片方を指さした。すると、それを待っていたかのように、三十歩ばかり、向こうの草むらの中から、一人の老人が、すっと立ち上がった。もうかなり暗くなった杉林を後ろに、 こともなく立ち上がった老人の姿は、生きている人間のようではなく、まるで、あの世から迷い出てきた勇気という感じであった。ムは、骨ばかりのように痩せて、落ちくぼんだ目ばかりが大きく、さかやきの伸びた灰色の髪はまばらで、まくれ上がった上唇の下に、大きなラングイパが剥き出されていた。誰だと、老人がこちらへ呼びかけた。 老人の方へ歩み寄った。ここは、無用のものの来るところではないと、老人はまた言った、何者だ。老人は、持っている杖で身を支え、顔を仰向きにして、じっと、こちらの様子をうかがった。落ちくぼんだ目は大きく見開いているが、視力は全く失っているらしい。貝は近寄りながら、穏やかな声で言った。久方ぶりだな。 十左門、私だ。老人は大きく口を開けた。杖を持った手がおののき、枯れ木のように痩せたムがふらふらと揺れた。船岡殿か,どのかとその老人、里見十左衛門が言った。彼はもっと歯をむき出したので、その顔は骸骨のように見えた。待っていたと十左衛門は言った。いつかは来られると思っていた。 いつかはここで会えると思っていた原田殿とうとう来られましたな。甲斐は振り返ってモンドを見た。モンドは二軒ほどは慣れたところに立って不快そうにこっちを眺めていた。よくご覧なされここがと十左衛門は杖で地面を打った。ここが七十郎の死体を捨てたところです。七十郎はここで野ざらしになったのですぞ。 草むらの中の底だけ、約一坪ばかり、裸の地面が現れてい、十左衛門は、そこへ杖を突き立てたまま、見えない目で貝を睨んだ。七十郎が何をしようとしたか、原田殿はご存じであろう。彼はご家臣ではなかった。一粒の淵をもいただいてはいない。しかし、お家を毒する悪人があり、それを除かぬ限り、六十四万石は安泰でないと見て、 鱗の見ながらこれを中殺しようとしたと、十左衛門は、恋を震わせていった。お家を毒する悪人が誰であるかということも、その人間を除かぬ限り、64万石が安泰でないということも、渦中で知らぬものはなかった。心あるものは皆知っていて、しかも、誰、一人手を下そうとしなかったことを、諸子である七十郎が決行しようとしたのだ。 十左衛門の濡れた方が、黄昏の肩明かりを映して光った。七十郎は、諸埋めの恥を受け、極に囚われ、ち首となって、死体をここへ捨てられたと、十左衛門は言った。この非道な仕置きは、国郎の名においてなされた。原田殿、あなたは国郎だ。この、告白無残な処刑の責任はあなたにもある。いや、あなたにこそ、 あれほど七十郎に信頼されていたあなたにこそ、最も大きい責任があるはずだ。それで気が済むなら、存分に私を責めるがいい。その口だと、十左衛門は、歯をむき出して叫んだ。その、取りすました首相げな口ぶりで、人を狼絡し、満着してこられた。だが、私は、もう騙されはせぬ。盲人は、顔色音声によって、真偽をくらまされることはない。 あなたがいつかここへ来たられることも分かっていたしどういう気持ちで来たられるかということも分かっていたのだ原田殿この場だけでもよい偽りのない本心を伺おうではないか松山の門戸殿が一緒だと甲斐は門戸を目で招きながら言ったここで話したいことがあって案内を頼んだのだがちょうどいい折りだ十左衛門にも聞いてもらうとしようご本心でしょうな 自分のことではなく、万事以来の出来事が、どういう意味を持っているか、今、それがどう動いているか、ということを知ってもらいたいのだ。モンドがこっちへ来た。草を踏み分ける音で、モンドの近づいてきたことは、分かったはずだが、里見十左衛門は、会釈もせず、骨張った肩を怒らせ、挑むような固い表情で、貝の話し出すのを待っていた。ようやく、 黄昏の色が濃くなり夕霧に覆われた草原では虫の声が聞こえ始めたカは低い静かな声でゆっくりと語り出した2人に話すというよりも自分で自分に話しかけるという調子で要点のところだけやや声を強める他はほとんど独白に近い口ぶりで語っていたモンドは釣りを地面に立て 足元を見たまま聞いていたが、貝の話すことの重大さに圧倒されたのだろう。顔色は次第に青ざめてき、その額には汗のにじみ出てくるのが見えた。十ュー・サイモンも、非常な驚きに打たれたらしい。杖に支えているムが硬直したように動かなくなり、下唇が下がって、半ば開いた口から、激しく深い呼吸の漏れるのが聞こえた。貝が語り終わると、 獣左衛門は杖を片手に持ち替え、ムクロオキと立て直した。私にはそのままは信じられませんと、獣左衛門がえぐように言った。これまで幕府が多くの大名を取りぶしてきたことは知っております。しかし、それはすでに終わったことであって、今なおそのような作望があり、ことに、仙台という由緒ある大半に手をつける、などということがあるでしょうか。 斐は答える前に深く息を吸い込み空を見上げながら静かにそれを吐き出した涌谷様も初めはそう言われたと斐は穏やかにうなずいた十左衛門が納得しかねるのも無理ではないだが事の起こりからを考えてみれば分かるまず綱宗様に対するほとんど無根拠な見跡と後目を決めるについての難題だそして同時に 二方面に手が打たれた。一は、堺公が一の関に与えた、三十万石分与の密約であり、一は、幕府閣僚の暴行が、松山を呼んで、密かに、その密約を告げたことだ。一の関に三十万石分与、十歳門が、頭をかしげながら反問した。そんなことが、事実あったのですか。あったのだ。よもや風文ではございますまいな。 堺公と一の関とでとかわした証文があり、司祭あって、その一通を私が持っている。紛れのないものですか。紛れのないものだと、甲斐が答えた。もちろん一枚の紙切れだから、動かぬ証拠とは言えないだろうし、堺公にはたやすく否定することができるだろう。ここが眼目なのだ、いいか、この密約が交わされると同時に、幕府閣僚の暴行が、 ひそかに松山を呼んで、そういう密約のあることを告げたのだ。カイはモンドを見た。モンドは、大きく目を見張ったまま、黙って、話の後を待った。暴行とは誰人です。名は言えない。いや、聞かせてくださいと、十左衛門は遮って言った。ここまで話して、それだけを隠す必要はないでしょう。誰ですか。名は言えないが、 その頃は将軍家おそば衆で、東大十善人の一人と評された人だ。十左衛門はふむいたが、すぐに、くぜ大和の神、と、口の中でつぶやき、顔を上げて、問い詰めるように聞いた、くぜ公ですか。名は言えないと、甲斐は繰り返した。その人は、松山を呼んで、堺公と一ノ関との密約を告げた上、残った三十万石のうち十万石を誰。 五万石を、誰と、伊達家の一門一家に属する数人の名を挙げ、これらに分与される約束ができているようだから、その人たちにも警戒を怠らぬがよい、と忠告されたそうだ。暴行が松山に伝えた忠告は、好意から出たものかもしれないと、会は続けた。しかし、その情報がどこから出たかということを考えてくれ。暴行は、現に幕府の閣老であるし、 その忠告は、立家一門一家の間に疑惑を抱かせ、互いに離反させるような意味を持っている。これは、仮に暴行は行為でしたことだとしても、その情報が巧みに仕組まれたものだ、ということは推察がつくだろう。十左衛門は低くうめいた。双方に打たれた手は、ほぼ予想通りに運んだと、甲斐は言った。一関は、三十万石の欲につられて。 次々と渦中に紛争を起こした我々は暴行の忠告に縛られていて一門一課のうちどの人が加担しているか分からず従って根本的な対策が取れないいつも後手後手と追われるより仕方がなかったしかしそれでと十三門が乾いた声で問いかけたそれで一体堺公は何を得ようというのですか前に言った通り 仙台64万石の海域だこの太平の世にですか。権力はどんらんなものだと、海は答えた。必要があればもとより、たとえ必要がなくとも、手に入れることができると思えば、容赦なく手に入れる。権力は、どんなに肥え太っても、決して飽きるということはない。慶長以来、幕府が、どういう風に大名を取り潰してきたか、いかに、 無条理で容赦がなかったか、ということを考えてみるが、いい、今度の場合も、堺公一人の思案ではなく、首謀者は、おそらく出森の仏なと思われる。堺公は、亡き出森の意志を継いだものであろうし、ここで、もし伊達か解役に成功すれば、かが、薩摩にも手をつけることに違いない。門戸は頭を垂れた。それは、十左門は眠をのみ、 見えない目で貝を探り見ながら聞いたそれは原田殿が推察されたということでしょうな私は事実から目を背けないだけだしかしそれが単なる推察でないとしたらどうして早くその事実を告発しなかったのですか、もっと早くそれを告発していたらこれまでに払われた多くの犠牲は避けられたでしょう 七十郎とその一族の無残な最後も、避けられたのではありませんか。そうかもしれない、だが、それなら、どこへどう告発したらいいか。カイは、ささやくような声で叫んだ、どこへだ、十歳門、どこの誰へ告発したらいいのだ。これまでに、カイが、そんな声で物を言ったことは、一度もなかった。十歳門は、長い間、 親しく会に接してきたが、そのように鋭い、そして悲痛な響きのこもった声を聞くのは初めてであった。杖を持った手を震わせながら、細い首の折れるほど、十左衛門は、低く頭を垂れた。それは、二点診療タスカン。第三水準一の九十二の五十六。出ることのできないものですか、と、モンドが、初めて口を切った。何か二転、二点診療タスカン。 第三水準一の九十二の五十六出る方法はないのですか一つだけある。伺わせてください。耐え忍び、耐え抜くことだ。何を、どう耐え抜くのです。一ノ関の手を抱かいは、どこを見るとも、なく目を上げ、静かな口ぶりで言った、幕屋様と、周王と私とで、相談した。その結果、私は、一ノ関の懐へ入って、 彼らの鬼とをつぶさに探り、これを、楽屋様と周王に知らせた上ことを未然に防ごうということになった。するとあなたは、十左門が、食いと顔を上げ、大きく息を吸いながら言った。あなたは、やはり、七十郎や私を、いや、七十郎や私までも騙されたのですね。誰とは限らない、人に話すのは、これが初めてだと、斐が言った。 枠屋様と王と私と王私この三人以外には話さない約束だった柴田劇殿は幕屋様からあなたが一関の与党になったと聞かされたそうですが十左門はどうだ七十両はどうだ甲はゆっくり反問した家中でそう信じている者は少なくないだろうそれが役立ってきたのだ一関は洋書へ庁舎を配っている 楽屋や松山や自分の身辺は特に厳しく監視されていた。従って、自分が涌谷や松山と疎遠になったことも、七十郎から絶好されたことも、十左衛門が去ったことなども詳しく報告された。私は、一ノ関の庁舎を逆に使ったのだ、と斐は言った。こういうことは、私にはいとわしい会は、眉を潜めた、実にいわしい。 十左衛門はうなずいた。妖怪といたわりを込めたうなずきのように見えた。だが役には立ったと、会は続けた。この年月の間に起こった紛争の多くが、ひょうて沙汰になれば、六十万石の命取りになりかねないものだった。一例だけ挙げれば、鬼役三人の独死だ。もちろん、神仙台気味の召される全部だから、地毒となれば大事中の大事だ。 これは絶対に潰さなければならない。私は強引に押し切って、単純な食中毒ということに、した、地毒は、入念に計画されたもので、一の関は、すぐさま、医師の甲の動炎と、その子二人を打ち首に処した。従って、食中毒とすることは、極めて困難だったが、それでもどうやら押し切ることができたのだ。石地の争いも、同じ手ですか。 うん。会は低くうめき、それから疲れたような調子で言った。あの時席を知らせた目つけ役は、今村義太夫らだと聞いたが、全太夫は、渡辺金兵衛や渡辺七兵衛らと共に、早くから一の関に飼われていたも、同然な人間だった。七十郎も、それは知っていたはずで、あれが紛争を起こすための罠だということを、どうして見抜けなかったか。私には、その方が、 むしろ不思議に見えたくらいだ。ああ、と、十左衛門が食いしばった歯の間から言った。ああ、七十郎、七十郎。甲斐は、穏やかな。しかし、苦痛を潜めた表情で、十左衛門に近寄り、そうして深い体液をついた。耐え忍び、耐え抜くということを忘れないでくれと、甲斐は言った。もしも七十郎が、望み通り一の関を仕留めたとしたらどうだ 一関は、伊達家の貢献役というばかりではない、堺公の親族である。上に、名目だけにせよ、幕府時期さんの大名だ。仕留めたとすれば、七十両は本望だろう。しかし、伊達六十万石は無事には済まない。ことによると、改易の口実を与えるかもしれないぞ。海は、ちょっと休んでから続けた。念には及ばないだろうが。 ここで話したことは忘れてくれ。これまで通り、十左門も私に近寄るな。松山とも往来はしない。すべて、従来のまま、私を、一ノ関の与党として扱ってもらう。わかったな。モンドはそっとうなずいたが、十左門は、黙って顔をそけた。モンド殿に言っておくと、カは、モンドを見ていった。これからも、一ノ関はいろいろと手を打つことだろう。 だが、決して、歯向かったり、対抗したりしてはいけない。それは、彼らの思う壺にはまることだ。火を放たれたら手でもみ消そう。石を投げられたらむくで受けよう。切られたら、傷の手当てをするだけ。どんな場合にも、彼らの挑戦に応じてはならない。ある限りの力で耐え忍び、耐え抜くのだ。これは、亡き周防殿の意思として、覚えていてもらいます。 モンドは静かに抵当した。カは、ふむいて、十左衛門が、ここだと、杖で打った、裸の地面を見守った。そうして、誰かに囁きかけるような、低く、柔らかい声で暗唱した。このほど心差しこうて、宿老のため囚われとなり申し、こう、いにしえの応答のごとく、苦しみを受けそうろえども、後のよきくもの、がん らんことあるべからず、少しも悲しみはなきものなり。それは、七十郎の遺書の一節である。十左衛門の目から涙がこぼれ落ちたが、声は出さなかった。七十郎は、七十郎らしく死んだと、甲斐は十左衛門に言った。彼は、自分が、烈士として後世に残ることを信じていたのだ。彼のために悔やむことはないだろう。十左衛門、これからは、 身の保養に努めるが、いい、なが、話で日が暮れてしまったようだ、帰るとしようか。どうぞと、十左衛門が会釈し,した。私は、せがれが迎えに参ります。どうぞお先に。甲斐は、じっと十左衛門を見守った。すっかり平静になった目つきで、もう会う折りはないなとでも言うように、ご表紙ばかり見守っていて、それから、モンドと一緒に去っていった。 獣左衛門は頭を傾けてじっと二人の去ってゆく気配を聞きすましていたがやがて杖で地面を探りながら小川の方へ歩いて行った幅六尺ばかりで底の見える小さな流れだったが足の間に流れ感情が作ってあった細い篠を四本立て白いさらし木綿が張ってある雪倒れの死者などがあった時 供養ののために道端へ作るるものであるがサイ衛門は探り足で近寄ると杖を置いてしゃがみ手を伸ばしてひ釈を取ったそして流れの水を汲んでその水を晒し木綿の上へ注ぎかけながら初めておえつの声を漏らした今の話を聞いたかとサイ衛門は口の中で言った聞いたな七十郎お前も俺も 原田殿にくらまされていた。だがよかった。原田殿の本心があの通りなら、俺がくらまされるぐらい、なんでもありはしない。これでいい。俺は、死んでも死にきれない気持ちだったが、これで、やっと息がつける。よかった。よかった。七十郎、お前もこれで成仏できるだろう。真っ暗になった草原の彼方に、橙だい色の火が一つ現れ、それが揺れながら、 ゆっくりとこちらへ近づいてくると、ちょを持った289歳になるたくましいムクロつきの侍の姿が、肩あかりに浮かび上がって見えた。草のすれる音を聞きつけた十左衛門は、ひしを置き、懐かを出して顔を拭いてから、杖を取って立ち上がった。勘五郎か、と十左衛門は呼びかけた。勘五郎、俺はここだ。闇夜の匂い。 カが大町の屋敷へ帰ると、片倉隼人が、楽屋から密使が来ていると告げた。カはうなずいて、風呂へ入ると言い、そのまま、居間の方へ行った。今には安んがついていて、その脇のところで、うのが、カの着替えを揃えていた。カは、中の間と境の襖際に立てちょうって、ちょっと不審そうにうのを見た。うのは目を上げて微笑し、 それかから挨拶を述べたうのかと海が言った。は海を見上げて瞬きをした。見違えたと海が言った。大層大人びて見えたので、誰かと思った。海はおっとりと微笑し、肌着と合わせた紺染木綿の一衣を取って立ち上がった。縦脇様が落ちを釣っていらっしゃいましたの。海はいつものゆっくりした口ぶりで言った。 仙台へお届けしたいとおっしゃいましたら、おばあさまが、私に行ってこいとおっしゃいました。もうアが下り始めたのか。美しい、見事なアでございますわ。帰ったらつかみに行こう。つかみに、ですか。淵にある深い岩の隙間などでヒレを休める。それを潜って行って手でつかむのだ。うのは、まだ見たことがなかったか。はいと言って、 ウノはまたた微笑し海の楽しそうな口ぶりが子供めいていておかしくなったらしいしかしすぐ真面目な調子になり帯具合を直してやりながら行ったおばあさまからお手紙を預かってまいりました母から手紙だって江戸版の時でさえ母から手紙の来ることなどはめったにないので海はいぶかしそうに海を見た 奥山大学様がおいでになりましたから、と、うのは言った。多分そのことではないかと存じます。かは、にわかに重い疲労を感じた。いつのことだ。昨日でございました。かは、風呂にはいると言った。お背中を流しましょう。いや、それには及ばない。かは、首を振って、出て行った。うのは、風呂場の外に待っていて。 やがて貝が上がってくると浴衣を着せて汗を拭いまた別の浴衣に帰るというふうに三度それを繰り返してからつねぎを着せた甲斐は逆があるから食事を少し待つようにと言いうのの顔をちょっと見つめてそして風呂舎を出た片倉隼人が貝を導いていったのは邸内の家商長屋の一軒で元矢崎と練りの住んでいた家であった これは矢崎の住居だな。矢崎でございますと、早人が囁いた、中におります。海は、立てちょうって、足元に目を落とした。とねりは、去年の春、軽く召し上げの上追放になった。それはこしらえられた罪であった。おそらく、うちの関が糸を引いたものであろうし、海を試みる手段の一つと思われたので、 罪が不明確なものであったにもかかわらず、カは黙って見過ごしにした。それから、1年半、雪絵も知れなかったトネリが、今、楽屋の密集として来たと聞いて、カは、少なからず、気持ちが動揺するのを感じた。は言ってゆくと、カビ臭い部屋の中に、トネリは、予想のまま座っていた。薄暗いあんの光が横から。 彼の日に焼けた顔をぼんやりと照らしており、ひれ伏して見上げる目に、涙のあふれ出るのが認められた。カは座ると、すぐに、無感動な調子で、使いの様向きを聞いた。トネはふ箱を差し出した。カは、自分で、その箱を開け、中から書状を取り出した。それは長いもので、広げると十尺に余るほどあり、紙面が真っ黒に見えるほど。 細字でびっっしり書き込まれてあった隼人、海は、読み始めると、間もなく、振り向いて片倉隼とに行った。船岡から、鮎が届いているそうだ。届いております。舎人には久方ぶりであろう。禅の支度をして、ここへ運ばせてくれ。隼人は承知して立ち上がった。楽にしろと、海は舎人に行った。そして書状を読み続けた。 トネリは、ひそかに貝の様子を見た。瓶の辺りの白髪が、少し目立ってきたようである。額のしわも深くなったようだし、頬の辺りには、やや、肉のたるみさえ感じられるようであった。穏やかで温かい中に、発情のような強靭さを潜めていた僧帽が、今は屈託しずかれた老人、といった風にしか見えなかった。お年は、まだ50前のはずだ。 舎人は、そう思って、安全と目を背けた。伊達明の手紙は、地境論の経過を述べたものであった。秋の領地の東田郡涌谷は、伊達式部の領地である、留郡寺池と接していて、博文3年この方、3箇所に、地境の争いが起こっていた。そのうちの2箇所、留郡阿古渦と東田郡お里村の件は、秋の譲歩によって落着したが、 式部はそれで味を占めたように物軍の深谷でまた問題を起こしたそこには元から式部領の飛び地があり秋の領地と接していたが式部はその領境を犯して十兆部余りを和光半右衛門という藩士に与えたそこで秋は式部に抗議をし式部は逆に秋の不当を鳴らしたこの争いは 四年四日にわたるもので、現在では、軍部業の山崎平太左衛門が預かり、国労による採決を待つことになっていた。秋は、右の行く立てを詳しく記した上、今度は官人なりがたいと書いていた。堺論を預かった山崎平太左衛門は、秋の親族で外重帝にあたる。式部が、紛争を山崎に預けたのは、 山崎が軍部行だということより、秋の親族であるという点に目をつけたからで、結果の理不利にかかわらず、山崎と秋との関係を逆用しようとする意図によるものである。無論、式部一人の知恵ではあるまい。後ろに一ノ関がいる、と秋は書いていた。初めの境論の時から、一ノ関が式部を先導していたのだ。式部宗友は、 隠居した綱宗のイボ兄に当たるから、一門であることの単純な自尊心を刺激すれば、自分の思うままに動くことを、一関の兵部はよく知っている。従って、今度また譲歩するとすれば、式部は、さらに両境を浮かすに相違ない。今こそ覚悟すべき時だ。手紙の文字は、そこから力強く、太くなっていた。この境論は、 伊達家中に紛争を起こそうという兵部の工作の一環であり今度は山崎平太左衛門を巻き込むことによって幕屋を窮地に追い詰めようとするものである式部が一門を盾に取るなら秋にも一家の面目があるしここでまた屈服することは彼らの野望を増長させるばかりでなく紛争をますます複雑反差にし 収拾のつかない状態にまで持って行かれる危険が明らかにうかがわれる。ここは彼らの逆を取る機会だ。これ以上の因人は、かえって破滅を招く、と秋は書いていた。堺論の国労表情は、できるだけ伸ばし、いよいよ採決となったら、寺井家の身分になるようにしてもらいたい。その上で、自分は幕府へ訴え出るから。 老中表情となったところで、船岡が、堺港と一関との密計を突きつける、ということにしたいと思う。時期については、来年、亀千代様が元服されるので、それが済んでからの方が良いであろう。自分は、10月に仙台へ出るつもりでいる、詳しいことは、その時直に会って相談したい。手紙はそう結んであった。会は読み終わるなり、 その書状に、あんの火をつけた。それを見たトネリは立ち上がって、部屋の隅から火よけを持ってきた。カイは、火よけの中で注意深くもしてから、火箸できれいにハエを鳴らした。今日、里見銃左にあったカイは、暗い壁の方へ、目をやりながら行った。失明して、ムクロもすっかり憔悴しているようだった。トネリが何か言おうとしたとき、 辻村又之助と堀内大助とが食事を運んでき、貝はそれを隣の前に並べさせた。炙り直した鮎に、鶏吸い物に、馬に、香の物という禅で酒がついており、貝が一度だけ酌をしてやった。堀内大助が給仕をし、隣はゆっくりと飲みながら食事をした。銃左には、 七十郎の死が答えたようだと、カは言った。顔が合えさえすれば、二人はよく口論をした。七十郎はからかうのがうまいし、銃左はすぐ向きになる。赤くなって怒ると、七十郎は面白がってますますからかう。いつも、決まって喧嘩になるが、あれほど仲のいい連れも珍しかったろう。今でも目に見えるようだ。今日、無残にやつれた銃左を見て、 七十郎の死が、いかに大きな痛手だったかということが分かった。そういう会の話を聞きながら、どネリは、心の中で感謝した。会が言っているのは、銃左と七十郎のことではなく、自分が、不当な罪で罰せられたこと、また、それを防げなかったことについて詫びているのだということが分かるのである。口に出して詫びなどを言われたら、返事のしようもないし、 おそらくくいたたまれなくなるだろう貝はそれをよく知っていてその気持ちを全く無関係な話に託しているのだ。とネリはそう思っておとなしく貝の話を聞いていた。やがて食事が終わり大助が膳を片付けて去ると貝は温かい目でとねりを見今どこにいるのかと聞いた。楽屋様のお口添えで 山崎殿の役宅におります山崎とは、軍部行の山崎平太左衛門殿です。幕屋様がそこへと、甲斐はいぶかしそうに言った。どういうご思案だろう。不都合でもございますか。山崎は、今、幕屋と寺井家との境論を預かっていて、おそらく、の席から厳しく監視されているにそういない。しかし、 私を知っているものはないと存じますが。いや危ないと、甲斐は首を振った。今日は、長沼玄宿というものに、死罪の処置が決まった。舎人は知らないだろうが、玄宿は、その父の罪によって、追放となったにもかかわらず、親族の計らいで城下へ戻り、江戸邸の中に寄宿していたことが分かったのだ。長沼と申しますと、江戸の分番。 幕府や他の諸公との公的取り次ぎをする役に全米という者がおりましたがその親族だ全米は原宿を帰宿させた罪で過禄没収追放ということに決まったと甲斐は言った記憶しているものも少ないようなこんな古い出来事でさえ摘発される舎人の場合はまだ月日も経たずまして山崎は一関の手中にあるようなものだ 失礼ではございますが、堺論を山崎に預けたのは、山崎が、涌谷様の延辺にあたるからで、そのために、山崎が窮地に立たされるだろうということは、涌谷様自身も知っておられるのだ。涌谷様がですか。手紙にもそう書いてあった。すると、ドネリは、貝を見上げた、何かご思案があるのでしょうか。江戸へ行くがいいと貝は言った。 涌谷様へは、私が申し訳をする、ここから、まっすぐに江戸へ出て、湯島の家へ行くがいい。私は、来年の秋には出府するが、お前のことは、刈谷に頼んでやる。涌谷様に、どんなご思案があったとお思いですか。わからない回は、片手を伸ばして、空の日よけをなで、それからにっと微笑した。すると、唇の間から、わずかに、 白い歯が覗いた、いや、わかった、漠屋様がお前をよこしたのは、お前を私に返したのだ。トネリは目を細めた。お前の落ち着く場所を私に任せるという意味で、お前を使者に選んだのだ。私はそうは思えませんと、トネリは言った。それなら、そうと、漠屋様から話があったはずです。いやと、トネリは、貝が何か言おうとするのを遮った。 私は山崎殿へ戻ります。私は私なりに何かお役に立つことがあると思いますから。カはちょっと間を置いてから言った。そういう役目はない。お前は原田の家将でもなし、もう伊達の家臣でもないのだ。私は原田家の家将です。直臣にあげられましてからも、自分ではずっと原田家の家将のつもりでおりました。 それならなおさら、私の言うことを聞けないはずはないだろう。お前は、火力没収の上追放になった。これからは、自分の身を立てることだけを考えればいいのだ。なおおみとしては、追放になっても、原田家から追放された覚えはございません。そういう言い方を私が好むとでも思うのか。私は原田家の家勝です、とネリは、顔をかばらせた。 よしそうでなくとも、こなた様が、ご家名もご一名も投げ打って、伊達六十万石の安泰を守り抜こうとなすっておられるのに、自分だけが身の安全を考えるなどということは、私にはできません。酔っているのか、と、海が聞いた。私の申し上げたことは、お分かりになっているはずです。もし酔っているのでなければ、私が、そんな言い方を好まない。 ととといいうことを思い出してくれとは言った私は船岡の看守として当然しなければならないことをするだけだ。仮名や一命をかけてなどという悲壮な決意もないし自分の能力以上のことをやろうとするわけでもない。お前は無実の罪を着せられ追放になったことで思い詰めた結果物事を実際より課題に感じそのためにのぼせ上がっているのだ。 私がのぼせ上がせっておりますか同じような例がある。塩沢丹三郎がそうだし、伊藤七十郎がそうだ。それを考えてみるがいいかいは、深い息をし、声を和らげていった。丹三郎が鬼役に上がってからも、危険だと思われた時には呼んで、お役を休むように注意をした。しかし、彼は一切受け付けなかった。彼には、独死することが本望だったのだ。 七十郎の場合も、その通り、赤字の争いは企まれたものだし、そんなに騒ぎ立てるほどの問題ではなかった。七十郎は、胆力もあり、頭もいい人間だから、事の裏にあるものを見抜けないはずはないのに、のぼせ上がって一ノ関視察などという、無謀なことを企てた。甲斐は片手を振り、その手を、はたと膝へ落としていった、丹三郎は満足だったろう。 バカな七十郎も自分の名が後世に残ることを信じ満足だという意味のことを一緒に書いているバカな感情を鎮めるためだろうカは言葉を切ってしばらく沈黙した丹三郎はまずともかく七十郎の死は誤っている彼は侍の意地とか面目とか本文などということで自分をそそのかしかけたカはそう言いかけて いかにも、にがにがしげに顔をしかめた。そういうことを口にするのが、自分で恥ずかしく不愉快なのであろう。顔をしかめながら、嫌なものでも吐き出すような調子で続けた、意地や面目を立てと押すことは勇ましい。人の目にも壮烈に見えるだろう。しかし、侍の本文というものは、官人や辛抱の中にある、生きられる限り生きて、ご奉公をすることだ。これは 侍に限らないおよそ人間の生き方とはそういうものだいつの世でも真実国家を支え守る立てているのはこういう官人や辛抱を人の目につかず名も現れないところに働いている力なのだカはとねりを見たとねりは両手を膝について深く頭を垂れていた今我々の当面している問題はとカはまた言った 突き詰めた一年や壮烈な行動などで解決できるものではない。とねり、お前は無実の罪を着追放になったことで役目を果たしたそれで十分だ明日ここから江戸へ行けそして自分の身を立てる工夫をするがいい分かったか分かりましたとねりは頭を垂れたまま答えたこなた様の極心をよそに離れてまいるのはつらあございます。 誠につらございますが、よし、それでよし海は後を聞きたくなかったのだろう。とねりの言葉をさえぎって立ち上がった。今村山騎兵をよこす辻村平六もいる。風呂を浴びてくつろいだら、三人でゆっくり話すがいい。私は江戸へ出てから会うことにしよう。とねりは両手をついて貝を見上げたが、海は目を背けたまま出て行った。その夜。 貝は眠れなかった疲れきっていて身も心もぐったりしているのに神経だけが気味の悪いほどさえ目に見えない巨大な何かが現実に自分の上へ崩壊してくるようなはっきりしない不安が繰り返し襲いかかるのを感じるのであった楽屋をなだめなければならない涌は汚がしたままそうつぶやいた楽屋の考えは 白羽の上を裸足で渡るようなものだ聖のだ対立は千に一つか万に一つというくらいであろう。堺論で幕府老中の表情に持って行くことは伊達家中の太り締まりという非難を受ける。その時堺と兵部との密計を持ち出すとして老中が果たして受理するかどうか。仮に受理されたとして老中がどういう態度に出るか。 いや、受理することはあるまい回は、枕の上で、そっと頭を振った、六十万石を揺りつぶそうという企みが、学郎全体の防御でないとしても、ことが表面に出れば、幕府の威信に関わるから、おそらく一個も与えはしないだろう。密敬を持ち出すには、薩摩と香川味方につけなければならない。それには、まだ事実が必要だ。 薩摩と加賀が味方につくかかどうか加賀へは一度手がかりをつけてみたが話に乗る様子は全くなかったもちろんはっきりした話はしなかったし遠極に打診してみた程度であったが手を握るには多くの事実と努力が必要だということははっきりしたどうしても楽屋をなだめなければならない会はしばらくしてまたそうつぶやいた どうしても、だが、どうなだめたらいいか。満願寺の鐘であろう、9つ、午前0時、を打つのが聞こえ、それから間もなく、海は、起き上がって茅を出た。家の中は寝静まっていた。海は、船岡でも、ここでも宿直を置かない、次の間から縁側へ出、そして庭へ降りていった。曇っていると見え、空には星一つなく。 足元もわからないほどの闇夜であった。夜に濡れた芝生ではコオロギが泣きしきってい、貝が歩いて行くと、その周りだけ急に泣きやむが、歩み去ると、すぐにまた泣き続けるのであった。暗いな、と貝はつは呟いた。すると、誰かが答えるように思った。まるで、今我々の置かれた立場のように暗い。貝は立てちょうった。 そこは芝生の端くれで、もみの木の植え込みにかかるところだった。そのもみも船岡から移したものであるが、どういうわけか寝つきが悪く、数年すると枯れてしまう。今あるのは、5年ほど前に移させた若木で、数は30本ばかりあるが、まだ、竹も78尺ぐらいしか伸びていなかった。いつ、どこで聞いたろう。貝は 闇の一点を見守りながら記憶の糸をたぐってみた。すると、モニワス王の面影が目に浮かんだ。そうか、やがて貝はつぶやいた、湯島の家の寝間だったな。奥見の寝間だった、と貝は思った。大変のあった万治三年の十二月、忍んできたス王に向かって、貝は国労辞任を勧めた。その話の後で、ス王がそう言ったのだ。 この闇世には火が一つあればいい。だが我々にはその一つの火さえもない。その時の周王の声や姿が暗い闇のつい底にあるように思われ、海は立てちょうったままじっと息を潜めた。何かが貝の周りでにった。それはごくほのかなアルカナキカの匂いで静かに優しく彼を包むようであった。海はふとし息をついた。 カは自分がいかにも弱く、無力で、しかも困拝しきっているのを感じた。どうなるのだ、スオウとカは口の中で呼びかけた。どうなるのだ、これからどうなってゆくのだ、スオウ、俺は続かない。俺はもうくじけてしまいそうだ。俺は一人だ。頼る者も,もなし、相談する者も,もいない。今では、楽屋までが重荷になろうとしている。 ス俺をこんなことに巻き込んだのはお前だ。そして自分は先に死んでしまった。涌屋とお前と俺と3人で力を合わせてやるはずだった。それが今は俺一人だ。言ってくれスオとカは口の中でまた呼びかけた。どうなるのだ。これからどうなってゆくのだ。カはじっと耳を澄ました。まるで。 周防の答えを聞こうとするかのように、海は自分が虚脱していることを知った。何か確かなもの、自分を支えてくれる柱のようなものを欲しいと思った。懸命に追いかけていたものが、追いつけないと分かったときのような絶望と、反対に自分が追われていて、ついに追いつかれそうになったときのような恐怖とが、前後から同時に締め付けてくる。 その圧迫する力の強大さと、避けることができないという事実の下で、カイは、あれ知らずうめき声を上げた。その時また、あのほのかな匂いが、ふんわりとカイを包んだ。それは、過去から呼びかける声のような、極めて淡く、ほのかな、ほとんど現実のものではないような匂いであったが、カイには、それが何であるか、ようやくわかったという様子で。 静かに背をまっすぐにした。うのか、と、カが言った。はい、うのの答える声がした。カはそちらへ振り返った。闇の中にぼうと白く、うのの一重がにじんで見えた。どうしたのだ。お庭へ出ていらっしゃいましたので。起きていたのか。眠れませんでしたの、と、うのは言った。おじさまが寝苦しそうにしていらっしゃいますし。 おばあさまのお手紙のことが気にかかって、どうしても眠ることができませんでしたの。私の寝苦しいのが、どうしてわかるうのは答えなかった。かいも、自分の問いが不必要だったことに気づいた。うのの寝床は離れているが、どうしてわかるかなどと聞くことはなかったのだ。おじさまとうのが囁いた、おばあさまのお手紙は、悪いお知らせでございますか いや、気にするほどのことではない。何かまた、嫌なことでも起こるのではございませんか。奥山大学のことだと、海が言った。しかし、うのには、関わりのないことだし、うのが心配しても、何の役にも立たない。そんなことは、気にしないでいいよ。うのは、はいと言った。おいでと、海は両手を広げた。海のその動作は、 暗くて分からないはずであるが、うのは静かな足取りで、まっすぐに来て、広げられた両手の中へ、柔らかに身をすり寄せた。うのの体は、溶けてしまいそうに柔軟で、暖かく、軽かった。うのと、かいが言った。おじさまと、うのが答えた。これで二度目だな、とかいは思った。芝の両原因で、一度抱いたことがあった。 病原院の功労家で、うのはまだ13歳であったが、育ち始めたからだの、なだらかな、線や固い丸みが、吸い付くように密着し、そして、海は自分とうのとが、最も深いところで、放ち難く結ばれるのを感じたのだ。おじさま死んではいや。うのは、その時そう言った。今、うのは21になる。海には江戸版があって、 1一年交代の人気がしばしば伸びるし、帰国しているときでも、2人だけで話すという機会はごくまれであった。こうして抱くのは8年ぶりのことだが、2人が疎遠だったという感じは、会には全くなかった。今抱いているからだの、むくみを通じて、うのは、やはり彼に呼びかけていた。死んではいや、おじさま、どうぞ生きていらしって。 その声が現実に聞こえるように思って、カは抱いている腕に力を込めた。宇野は、ぴったりと身を押しつけ、カの腕へ頬をすり寄せた。カは、深く息を吸い込み、仰向いて、その息をそっと、静かに吐き出した。おじさまと、宇野が言った、抱かれているために、その声は、何かを口に含んでいるような、こもった響きを持っていた。 今度、江戸へいらっしゃるときに、お供をしていってはいけませんでしょうか。船岡が嫌になったか。いいえ、お側にいたいだけですの。難しいな、と、かは言った。難しいが、考えておこう。今度はいけませんわね。さあ、と、かいは抱いている手を離した。もう行って寝るとしよう。宇野は黙っていた。わかっているだろう、うのかは。 囁くように言った。いつか青根の宿で言った。私はいつもお前と一緒にいる。こちらにいても江戸へ行っても私はいつもうのと一緒だ。覚えているね。うのがはいと口の中で答えた。甲斐はしばらく黙っていた。何か言いたりないことがあってそれを思い出そうとするようであったがうのにはもう言葉などの必要はない。 ということを感じたのであろう。いつもの穏やかな声に返って、歩き出しながら行った。おいで、夜露に当たると悪い、行って寝るとしよう。うのは、黙って、貝の後から、ゆっくりと、コオロギの泣きしきる芝生の上を、ゆっくりと歩いていった。伊達屋敷消防。黒田玄四郎は、帳簿を片付けてから、筆と硯を洗うために立ち上がった。 廊下を隔てたところに水屋があるそこは環状部屋の専用で大きな水亀がめが二つあり三尺に六尺の立ち流しがあって飲み水の補給は言うまでもなく環状型のものが鮮明したり汗を拭いたりするための斑槽で作りの縦棒が下に突き抜けている第四水準2の13の28なども備えられ。 その世話をする水番の小物が2人いた。玄四郎が筆や硯を洗っていると、太田弥平が来て、声をかけた。弥平は、同じ勘定方に勤めているが、支配付きという役目は名ばかりのものらしく、ほとんど仕事はしなかった。身分は盤頭角で、年は26になる。勘定部屋で仕事らしい仕事はしないが、剣術は、 堺家中でも抜きんでてよく、野牛の道場でも上位の腕らしい。彼は、早くから、玄四郎に好意を持っていて、暇があると話しかけ、しばしば連れ出して、食事をおごってくれる。剣術も強いようだが、酒もよく飲むし、酔うと話が順位いので、玄四郎は、なるべく断るようにしているが、何しろ、新参ではありした役なので。 三度に一度くらいは付き合わなければならなかった。黒田はまだいたのか、と、野平は、大きな声で呼びかけた。いつも残ってするほど、仕事を押し付けられることはないぞ。俺が支配へ話してやろうか。いや、今日は特別です。いつも特別か。人が良すぎる野平は、右手に持っていた刀を腰へ刺した。黒田は、まだ、新参ということを気にしているんだろう。 そいつは、やめた方がいい。私分に取り立てられてからでも、ずいぶん経つ。もう五年以上になるだろう。まだそうは経ちません。そんなすずり洗いなんか、部屋盤にやらせればいい。さあ、支度をしてこないか、一緒にちょっと出よう。玄四郎はうんざりした。弥平は、ごく単純な性分で、玄四郎が自分を避けようとしていることなどは、全く気がつかない。 誘いかければいつでも喜んでくると信じきっているようであった。今日は少し勉強したいことがあるんですがと玄四郎は洗ったすずりと筆を拭きながら言った。またこの次のことにしてくれませんか。まあいい勉強する年でもないだろう。待っているから支度をしてこいよ。いや勘弁してください。 ゲ様に頼まれた写し物をしなければならないんです。ゲン郎は、きっぱりした調子で言った、もう四五日かかりますから、済んだらお供をします。ゲって、支配の松本さんか。そうです。何がしとかいう光家から借りられた広安礼節という古写本で、講義の礼式を書いたものですが、今月いっぱいに写して返さなければいけないんです。そんなものが、 勘定役支配に何の用があるのかな弥平は鼻を鳴らした。まあいい、それならまた次のことにしよう。玄師郎は会釈し,して、役部屋へ戻り、机の周りを片付けた。それから身支度を直し、刀を持って出ると、廊下の向こうに太田弥平が待っていて、一緒に中の口から出た。実はちょっと話があったんだが、と歩きながら弥兵が言った。 ズバッと言ってしまうが、縁談なんだ。いや、まあ待て、黒田のことは聞いている。これまで、幾度も縁談があったのに、みんな辞退するばかりでうんと言わない。だから、近頃は、誰も、その話をしないっていうことは聞いている。だが、もう黒田だって30だろう。そうより好みをしている年じゃないじゃないか。より好みではありませんと、玄四郎は。 倒枠したたように答えた皆さんのご厚意はありがたいのですが何しろまだこの通りそれを言うな黒田は必ず出世をする感情方だけではなく黒田源氏郎の評判は大変なものじゃないか知ってるんだろう冗談を言わないでください知らないと言うなら嘘だ知らないなんて言わせないぞ腰元どもが金を犯して 中の木戸の垣き越しに文をつける、それも五度や十度ではない、ということ、を俺はちゃんと知っているんだ、まあ聞けよ、俺はそれをとめるんじゃない、黒田が相手にしないこともわかっているよ。つまるところ、腰元などがつけぶみをするのは、黒田の男ぶりにもよるだろうが、家中の評判の良いことの証明でもある、とや平は言った。源郎は、 脇の下が冷たたくなるように思った滝雄は別として屋女中からつけ踏みをされたことはいくたびかある。もう何年も前のことだし人の口にのった様子もないから誰一人知るものはないと思っていた。どうして分かったのだろう。それが不審であるよりも知られていたことによる自分の危うい立場を考えて玄四郎はぞっとした。 ズバッと言ってしまえばと野兵は続けていた俺の女房の妹をもらってもらいたいんだ年はちょっと言ってるが器量もそう悪くないし家柄は万頭でずっと奥勤めをしている奥方好きで大層お気に入りだというから将来何かの時に役立つだろうおい野兵は弁解するというよりやり込めるというふうに言った女房の淵で出世するような人間じゃない ななどと言うつもりなら間違いだぞ俺はそんなことはこれっばかりも考えてはいないしまた工事性が変わってきた以上出世する機会は何によらずものにするのが本当だ長屋門のところへ来ていたので源四郎は立てちょうった弥平がつけ組のことを知っている理由が分かったのでほっとすると同時に彼の単純さが微笑ましくなり 穏やかにうなずきながら考えておこうと答えた。人には言えない心眼があって当分は結婚しないつもりでいるんですがと源四郎は言ったなおよく考えてみた上で改めて返事をします。心眼とは古風じゃないかまさか的気持ちというわけでもないだろう。そのうちに返事をしますと言って源四郎は別れの会釈をした。56日のち 牙に当たった日に、源四郎は、移し終わった広安礼節をもって、支配の家を訪ねた。松本劇は出資していたが、妻女に引き止められて、内客の間でしばらく話した。するというその妻女は、男のような気性で、良人の劇よりも、すべてがハキハキしていた。この夫妻は初めから親切で、身辺の面倒も見てくれるし、 しばしば食事に招いて、自由のできるように計らってくれた。劇は温厚な人で、そういう取りなしはうまくなかったが、西女は、それを十分に補っていたし、玄四郎を引き立てる接待ぶりは、見事なものであった。茶火を出すと、すぐに、西女は微笑しながら、太田弥平から、何か話があったろう、と切り出した。彼女の話ぶりはちょっと変わっていて、 右の言葉を次のように言うのであった。話があったでしょう。何かと、ここで一度区切るのである。この間、大田野兵殿から、そうでしょう。ありましたと、玄四郎は答えた。構いませんよ。少しも、断ったって、と、西女は言った。私は嫌いです。器量自慢で、頭の良すぎる女は、殿方のためにもよくありません。少しでも。 愛情のある娘ですよ。妻に選ぶのならね。私は主人にすまないと思っています。こんな可愛げのない、パサパサした女を妻に持って、本当ですよ。私たち夫婦がいい証拠です。それは少し違うと思いますが。分かっています、おっしゃらなくっても。あなたの用とすることはね。と、妻女は公然と微笑した。こんな話を始めたのは。 あなたに伺いたいことがあるからなんです。どうか忘れてください。私たち夫婦のことなどは。お茶を召し上がれ。源四郎は茶をすすった。私に聞かせてくださいますか。あなたのご本心を黒田さんとつる女は言った。私たちに隠していらっしゃる何かの訳があるのでしょう。どうしても結婚できないという。そうでしょう。それは、と源四郎は目を伏せた。 それは聞いていただきたくないのですが、私だけにでも、理由があまりにめめしく、未練なものですから。西女は、探るように彼を見守り、およそのことを推察したのであろう、いたわりのこもった目つきでうなずいた、言い方でしたのね、よほどと西女は言った、今でもいらっしゃるんですか、お国の方にでも、いや、知らないのです。 お国の方でではないんですかせっかくのお尋ねですけれども、この話には触れないでいただきたいのです。そんなにと、妻女は、口の中で言い、片手を筒にして口へ当て、ちょっと咳をした。ようございます。主人から聞いておくようにと言われたんです。いい縁談があるものですからね。でもわかりました。ようございます。主人へは、私からよく申しておきます。 玄四郎は黙って抵当した。お幸せね、その方と、西女は言った。お茶を替えましょう。菓子をおつまみなさいましな。まもなく、玄四郎は糸間を告げた。世間は平常に動いている。外へ出ると、彼は、そう思って探索した。劇の西女は、彼が、昔の女に未練を持っていると、推察した。それは、 彼の暗示にかかったもので、彼の言葉を、そのまま、いかにも女らしく解釈したためであるが、そういう誤解をするのは、彼女が、平常な生活をしているためである。大田弥平もそうだ。無論、支配の松本劇も、そうだ、と彼は思った。彼らは、みんな、平常で、安穏な生活の中にいる。朝は、 健康な気分で目を覚まし、家人が腕を振るった食事をとり、出資すれば、一日のジムに精を出す、同僚と楽しく茶飲み話をし、快く疲れて帰る。それから風呂に入り、子供をあやし、うまい夕食を食べて、知人のところへ、ご将棋をしに行くか、妻と2人で、ゆっくり酒にするかする。寝間は静かで暖かく。 眠りは妨げられることもなく深い。家計が窮屈だとか、少しばかり出世が遅れているとか、同僚とのちょっとした不和家族の間のつまらない感情のもつれ、などということのほかに、大した不満や不平もないだろう。それが生活というものだ。源四郎はそう思った。世の中の大多数の人たちは、そういう生活をしている。そしてまた、 そういう人たちの中にはそういう生活に飽きてもっと生き生きした冒険や刺激のある生き方を求めるものもある。だがそれは安穏で無事な生活の中にいて現実の呵責なさを知らないからに過ぎない。彼らのすぐ隣には別の生活がある。そこには生きることの不安や恐れや貧困、病苦、悲痛や絶望がせめぎ合っている。 開婚や憎悪や復讐心などのために心の焼けただれる思いをしている人たちがいる。これらの人たちは乾いたものが水を求めるように静かで平安な生活に憧れている。どのようにささやかであろうとしっかりした根のある落ち着いた暮らしがしたいのだ。この俺がそうだ。原始郎は心の中で言った。俺自身がその一人だ。 主人の原田海の胸を受けて、俺は、この境家へ住み込んだ。はじめは、足軽、それからサーフでのできるのを認められて、勘定部屋へ上げられ、私分に取り立てられた。この間に、足軽組頭や、勘定役支配や、周囲の多くの人たちから好意を寄せられ、彼らの世話になり、信じられてきた。俺が、この屋敷へ住み込んだのは、 歌の上忠清とその側近の同棲を監視するためでこの屋敷の人たちとは敵同士という立場にあるし現にもう滝尾の手によって密渓の証文を盗み出しているこれから何かことがあれば彼らを裏切らなければならないだろうしかもそのために彼らの行為をつなぎ彼らに信頼されるように努めなければならないのであるこれは 耐えがたくつらいことだ裏切るために人の行為や信頼をつなぎとめるということはつらい。俺はそういう辛さを五年余りも続けてきた。この年月自分に課された義務と裏切ることの罪悪感とのいたハ挟みになっている苦痛がどんなに耐え難いものであるか知っているものは一人もないだろう。そして俺がどれほど平常で。 安穏な生活を求めているかということもそうだと源四郎は心の中で訴えるようにつぶやいた俺は平安で静かな暮らしがしたいこの感じは手で撫でることができるほどはっきりしている絶えず人の話に聞き耳を立て邸内の出来事に目を配っているようなこんな生活から抜け出してしまいたい俺一人なら 今この瞬間にでもそうするだろう、玄四郎は、声に出してつぶやいた。俺一人なら、だが、あの方がいる。あの方は、俺などとは比べようもないほど、苦しい、困難な立場にいるのだ。モニワス王殿に死なれてからは、その困難さも、幾く倍かになっているに違いない。彼は、立てちょうって空を見上げた。侍の道のためには、 不中不信の名も感受しなければならぬ場合がある。甲斐はそう言った。俺の頼みは無法なものだ。しかし、どうしてもそうしなければならない、ということを分かってくれ。そしてまたこうも言った。こういう時侍に生まれ、俺のような主人を持ったのが不運だった。俺を憎め、俺を恨め、だが役目だけは果たしてくれ。常にない激しい表現で、 会はそう言ったのだ。今日まで玄四郎を支えてきたのも、その言葉と、言葉では表せない貝の苦渋を知っているからであった。おかしなものだと、つぶやいて、玄四郎は、唇を曲げた。あの時俺は自害するつもりだった。原田夫人のために腹を切るつもりだったし、この境家へ入るにあたっては、一命を捨てる覚悟だった。それが、今は、 こんなに平安な生活に憧れている人間とは弱いものだ。あれだけの覚悟をしたにもかかわらず、わずか5年余日、安穏な暮らしをしてきただけで、その暮らしになれ、その暮らしを壊したくないと思うようになる。そして、正直に言って、あの方さえいなければ。原子炉は、急に口をつぐみ、びっくりしたように、左の方へ振り向いた。 笠木ぎべをへてた向こうは、小物長屋と馬役の小屋が並び、その後ろに馬屋がある。今、その小物長屋のあたりから、人のもみあう気配と、喉いっぱいに叫ぶ、誰かのしゃがれたわめき声が聞こえてきた。話せ、俺は乱暴はしないと、そのしゃがれた声は叫んでいた。俺は、妹に会いたいのだ。よ人にそう取りついでくれ、妹の名は滝きという。 俺は柿崎六郎兵衛というものだ。両人に取り次いでくれれば分かる。なんだ、どうするんだ、話せ。おい、貴様よく聞けと、小物の一人の言うのが聞こえた。貴様の言うその滝尾という女中は、何年も前に、このお屋敷から出奔した。いいか、これは、何十遍となく言い聞かせたことだ。そうだろう。それは事実ではない。 そんなはずはないとしゃがれた声がやり返した。妹が、俺に無断で出奔するはずはない。それは嘘だ。玄四郎は、そこまで聞くと、塀について歩いて行き、木戸を抜けてそっちへ行った。お宮の兄だ。いつか池の旗の茶屋で、滝雄から話を聞いたことがある。名は記憶していないが、滝雄の兄といえばその人であろう。 そう思って近づいて行くと、ほとんど、小事記に近い格好をした、盲目の浪人者が一人、小物たちに、左右の手を押さえられたまま、狂ったようにわめき立てていた。わからないのか、俺は妹に会いたいんだ、そして、六郎兵衛は、歯を剥き出した、妹を出せ、滝を出せ。面倒だ、つまみ出してしまえ。小物たちがそう言うと、 六郎兵衛が大活し、腕を押さえていた二人が左右へ跳ね飛ばされ、そして六郎兵衛は刀を抜いた。抜いた刀身が秋の日を映して、キラッと鋭く光り、玄四郎は声をかけながら近寄っていった。その人は私が引き受けたと、玄四郎は小物たちに言った。私がよく話すから騒がないでくれ、乱暴はさせない、大丈夫だ。六郎兵衛は、 こっちへ向き直った。彼はひどく変わっていた。眼球のない、2つの黒い穴になった目使い古したなめし革のように、しわたるんで、つやのない皮膚、そぎ落としたように肉のこけた骨張った顔、そうして、白く乾いてひび割れた唇の間から、醜く剥き出されている黄色い歯など、全く見る影もないという姿になっていた。原子郎は初めて会うのだが、 お宮の話から想像していた風貌とはあまりに違うので、これが本当に柿崎六郎兵衛だろうかと、ちょっと疑わしくなったくらいであった。どうか刀を収めてくださいと、玄四郎は静かに言った。滝尾殿は、事実ここにいないのです。その訳を話しますから、一緒に外へ出てください。貴様は、誰だ、妹のことを知っているのか。知っています。 まず刀を収めてください。ここを出てから話しましょう。六郎兵衛は刀を収めた。手が震えるのと、目が見えないのとで、鞘へ収めるのに暇がかかった。手を引きましょうか。いやと、六郎兵衛は首を振った、その辺に杖があるはずだ。小物の一人が、向こうに落ちている杖をしゃって、持ってきた。それは、握りごろの太さに、 長さ五尺ほどの、かなり重みのある菓子の棒で、使いようによっては武器にもなりそうであった。玄四郎は、その杖を渡し、ゆっくりと歩き出しながら、この屋敷の中へよく入れましたね、と聞いた。もう五十六度も来た、ゾロクロ衛ベが答えた。盲人なので気を許しているのだろう。小物長屋に用があるというと、そのまま通す。 とがめられたことは一度もなかった、と六郎兵衛は言った。堺邸を出て、神田橋三角から三河町へかかるまで、六郎兵衛は、しきりに首をかしげたり、口の中で、ぶつぶつ独り言をつぶやいたりした。行き来の人たちは、六郎兵衛の姿を見ると、大抵の者が道を避けながら、気味悪そうな目で眺めた。そうか、不意に六郎兵衛が立てちょうって。 玄四郎の方へ顔を向けた。そうか、わかった、思い出したぞ。玄四郎も立てちょうった。なんです。貴様のことだ。何年か前に妹から聞いたことがある。貴様は、宮と密通していた男だ。そのことも話しますと、玄四郎は、なだめるように言った。人たちがしますから、もう少し歩いてください。落ち着いたところですっかり申し上げます。 酒を飲ませろと六郎兵衛が言ったそうしましょうと原四郎は答えた。皆、川町に花菱という奈良茶の店がある。茶漬けを売る店だが、寄合のために貸す座敷もあり、酒魚の注文にも応じた。貸し座敷はしばしば禁止されたが、すでに世間の必要なものになっていたので、実際には数が多くなりつつあるくらいだった。 花火師は武家屋敷に近いので、茶漬けだけの客よりも、座敷へ上がって飲む客の方が多く、玄師郎も太田野平に連れられて、幾度か来たことがあった。私は黒田玄師郎というものです。小座敷へ通って、酒魚が運ばれてきてから、玄師郎は、六郎兵に釈をしてやりながら、まず名を名乗って話し出した。はじめに言いますが、私は、 滝生殿と密通したことなどはありません。それはあなたの間違いです。よし、言うだけ言ってみろ。私は新参者で、堺井家に仕えてから、まだ5年余りにしかなりません。源四郎の口ぶりは平明で、飾り気がなかった。ご承知の通り、屋敷の中は厳しいので、私は滝生殿のことは全く知らず、顔を見たこともありませんでした。彼は、 向う島で初めてお宮に会った時のことを語った。お宮はその時一人の浪人者につかまり揉み合っていたがけ離されて土手から転げ落ちた。自分は牛のお前へ行った戻りですぐに包みの下へ降りお宮のところへ駆けつけた。それで浪人者は諦めたのだろう包みの上からこっちを見ていたが待たせてあったかごに乗って。 立ち去ったそんな話は聞いた覚えがないと六郎兵衛が言った浪人者とはどんな人間だ網傘をかぶっていたし離れていたのでよく分かりません滝尾殿もいきなりかすわれようとしたとしか言いませんでしたが玄四郎はそこで記憶をたどるようにちょっと休みそれから思い出していったそうですその男は片腕でした片腕だって 右の腕がないようでした。左手は見えましたが、右の袖は、全袴に挟んだままでした。確かに片腕だったと覚えています。六郎兵衛は、歯をむき出し、まるで呪詛のうめきのように、歯と歯の間からつぶやいた、石川兵庫会か。ご存知の男ですか。酒がないと言って、六郎兵衛は、酒好きを突き出した、話を続けろ。 それから、お宮に誘われて茶屋へ行き、お宮の方で自分を知っていたこと、これからも時々会うという約束をされたこと、自分も嫌いではなかったので、幾度か外で会ったことなどを、原四郎は語った。あの時だな。六郎兵衛は思い出していた。あの時だ、お宮が宿下がりできて、伊達家に、若気味の袴着の祝いがあり。 その機会に毒を盛る計画が進められているということを告げた。お宮の様子はすっかり変わっており、それまでの地堕落さや清めかしさは全く見られず、兄である自分に対してもはっきりと目を上げて物を言った。また男ができたなと俺は思った。六郎兵衛はその時の問答をおぼろげながら思い出すことができた。私は。 これまで、あなたの言うなりになってきた。けれども、今日限り、自分の望ましいように生きる。これからは、もう、あたしのことはまさにしないでくれ。お宮は、きっぱりとそう言い切った。この男だ、こいつがいたからだ。六郎兵衛はそう思ったが、不思議なことに怒りは起こらず、腹から、すっと力が抜けてゆくような、しらけた気持ちで聞いていた。 私と滝尾殿との関わりはその程度までで、間もなく、滝尾殿は屋敷を出てしまったのです。玄師郎は、証文のことを隠すために、自分の顔が赤くなるのを感じた。はっきり申しますが、どうか怒らないでください。滝尾殿には、私の他に男があったのです。私は、その男に会いました。池の旗の茶屋でしたが、滝尾殿が、 その男を私に引き合わせたのです。お宮が、引き合わせたって。まだ若い男で、玄四郎は口籠もりながら言った、滝夜殿より年下でしょう。長人風で、名は新八とか言いました。六郎兵衛は動かなくなり、逆きを持った手を膝に置いたまま、かなり長いこと、じっと息を潜めていた。それから、急に我に返った様子で、 源四郎に釈をさせ、続けさまに3杯、あおりつけるように飲んだ。それはいつのことだ。3年前の夏、6月のことでした。それで、それから間もなく、滝尾殿は、屋敷から出て行かれたようです。私は、ずっと後で聞いたのですが、ことによると、その時そのまま、新八という男と立ち退いたのかもしれません。 詳しいことを聞くわけにはいきませんでしたから。新八とは、バカなやつだ、六郎兵衛は、うつろな声でつぶやいた、人もあろうに、あの生蔵な新八とは。失礼ですが、元四郎は、六郎兵衛に釈をしてやって、それから来るように聞いた、あなたのことは滝尾殿から伺いましたが、失明されたということは知りませんでした。ずっと以前からご不自由だったのですか。 その話はするな貴様には関係のないことだと、六郎兵衛は独々しく言った。それよりも、宮のやつが江戸にいるかどうか、知っているなら、正直に言ってもらおう。知りませんと、玄四郎が答えた。六郎兵衛は、じっと耳を澄ましていて、もう一度言ってみろと言った。私は知りませんと、玄四郎は素直に答えた。私は、あまり外へ出ませんし、 外出しても、これまでに滝尾殿を見かけたことはありません。隠しているな、六郎兵衛は、唇をゆがめた、その声はまっすぐではない、貴様は何か隠している、少なくとも、宮の居所を知る手がかりを隠しているだろう。玄四郎は黙った。湯島へ行けば消息は分かる、池の旗の茶屋であったとき、新八は、湯島の家の世話になっていると言った。 今でもそこにいるかどうかは知らないがもし湯島の家を出たとしても行って聞けばどこにいるかは分かるに違いないだがそれを教えることはできないと源氏郎は思ったお宮がこの兄のために押し付けられた苦労女として最低のところまで落とされた上なおその首に錠をかけられていたような状態を思うとどんなことがあっても この兄の手には返したくない、と源四郎は思うのであった。おい、図星だろうと、六郎兵衛は畳みかけていった。貴様は、正直者らしい、栄会邸からここへ来るまでの、することや言うことを聞いていると、正直で一本気だということがよくわかる。だが、正直であればあるほど、何か隠したり、嘘をついたりすることは増えてだ。ものの言いよう。 声の調子にすぐ現れる。貴様は、宮の居所を知っているはずだ。そうだろう。私は知らないと、玄四郎は、静かに言った。知らないことは事実だが、居所を知ることはできるかもしれない。それが本音だ。しかし、私にはそれは言えない。釈をしてくれと、六郎兵衛が言った。酒の後を頼む、貴様者目。 もうたくさんだ、原子郎はきっぱりと言った。私は飲まないし、付き合うだけは付き合った。金は預けておくから、一人で飲むがいい。私はこれで帰る。よし、帰れ、帰ってみろ。六郎兵衛は低い声で、突き刺すような、冷酷な調子で言った。だが、これで縁が切れると思ったら間違いだぞ。貴様は、坂井家の町、名も黒田原子郎と覚えている。俺は、 毎日でも、境手へ押しかけて行くぞ。玄四郎は唾を飲んだ。おい、玄四郎と、六郎兵衛は、半身を乗り出し、嘲笑するように言った。貴様、俺の妹に何をした。俺の妹に何をしたんだ。それは初めに言ってある。私と滝尾殿とは、それだけの縁だ。二人の間には、今話したこと以外に、何もなかった。では、 この振る舞い手は何だ何のために俺の機嫌を取り手を飲ませるなぜだ六郎兵衛はそこで囁き声になった。それはな、貴様が宮に何かしていて心にとがめることがあるからだ。そうだろう。いかにもあなたらしいと玄四郎は言った。滝尾殿から聞いた柿崎六郎兵衛という人間がようやく面を脱いで現れたようだ。俺の言ったことに答えろ。 答えたいが、予想うげ郎は、刀を持って立ち上がった。あなたを、屋敷で小物たちから助け、ささやかだが、ここで酒を振るまったのは、私の寸志だ。俺を、憐れんだというのか。私は、人間を侮辱することは嫌いだ。ちょっと待て、貴様怒ったらしいな、そう言いながら、六郎兵衛は、片手で刀を探した、気の短い男だ。 こんなことですぐに怒るやつがあるか、まあ座ってくれ。原子郎は、六郎兵の刀を脇へ押し合った。金は、この店へ預けておくと、彼は、もう一度言った、ゆっくり飲んで行くがいい。そして、屋敷へ押しかけてくると言ったが、私の方は構わないから、いつでも来てくれ。俺の刀がないぞ。あなたの探さなければならないのは刀ではないと。 玄四郎は静かに言った。今も、これから、先も、あなたに必要なものは他にあるはずだ。そこをよく考えるがいいだろう。おい待て、ちょっと待て、六郎兵衛は、片手を差し伸べた。まだ話すことがある。待ってくれ、俺は貴様を誤解したようだ。もう少し話そう。俺は、おい、黒だ。六郎兵衛は、口をつぐみ、耳を澄ました。 廊下を遠のいてゆく足音が聞こえ、それからどこかの座敷で人の話したり笑ったりする声が聞こえた。しくじったな、ザ崎と、六郎兵衛は自分に言った、いいやつらしかったじゃないか、どうして怒らせたんだ、うまくやれば金づるになったかもしれないのにさ。しばらく黙っていて、自分で自分の心の中を見つめるように、じっと頭を垂れ、やがて。 ゆっくりと、首を、右へ左へと振った。バカを言うな、と、六郎兵衛は喉で言った。こんな姿になって、この上いたわりや憐憫を買おうというのか。おい六郎兵衛、しっかりしろ。貴様あんな青二歳の憐憫が欲しいというのか。なんだ、クソあんな甘ったるい声を出す野郎より、いっそ、石川兵庫会の方が、よっぽど男らしいぞ。 六郎兵衛のムがギクッと縮み、その顔全体が凄まじくいがんだ。石川兵庫会という名で、両眼を突き潰された時の苦痛を思い出し、それが生々しく、全神経に反射を呼び起こしたようであった。原田海を呼び止めた時だ。場所は源助町だった、と六郎兵衛は思った。原田海を呼び止めた時、 石川と島田一蔵が現れた。それから汐めの堀畑へ行った。堀は水がいっぱいで煮足線が二層もやってあり、その上で船頭たちが何かしていた。船頭の中に白髪の老人がいた。その老船頭がこっちを見た。と六郎兵衛は思った。こちらの様子が異様なのに気づいたのだろう。白髪の老人が何かいい。 その二層の船の上にいた他の船頭たちも立ち上がってこっちを見た「おい」と六郎兵衛は手をたたきながら声いっぱいに怒鳴った「誰かいないかおい」返事の声がして廊下を急ぎ足に女が来た「客が混んでいるので」とわびながら女は禅の上へ監督っくりを置き尺をした「知るわがあるだろう」 ございますと、女が言った。あら、何も召し上がらないんですか。汁碗を開けろ。それで飲む。では別のを持ってきます。いいからそれを開けろ。でも、ここでは開けようがありませんから、ちょっと行って持ってきます。立つな、と、六郎兵衛は言った。貴様客を長老する気か。ご無理をおっしゃっては困ります。 私はただ大きいので召し上がるというので持ってきますと申しているんですからよしじゃあ俺に汁椀をよこせ女が汁椀を取って渡した六郎兵衛はその蓋を取って女に返し椀の中のものをいきなり脇の方へぶちまけたまあひどいと女が震え声で言った随分なことをなさいますね酒を注げ 六郎兵は、その腕を差し出しした。しかし女は返事もせず立ち上がるなりバタバタと廊下を走っていった六郎兵衛は片手を伸ばしそろそろと監督栗を探しようやく探り当てたが持とうとすると倒してしまったええと彼はうめいた面倒だそして腕を力いっぱい投げつけ前にある禅を手でひっくり返した ワンは、壁に当たったらしい、コツンという音がし、放り出された皿小鉢が、荒々しい音を立てた。そこへ、廊下を小走りに来る足音がし、女が、若い男を二人連れては行ってきた。この人、まあ、と、女が叫んだ、ごんよ、こんなひどいことをして。やろうと、一人が言い、他の一人が、まあ待てと、静止した。 お侍さんと、その静止した若者が言った、お前さんこんな乱暴なことをして、この店に何か一種でもあるのかい。六郎兵衛は黙ってい、男の一人が横へ回るのを、気配で感じ取った。ここは神殿だと、同じ若者が言った、お膝元でも、一番気の荒い土地だ、変な真似をすると、侍だって、容赦はねえ、半殺しの目に合わされますぜ。 何も異種などはない六郎兵衛は震えながら言った。にわかめくらの上に勘が悪くて、つい手が滑ったのだ。野郎と横の方で、別の若者が怒なった。この野郎、しらばっくれるな。待てよサブと、前の若者が抑えた。相手は、目くらで手が滑ったと言ってるんだ。そうでしたねお客さん。すまなかったと六郎兵衛が言った。帰るから感情をしてくれ。 もういただいてありますと、女が言った。お連れ様からいただきましたし、お預かり分もあります。あちらでお渡ししますから、どうかお立ちになってください。そうか、と、六郎兵衛は言った。では刀を取ってくれ。俺が持ってるよ、と、横にいる男が言った。店を出たら渡すから歩きな。用心がいいな。口替えに刃物は怖いからな。サブと、 もう一人の若者が言った。さあ、いらっしゃってください。お客さん。六郎兵衛は立ち上がった。店で草履を履くとき、女が盆に乗せて釣り銭を持ってきた。六郎兵衛は、座敷を汚したから、その台に取っておけ、と言った。女は、そんなものはいらないと答えた。お連れの方から預かったんですから、どうか持っていらしってください。女はそう言って。 ボの上のものを包み、六郎兵衛の左のたもとへ入れてやった。ようございますか。ここへ入れましたからね。落とさないようになさいましよ。六郎兵衛は外へ出た。店から十軒ほど行ったところで、刀を渡された。六郎兵衛は、それを腰に刺すと、西へ向かって、杖を突き歩き出した。あの船頭たちは見ていた。潮とめの堀畑で、 兵庫海に目をやられたとき、船頭たちは、船の上から眺めていた、と六郎兵衛は思った。すると、激しい屈辱感のために、鋭く胸が痛み、像が、血管の中で脈を打った。不思議なことには、その時のことを思い出すたびに、兵庫海にやられたことより、その船頭たちに眺められていたということの方が、彼を深く傷つけ、 骨がきしむほどの屈辱感を与えるのであった。石川は男らしくやった。六郎兵衛は、口の中でつぶやいた。男らしく勝負をして、そして俺が負けたのだ。だが、黒田玄四郎、あいつは、俺を哀れんだ。俺を哀れに思って、酒を振る舞い、金まで恵んでいった。金を恵まれた、ということが、六郎兵衛の思考を大きく転換させた。 これまでだな柿崎六郎兵衛もこれまでらしいなと彼は思った彼は今でも元の道場に住んでいるがこの半年の間に金は使い果たしたし雇い人も置けないから荒れ放題に荒れて近所では無事な屋敷などと呼んでいるようであった宮のやつがそういうことだとするとあとは古じきでもする他に生きる方法はない 黒田に金を恵まれたのは、小敷の第一歩が始まったことだ。この事実から目を逸らすな。これが現にある事実だ。しかも、俺は、その金を受け取った。いや、受け取ったのだ。紙に包んでたもへ入れられた時叩き返すこともできたのに、そうしようとさえしなかったのだ。一席が最後だ。伊達兵部へ行って、ただの内善か。 うまくいったら新妻隼人を捕まえ少なくとも100均は召し上げてやろうこれが最後だと六郎兵衛は自分に言った歩いて行きながらたもの中で紙包みを開き数えてみると小粒が2つに銭が幾枚かあった2分とちょっとかと彼はつぶやいたするとみんな合わせて2両足らずだな前には金とは思わなかったが 突然、何かにつまずいて転びそうになり、六郎兵衛は、苦痛のうめき声を漏らした。つま先を何かに突っかけたらしい。よろめいただけで転びはしなかったし、爪も無事ではあったけれど、骨まで響く痛さに、しばらくは、指がしびれたままであった。往来のことだから、人が見ていたであろう。子供たちの笑う声が聞こえ、ついで、後ろから、 馬だよ馬だよと怒鳴られた。六郎兵衛が身をよけると、すぐ、側を馬が通り過ぎ、馬の体の匂いが強く、まるで顔を撫で去るようにはっきりと感じられた。おい、子供たちと、六郎兵衛は、笑い声の下方へ呼びかけた。誰か行って籠を呼んできてくれ、打賃をやるぞ。彼は、たもから銭を幾枚か取り出し、手のひらへ乗せて差し出した。 すると、脇の方で、銭なんかおよしなさい、という男の声がした。籠は呼んできてあげます。子供に銭なんかいけません。どうかしまっておくんなさい。六郎兵衛は、そっちへ向いた。銭がどうしたと、貴様は何者だ。そんなに凄みなさんな、と、その声が答えた。無クロの不自由なものは、不自由なようにおとなしくするもんだ。八重平行。 この人を四つ角まで送って、辻籠に乗せてやんな。六郎兵衛は額を上げた。重ね重ねの屈辱で、吐き気のするほど激しい怒りに駆られたが、それは怒りというよりも、すでに、一種の快感に近いものになって、もっと徹底的に、自分が痛めつけられるのを見てやりたい、という衝動さえ感じ始めるのであった。柴田辻籠へ乗ると、 六郎兵衛はそう命じた芝野宇田川町だその辺へ行ったら酒の飲めるところへつけてくれ籠が下ろされるまで彼は冷静にそして生きり立って座っていた冷静に自分を観察し過去を改装しそうして今日堺邸から始まったそれまでの出来事を実際に思い返して自分を含めたあらゆるものに生きり立ち 籠に揺られながら微笑していた。ものにするぞ。彼は唇で微笑しながら思った。今日こそ、一の席をものにしてみせる。俺は、俺の好ましいように生きてきた。自分を抑えたり、我慢したり、耐え忍んだりしたことはない、欲しいものは即座に手に入れた。欲しいものを手に入れるためには、少しも遠慮しなかったし。 手段の逃避にも決してこだわらなかった。これが、俺の生き方だ。石川のために両眼を失ったが、俺自身を変えることはできない。俺をこじきにすることはできない。俺のこの頭を下げさせることは誰にもできないぞ、と六郎兵衛は思った。俺は俺なりに生きた。彼は、籠に揺られながらつぶやいた。これからも、俺の望むように生きていく。どこまでもだ。 何かおっしゃいましたかと、籠の後棒が聞いた。芋虫の這うような担ぎ方をするな、と、六郎兵衛は怒鳴った。急いでやれ。それから、ほぼ一国の地、宇田川橋にある伊達兵部の屋敷で、火事が起こった。火は兵部邸から出たともいい、隣接した町屋から出たとも言われるが、ひくれ前から吹き始めた強い西南の風に煽られ、たちまち炎症して、 田村右京邸を焼き伊達本邸を焼いた9月はまだ秋で火事の備えも十分ではなかったし西南の風が強くなるばかりで防ぎようがなかったのだろう町屋は源助町から芝口一丁目まで武家屋敷は幸橋三角まで焼けた立家は浜屋敷も全焼してしまい養君亀千代は側近の者に守られて 品川の下屋敷へ立ち退いた。火事は、あくる日の午前3時に収まった。談笑、14。申し上げます。内膳か、妖團中だ、急なようでなかったら後にしろ。恐れながら、涌谷殿が出布されるとのことでございます。涌谷が出布すると、ただいま、仙台より、大月西宮の旧氏が到着いたしました。 か、工場か。書状か詳しいことは書状をもって申し上げますが取り急ぎ工場にてということでございますよし聞こう。爆屋殿がこの正月広文十一年仙台において幕府奥に目付けに面会されたことはご承知のとおりでございます。知っている吉岡奥山大学が書状を出したすぐあとのことだ。 吉岡が訴状をですか隼人には話さなかったか存じませんでした。大学は三年前からしきりに自分の冤罪を主張し二度も国見付へ訴状を出した。これまでは国見つ付も受け付けなかったが今年の国見つ付はそれを受け取って老中へ届けることになったのだ。そしてまた幕屋殿ですか 幕屋は何を申し出たのだ堺論でございます。堺論だと、寺井家、式部宗友様,様との領地境の争いについて詳しく申し述べ、それは分かっている。その件について、老中への取りなしを願い出ましたところ、幕府から内名があって、事情を聞くために柴田劇が召されました。それも知っている。 柴田が仙台を立ちましたのが二十五日、それと同時に涌谷殿も、その在所において、人の祝宴を催しました。人の祝いとな。工場にそう申しております。では出布する気だ。また、同じ二十九日には、菩提書宴堂寺に石水和尚を訪ねて、自分の法名を、恋、未竜院徳王治虫とつけられたということです。 間違いない、いよいよ出布する気だ。以上でございます。よし、死者をいたわってやれ。今度こそ時節到来でございますな。早ともそう思うか。これまでに、幾度かそれらしいよりもございましたが、この度ほど事の重なった例はございませんでした。赤字の争いが口火だった。伊藤七十郎一族の処刑。 里見重左衛門の死と、その後目の問題、奥山大学の訴訟、今年には行ってからは、先ほど申し上げました、八代五郎左衛門ら5名の、国目付に対する豪祖、そして枠屋殿の出府、これだけ揃えば、もはや十分でございましょう。待て、内善の話でよく聞き損ねた、八代ら5名の豪祖を、もう一度聞こう。八代五郎左衛門、木幡源七郎、 総川八左衛門、井淵三郎衛門、大河内三郎衛門ら5名が、家中仕置きの不正について上昇したため、起任する幕府国目付を、その途中、伊達郡公の宿に訪ねて豪訴した、ということでございます。家中仕置きの不正か、うん、そうだったな、うん、はやと、まさに言う通りだ、これは揃ったぞ。幕宿のの出布も、おそらく、 社会論だけが目的ではございますまい。そうと思うか。たとえ追いぼれされたとしても、わずかな地境の争いなどを老中に訴え出るほど、幕谷殿は、無分別な人ではございません。やとは、本当にそう思うか。社会論は、老中への手がかり、誠の目的は、その裏にあると存じます。誠の目的とは、 申し上げてもよろしゅうございますか。俺にも推察はつくが、まず聞こう。私は、おそらく、岩沼、田村右京様とお上のお二人、つまり、両ご公権に対する非難の訴えであろうと存じます。岩沼と俺の非難。もちろん私の憶測でございます。待て、それは当たっているかもしれぬ。今、内善の申すところでは、 人の祝縁を張り、菩提寺の僧に法名をつけてもらったということですが、これは死を覚悟した証拠でございましょう。田舎者は苔脅しが好きだ。しかし、幕屋のじじいがそこまでやるというのは尋常なことではないかもしれぬ。馬や橋港へおいで遊ばしますか。案を練ってからにしよう。ご思案がございますか。今度こそものにしなければならぬ。 こんな機会はまた、とあるものではない、とすれば、こっちでも、十分に手を打って、外れることのないように、下ごしらえをしなければならぬ。船岡殿はいかがですか船岡、原田海がどうした始終を話して、お味方に引き込むのです。それはダメだ。私は、ずっと以前から目をつけていました。女将が信じ遊ばすようになってからも、 私は心許せぬ人物と見ておりましたが、そのために彼の力量が分かったと申しましょうか。今こそ彼をお味方に引き入れる時であり、それがうまく行けば、千人の味方を得るよりも大きい力になると存じます。会は今のままでいい。お口返しをするようですが、その必要はないことが成就した場合、馬屋橋の意向では、 俺が三十万石、立花家に二十万石、白石、片倉、小十郎に十万石を分与するということだ。それは、まだ、確たる取り決めではございませんでしょう。立花家は、まずよい、先の幸雪どの平野上忠重の奥が、小忠宗の女で、つまり、東大の酒井正元には、実母に当たるからだ。それにしても二十万石は多すぎるし。 白石への十万石は全く無駄だ。これは東一政に振り向けるつもりである。もちろんご意見次第でございましょう。もし、ここで会を引き入れれば、異なった時に、相当の画像をしなければなるまい。そんな代償を払ってまで、彼を味方につける必要はない。その話は無用だ。もちろん御意次第でございます。津田現場に使いをやれ。はあ。 明日、麻布の下屋敷へ来るように、俺は、今日、これからケンタユを連れて行くが、早とも汗まいるがいい、麻布で手ぬかりのないよう、よく相談をしよう。承知つかまつりました。乱中の魚。今度はお父様の名前ね、とかよは言った。や、そ、し、ま、か、つえ。一字ずつ、口で言いながら、かなり巧みな手つきで、 半紙の上に金文字を書いた。こうでしょう。読み直してごらんと、カイが言った。どれか、一筋が違ってイヤーしないか。カヨは、おちょぼ口を引き締め、大きな目を見張って、一時一時、拾い読みをした。もう八つになるんだな。カイは、杯を持ったまま、感情を潜めた眼差しで、カヨの顔をそっと見守った。カヨは、 ツンとしたた表情で貝を見上げたちゃんとかけていますよ、お父様。そうかなちゃんとかけてますからね、ほら。読んでみよう貝は、片手で半紙を取り上げ、そしてゆっくりと読んだ。あ、そ、し、ま、が、つ、え。ね、違わないでしょ。そうかなあそしまでいいのかないやだ、お父様かよは。 藩紙を貝の手から取り、読み直してみて、あ、いけないと言った、あとやと間違えちゃったのね、ああ、いけない、海とんぼ見たようだわ。かよは、机の上へ、新しい藩紙を広げ、座り直して、また筆を持った。海とんぼとは何のことだ。馬鹿見たような人のことですって、日本橋のおじさまがそう言ってましたわ。日本橋、貝やか。ええ。 仁助おじさまかよは振り向いていった日本橋のお店へ来る漁師がいてそれは葛西っていう遠いところから来るので自分でとった魚屋外屋なんか持って来るのでしょうその漁師や漁師のおかみさんなんかが来ていろいろな話をするときにそういうことを言うんですって本当は海どんぼやろうって言うんだけれどかよはそんなことを言ってはいけないんですねいけないだろうね それから、えイ、ー、ととかよは言った。それから、若い男の人のことをなあっこって言うし、女の人のことは、名のもとへ姉って言うんですって。かよならかよ姉っていう風に。では、私は数えなあー子か。いやだ、お父様、なあ子は、若い男の人でしょとかよは訂正した。それから、ええー、と、子供は、みんな、自分たちのことをおんだらって言って。 女の子もそう言うんですって。お組が魚を持っては行ってきた。またおしゃべりね、とお組が言った。お父様がいらっしゃると、何もかもお留守になるのね。あなたは、新書きはできたんですかはい、できましたと言って、かよは、机の方へ向き直った。今、お父様の名前を書いているところなのよ。いたずら書きはいけないでしょう。お組は、 炙り焼きにした山鳩の皿を、貝の膳の上に置き、調子に触ってみて、まだ冷めていないことを確かめてから、貝に釈をした。お組は、そうしながら、手習いの時には、手習いだけ、いたずら書きをしてはいけないと、お師匠様がおっしゃったでしょう、とかよに向かって言った。お父様の名前を書いていたのよと言って、かよは笑い出した。 そうしたら間違えてしまったのよ。やそしまの矢を間違えちゃって、阿弥陀様のあを書いてしまったのよ。ねえお父様。よして、と、お組は眉をひそめた。よして、ちょうだいかよさん。阿弥陀様と間違えたなんて、縁起が悪いじゃないの。あら、阿弥陀様なんてうにゃあしないわ。阿弥陀様のあと間違えたって。よして、よして、お組は怯えたように、悪あらしくさった。 どうして、そんな嫌なことを言うの、よしてちょうだいって言ってるじゃないの。何をそう向きになるんだと、かは、微笑しながら言った、仏壇に、三田の像を飾っているのに、阿弥陀というのが気になるなんて、お前の方がおかしいぞ。さぞおかしいでしょう、おくみは、涙ぐんだ目を背けた。あなたには、私の気持ちなんかお分かりにならないんですから。かよがいるぞ。どんなに、 あなたのことが心配だか、お組は、指で、目頭を押さえながら言った。世間の噂を聞くたびに、今にも大変なことが起こるのではないか、不吉な知らせ書きはしないかと思って、朝までまんじりともしない晩が、幾よ続いたか知れやしません。かよがいるぞ、と、甲斐が言った。子供に、そんなことを聞かせていいのか。お母様とかよが振り向いていった。 新学きができたから遊びに行ってもいいでしょう。私とすごろくをするはずじゃないかとカイが言った。ええ、そうなさいとおくみがカイの言葉を遮って言った。そこを片づけていらっしゃい。すずりや筆は自分でちゃんと洗うんですよ。カヨははいと言った。カイは杯を口へ持って行きながらカヨの方を沈んだ目つきで見守った。 親子の縁の薄い子だ、と斐は思った。今度は二年ぶりであった。土の居猿の年に、建屋敷が焼けたので、彼は、任期を早めて出府したが、屋敷再建のために暇がなく、湯島を訪ねたのは、あくる年の夏過ぎであった。その時は六歳だった。六歳の時すでに、貝は、もう、あまり斐につきまとわなくなった。 父とこの関係がいつ断ち切られるかわからないということを本能的に感じているのだろうかそう思ってカイは重い気分になった前にはよく甘えて彼を困らせた一時でも多く抱かれていようとし幼い知恵で彼の気を引こうと努めたその時はその時でやはり縁の薄いことを感じいているのだとカイは思ったものだ そうだ、あの頃もそう思った。甲斐は、自分の気持ちを振り返ってみて、密かに苦笑した。子供は何も感じてはいないだろう。伸びてゆく命は、伸びることでいっぱいだ。親との縁の薄いことを、感じ取るような隙間まはありはしない。自分がこんな風に考えるのは、馬鹿げた親の煩悩に過ぎまい。まさしく、煩悩というに過ぎない。 貝は心の中で苦笑した机の上を片付け道具をきちんと始末してからかよが遊びに出て行くとお組は濡れた目で貝を見つめながら聞いたあなたは世間の噂をご存知でしょう噂にはもう慣れているはずだ私がですか万事の大変があって10年この方私についての噂には飽き飽きしているはずだ 今度は、そうではございません。そうではないということをご存知でしょう。酒がないようだぞ。狩屋の兄からも聞きましたお組は、構わずに続けた、幕屋様が、訴訟のために出府を許されてから、ご不妻、土様の大名方で、いろいろと票があり、会津中将、星名正幸様でさえ、市の席が悪いと仰せられているということです。それは、 俊介から聞いたことか。兄は、根のないことを言う人間ではございません。お出入りする大名方の多くが、兵部様を避難し、あなたも一味のもので、兵部様と共に、御家中の仕置きを乱している、と言っているそうです。お組は、興奮のため、恋を震わせていった、お大名方ばかりではなく、市中の噂も、大抵同じようだということです。 カは黙っていた。これだけの噂が、ご家中に聞こえないはずはありませんと、おくみはさらに言った。もしこれを向かう水が、若い方たちが聞いたら、黙って手を束ねてはいないでしょう。きっとまた、品川のお下屋敷の時のような。カは、きつと奥見を見た、品川の下屋敷、そんなことを誰に聞いた。伊藤様から伺いました。七十郎 とは思った新左衛門が既得だというのでその病床を見舞った時彼は下屋敷で死角にあったことを七十郎に話したその自分はもう七十郎は甲斐に絶好を宣告した後でほとんど往来は絶えていたし七十郎ならそんなことを他言はすまいと信じたからであった七十郎はここへ来たのか国へ帰る時 ちょっとお寄りになったのですお前は何も言わなかった。寄ったことは内緒だと、伊藤様がおっしゃったからですと、お組は言った。その時伊藤様は、あなたが、今のような立場のままでいると、これから、先も決して安全ではない。いつ第2、第3の闇討ちをかけられるか分からない。よくよく気をつけるようにと、念を押していらっしゃいました。それはむしろと、言いかけて、 鯛は持っていた杯に目を落とした。その注意はむしろ七十郎自身がしなければならなかったものだろう、そう言おうとしたのだが、さすがにそれは死者への礼でないと思って話をそらした。これまでにもこのことはいくたびとなく話し合ってどうしようもないということはお前にもよく分かっていると思うがね。分かっていることと 絶え間のないこの心配とは別ですわと奥見は言った夜も昼も怯えて片時も心の休まる暇のないこんな暮らしには私はもうとても耐えてゆくことはできませんよくお聞き会はなだめるように言ったお前は私が闇討ちにされることを恐れているつまり私がいつ誰かに殺されるかもしれないということで怯えているそうだね 国老の職を辞任することはできるはずでしょうと奥美が言った松山様も一度ご病気という理由で国老職を辞任なすったことがございます私の言うことを聞いてくれいいえ私の申し上げることも聞いてください奥美の顔は青白くこわばり目尻がつり上がっていた船岡にいらっしゃる立脇様はもう二十五におなりです あなたが国老を辞任なさり、立脇様に後目を譲って、ご隠居をなすっても、決して早すぎはしません。世間では、ごく当たり前のことではございませんか。それは、その通りだ。ではなぜ、そうしてくださらないんですか。もう一度聞くが、お前が心配しているのは、私の死ぬことだろう。かは、穏やかに微笑しながら言った。私が誰かに殺されはしないか。 といいう心配で怯えている確かにその恐れがないとは言わないが人間は女と一つ寝をしていて死ぬこともあるんだよあなたはすぐそんな風にいやと甲斐は静かに首を振ったこれは冗談や軽口ではない現にあることを言っているんだ人の死に用は様々だ壮建な若者が流行病で急死することもあり恐れ多いが 天皇の御子も将軍家の姫君も、天下の名誉を集めながら、平凡な病気で亡くなることがある。狂人の歯にかかる者も,もあるし、転んで頭を打っただけで死ぬ者も,もある。私は、一度闇討ちをかけられたが、怪我もせずに助かった。もし、私に寿命があるなら、幾度闇討ちをかけられても、やすやすと死ぬことはあるまい。また、もし、寿命の尽きる時が来たら、お組の根まで、 あなたはそういう方よ。と、おくは、目頭を押さえながら、力のない声で言った。ご自分がそのように割り切っているから、女の気持ちなんか察してくださろうともしないのでしょう。あなたは、そういう薄情な方なんです。そういうことにして、酒をもらおうかね。と、甲斐は明るく言った。死ぬことを気遣われるより、生きているうち大事にされる方がいいからね。 奥蛛が立ってゆくと、貝は何を見るともなく、じっと空を見つめた。天皇の御子自分の言った言葉が、頭の中に、一種の波紋を広げるようであった。それは、静かに、円周を描くように広がり、やがてじりじりと一点に凝集し、はっきりと、その形を表した。貝は、じっと座ったままでいて、やがて低く。 口の中で囁いた。ご祭典の上皇。貝の目が、力のこもった、鋭い光を放つように見えた。寮の方に縦じわが刻まれ、唇がきっと引き金り呼吸が深く大きくなった。なるか、ならぬか、と彼は自問自答した。わからない。ご気少はお強くはないようだ。しかし待て、考えてみる値打ちはある。宝春門員も、まだご健在だ。 貝は立っていって障子を開けたやがてお組が缶鍋と調子を持ってきた調子を前の脇に置きこちらの火鉢に缶鍋をかけてから貝の方を見てそんなところにいて寒くはないかと聞いた気持ちが静まったのだろう声のトゲトゲしさも消えていたし顔色も常のように和らいで見えたお酒が参りました そこを閉めて、こっちへいらしてくださいと、おくは言った。どうなさいましたの怒っていらっしゃるんですか誰が、私がか、いは振り向いて微笑した。唇の間から、ほんの少し、綺麗な白い歯が覗いた。怒っているのはお前だろう。それとも、もう収まったのか。すみませんでした、おくは、眼周見ながら顔を伏せた。あんまり心配が重なるものですから。 ついのぼせてしまいましたの、どうか堪忍してくださいまし。女はいいな、と、貝はつぶやいた。おくみには聞こえなかったらしい。やはりガンシだめで、まぶしそうに貝を見上げ、寒いからそこを閉めてください、と言った。今、何国ぐらいだ。7つ、午後4時、ちょっと前でしょう。貝は、障子を閉めてこちらへ来、禅の前に座って、杯を取った。 モンのところへ、使いをやってくれと、かが言った。ちょっと、急ぎの遠出をするから、肩代わりをつけて、4枚の早かごをすぐよこすように。あなたが、お出かけですか。急ぐ、と念を押すように言ってくれ。あなたがいらっしゃるのですか。そうだと言って、かいは手をあげた。あとは聞くな。聞いても答えられない。使いをすぐにやってくれ。 そしてこのままお屋敷へ。癒やかいは、首を振った。むろんここへ戻ってくる。騎兵が帰るまでは動けない。早く、使いの方を頼む。奥見は急ぎ足で出て行った。籠屋は、この大地の下、黒門町の近くにある。主人の正衛門については、前に記したが、今でも、かに対する正衛門の態度に変わりはない。かつて、 男たちとして名を売り、命を投げ出して暴れ回った面魂は、40歳を越した今でも、その風貌に残っている。それが、会の前に立つと、まるで、土木がその主に対するように、たくましい肩越しを縮め、この命一つただいまにでも差し上げます、というような目で見るのであった。その時も、正右衛門は、民族たちと一緒に来た。 四枚型の早籠は四人で担ぎ、肩代わりが二人つく。継上氏も起きたいは、刀を右手に持って現れたが、正右衛門を見ると、首を左右に振った。お前は来なくともいい。いや正右衛門は、地面に裸の片膝をついて答えた、お供をいたします。その必要はない、残れ。どう仰せられようとも、私はお供をいたします。 世評を案じているのだなとは思った彼もまた世間の噂を聞いて甲斐の身辺を危ういと見ているのだろうそうなったら後へ引く男ではない甲斐は籠に乗り草履を預けた間違ってはいないか籠が品川の下屋敷へ着くまで甲斐はいくたびも自分の考えを検討してみた 岳也の訴訟が老中表情にかけられるとき、おそらく伊達家の運命は決するであろう。家中敏乱という名目で、64万石は海域になるかもしれない。坂井忠清が、この機会を転っていたことは確かであって、たとえ海域にはならぬとしても、忠清が一の関に約束したような形で、致命的な処置を取られるという予想は避けられないと思う。 これに抵抗する道は、かが、薩摩の二藩を味方につけることであるが、どちらにも、まだ手がかりさえついていない。前田家とは、一応連絡ができたけれども、警戒されてそれ以上は踏み込めなかった。もう少し時間があれば、必ず物にしてみせる。だが時間がない。出府してくる枠屋の秋には、途中で会えるように死者を出した。 老中表情だけは避けなければならないという理由を詳しく書き、村山騎兵に持たせてやった。それには、本廷へ入る前に、湯島の家で一度泊まってもらいたい、とも書いたのであるが、果たして、どういう返事をよこすか分からなかった。涌屋は人が変わった。仙台で、矢崎と練が密使に来てから、涌屋と、しばしば書状を交換した。 老中への訴訟をもう少し延期してもらいたい。まだその時期ではない。ということを繰り返しといたが、秋はまるで受け付けなかった。秋は、官人の糸口を切っていた。前には、もっと辛抱強く、重厚すぎるほど重厚な人だったが、年老いたためだろうか、顔面と言いたいほど訴訟を固執し、ついに、幕府老中の許しを得て出布することになった。 本邸へ入る前に会えば、まだ説得することはできる。だが、会えなかったらどうするか、このまま、秋が意地を通し、老中表情に持って行くとしたら、何か幕府を牽制する法を講じなければならない。こう思い巡らしていたとき、祭院の上皇という存在に気づいたのであった。上皇と隠居の綱宗とはいとこにあたる。すなわち、 上皇のご聖母方春門院は、串毛左中上高宗の女であり、綱宗の聖母は、その妹の甲姫である。ご祭院は、御水の天皇の第七王子で、まだ花町宮と言われていた時江戸へ下校され、綱宗も、使者をもって、ご機嫌奉仕をした。宮は、明暦2年に即位されて、ご祭院と唱えられたが、その時も、綱宗は、 父の忠宗と共に祝儀の使者を差し立てた。また、綱宗が幕府の命令で小石川堀の不審に当たった時には、宝春門院から綱宗に牢をねぎらう根徳な使いがあった。宮中からの助力がいられれば、幕府を牽制することができる。甲斐はそう考えた。上皇は綱宗の重慶であり、宝春門院は叔母に当たる。 伊達の後輩に関わる大事だから事情をつぶさに述べて訴えれば陰からの助力を得ることはさして汝ではあるまい仮に困難が伴うとしてもことここに至ってはもう他に取るべき手段はない他に手立てはないと甲斐はつぶやいた確かに残された手段はこれ一つだ綱宗に親書を求めて一刻も早く都へ急使を出す これが唯一の頼みの綱だと甲斐は思った。籠は下屋敷の手前で止め、甲斐はそこから歩いていった。ところが門は通ったが玄関で止められた。取り次ぎの侍は奥へ行ったが、出てきたのは別の侍で、お目通りは許されないと答えた。甲斐は穏やかに、では家老に会おうと言った。下屋敷の家老は、 去年から、荒野よそ左衛門が変わっていた。ご家老も多様で、と、取次の侍は答えた。お目には書か,かれないとのことです。貝は、静かに言った。根情すべき、大事な御用があって思考した。私には、国老の職権がある。荒野にそう申してくれ。取次の侍は、式台にいたが、すっと膝を進めて貝を見上げ、声を潜めていった。 申しても無駄でございます。どうしてだ。ここは、ご隠居の殿のお屋敷ですから、ご本邸の国老という職権だけでは通りません。押してお通りになればと言って、その町は、さらに声を潜めた、ご一命にも関わりかねないと存じます。海は、その侍の顔を見つめた。どこかで見た覚えがある。年は三十一か二であろう。 丸顔のがっちりしたムクロつきであるが、見上げている目には、何やら愛想するような色がうかがわれた。その方は何という。小正組の千田に新十郎と申します。その侍はそこで抵当し、すぐに顔を上げていった。お願いでございます。どうぞ、ここは、お引き取りください。立って、思考のお望みでしたら、ご貢献からお指図のあるよう、お計らいの上に願います。 カイは、新十郎の目を見つめていた。ご記憶でございますか、と、新十郎は、カイを見上げながら言った。かつて、小なた様が、亡学亭へ施行された木と、藪囲いのところで、闇討ちを仕掛けたものでございます。覚えがないと、カイは言った。詳しいことを申し上げる糸まがございません。私は、あの時のお言葉を肝に銘じております。今、ここでは、 私の申すことをお信じください。私の友人が奥で決起の者どもを抑えているのです。お願い申します。どうかここはお引き取りください。分かった甲斐はうなずいていた。その方のことは何も覚えていない。しかし気遣ってくれたことには礼を言おうありがたかった。そして甲斐は厳を返した。ゆじまえる籠の中でカイは幾度も 深いため息をついた。目に見えない時の動きと人の心のどうしようもない変化。その2つのものが直に肌へ触れるほど鮮やかに感じられた。時の勢いの動きには人間の意志を超えた何かの力が作用しているようだ。人の心はその動きにつれて変化する、分かりきったことだ。歴史はそういうことを繰り返してきたし。 これからも、同じような繰り返しを続けてゆくだろう。そう向きになるな、と、海はつぶやいた。俺は、今、兵部の一味として、伊達家中ばかりでなく、世間の多くから、非難の目で見られているという。だが、これは、初めから自分で承知していたはずだ。涌谷と松山、モニワス王と、俺とで合議をしたとき、俺は、この席に座ったのだ。 家中の若者たちから転割れるのも今に始まったことではないあの七十郎でさえ去っていったではないかしかしこの虚しさは何だろうと海はしばらくしてまたつぶやいた自分でこうなることを望んでいたのに今避難の注目を浴びているということでこんなに虚しく物寂しい気分になるのはどういうわけだろう自分は今最も強くなければならない これまでのどんな時よりも強く、力を緩めずに、しっかりと立っていなければならない。それなのに、このような寂しい虚しさを感じるというのはなぜだろう。自分に、それだけの力がないためか。幕屋の性格が変わってしまい、頼むス王に死なれて、一人だけになってしまったからだろうか。それとも、もともと、自分は弱い人間で、 こういう大事に当面する力がなかったのだろうか。いや、これでいい、これが自然だ、かなり長い時間の後、貝は、自分に向かってうなずいた、人間は、もともと弱いものだし、力の現れは一様ではない、鉄石の強さも強さ、雪に折れない竹のたわみも強さだ、ここで好奇心を振い起こすよりは、この虚なしいもの寂しさを認める方が、 俺にとっては強さであるかもしれない。カゴが湯島の家へ着いた時はもうすっかり暮れて町の柳には火が入っていた。カイは正衛門に飯を食べて行けと言ったが彼は辞退して去った。去ってゆく時彼はカイの顔をじっと見守りまるで怒っているような調子で言った。お前どうかご身辺にお気をつけてください。 気にするな、と、カは微笑した。俺は大丈夫だ。お出かけの時には、お供の人増しをなさらなければいけません。大切なお体だということを、どうかお忘れにならないでください。そうしようと、カはうなずいた。今日はご苦労だった。マサエモンは、ブスッとした顔で去った。風呂を浴びてから、カは、また酒を命じて座った。今日で、丸3日。 ほとんどを手から離さない酒の量は多くはないが夜半にも起きて酒を命ずるという風でいつもの会とは様子が変わっているためお組みの不安は強くなるばかりであったそう飲んでばかりいらっしゃっては毒ですわとお組みは言った新八山富屋さんが来ていますから午前を召し上がったあとであの人たちとお酒になさる方がようございましょう 飯は欲しくない。何かあったんですかお組は声を低くした。今日はどこへいらっしゃったんですか新八は何の用で来た。どこへいらっしゃったかも、伺えないんでしょうか。分かっているはず高いの口ぶりは、意外なほど強かったが、すぐに調子を和らげて、なだめるように言った。話していいことはいつも話している。お前もまさか。 話せないことまで話せというのではあるまい。新八は何の用で来たんだ。今度小引町の森田座で、と、奥見は不むきながら答えた、芝居狂言の語り物に出たところ、大層評判がいいので、髪型の工業に変われて行くのだそうです。その別れに来たわけか。一目追いとまごい出したいと申しております。よかろう、と斐が言いかけたとき、 襖の向こうで、なるせきの声がした。入れ、とカが答えると、きゅが、襖を開けていった。ただいま村山が戻りました。よし、すぐにここへ、と、カが言った。きゅが去ると、甲斐は、お見みに行った。新八と宮には、あちらで酒を出してやれ、ここは呼ぶまで人払いだ。はい、と、答えておくも出ていった。 予想のままは行ってきた村山騎兵はあまりに憔悴して想像が見違えるほど変わっていた。甲斐はその様子を見て不吉な予感に襲われたが牢をねぎらう声にはいささかの動揺もなかった。ご苦労、きつかったらしいなと甲斐はむしろ冷ややかに聞いた。楽屋は会ってくれたか。お目にかかりました。どこで会った 下房の中田塾でございました騎兵は余能の中から不箱を取り出して、貝の前へ差し出した。その手は震えていた。まずご書面をご覧ください。斐は不箱を取って開けた。秋の手紙は簡単なものであった。底本の意中はよくわかるが、自分の決心はもう変えるつもりはない。仙台で矢崎舎に使いさせたとおり、 今度は老中表情まで持ってゆく、エソという病にかかったら、その足なり手なりを早く切り離さなければ、たちまち、その毒が全身に回って死を招くという。坂井港のシサによる一ノ関の観察は、全く、このエソの毒に等しい。今、断固たる手段を取らなければ、毒は全身に回って救いがたいことになるだろう。自分は、 坂論を主にして老中表情まで事を運ぶそこもとは木を見て堺井公と一ノ関との密約を持ち出してもらいたいその時期と方法とは檻を見て談合するとしようこの度は自分も死ぬ覚悟ですでに菩提寺へ改名を残してきたそこもとにも死をとしてもらわなければならないがこれは自分から言うまでもないことと思う およそこういう意味の文面で終わりに湯島へ立ち寄るのは危険だから麻布の中屋敷へ入るつもりであると書いてあった。斐はその手紙をすぐ日おけにくべながら湯島へ寄るのがどうして危険なのかと不審に思いながら騎兵を見た何か伝言はなかったか伝言はございませんでしたが矢崎とねりはどうしているかと聞かれましたので。 や新助方に寄宿しししていることを申し上げましたそう言って、騎兵は、ちょっと口ごもりながら続けた。私は、中田の宿所で一夜泊まり、今朝早く、房川の私で五一行と分かれてきたのですが、二百五十四人というお供率りを、ご存知でございますか知っている。それは老中にも伺って、差し支えなしということになったのだ。私は存じませんので。 その人数にも驚きましたが、幕屋様はじめお供の人々のあまりに意気込み、緊張していることにびっくりいたしました。まるで今にも一度合戦始めようというような感じなのです。そう見えたことは不思議ではないと、斐は言った。おそらく小物の末までもそういう覚悟でいることだろう。それにしても、 幕屋様ご身辺の警戒ぶりは尋常とは思えませんと騎兵が言った聞きましただけでも不審の宿直版が毎夜10人米味噌は幕屋から持ってきたものを使い茶から食事まで全部箇所の料理人がやる宿屋で出すものはさゆ一杯も口にしないというのは毒害の恐れがあるからというのです海は何か問いかけるように騎兵を見た 毒害の恐れという意味が、すぐには理解できなかったらしい。騎兵は、なお、なおが寄与するように、続けていった。友頭の渡りクロード殿から聞いたのです。騎兵は、クロードを知っているはずだ。幕屋へお供をしたときに対面しております。そこで、中田の宿所に泊まった夜、一刻余りも話したのですが、幕屋様が毒害を恐れるのは、 一関の手が回っているという注意があったからで、仙台へ出たときにも、一切武の招きには応勢ず、引きこもったきりだったということでございます。一関の手が回っている、などということを信じたのであろうか。仙台に、滞在中もしばしば密告するものがあったと、申しておりました。会は静かに、だが、明らかに絶望的な動作で、 その顔を仰向けにし、そうして力の抜けたようにゆっくりとふむいた。下がって休むがいいと、カイは言った。お前には、また頼まなければならないことがある。はあと、騎兵は目を上げた。今日まで、早の使いだ。今日までと、騎兵が聞き返した。両3日うちに立ってもらうことになろうと、カイは言った。仰向きはその時に話す。 他のものでもいいが、お前に頼みたい。かしこまりました。休むがいい、ご苦労だった。喜兵が出て行き、間もなくお組が来て、座敷に支度のできたことを告げた。ここへ、禅の支度をしてくれと、斐は、お組に行った。少し考えることがある。禅の支度ができたら、俺を一人にしてくれ。あの人たちに会っておやりなさらないんですか。 あとだと、カは言った。あとで行くから、くつろいで飲めと言ってくれ。おくみはそっと立ち上がった。酒魚の膳立てをして、お組が去るまで、カは、無表情に黙って座っていた。顔が全く無表情で、眠たそうにさえ見えたが、心の中では電光がひらめき、雷が鳴りはためいているような思いだった。秋は、彼の頼みを拒絶した。 秋はもう昔の秋ではない。幕府にとって伊達家は乱中の魚であり、どうじたばたしてもその乱から逃れることはできないし、下手に暴れ出せば、かえって訴状に乗せられる、ここは我慢すべき時だ。これまで耐え忍んできたではないか、多くの犠牲を払いながら耐え忍んできたのは、ただ一つ、六十万石安泰のためではないか。 あの頃の秋には分かっていた。だが、今の秋は、もうそれを理解しようとはしない。秋は、単に一徹で潔癖な老人になってしまった。まっすぐに奔走している。海はそう思った。断崖へ向かってまっすぐに。秋が立ち上がったのは、社会論がきっかけであった。寺井家の伊達式部が、無法に領地境を犯した。 それは事実であるし、式部の後ろに一ノ関がいて、先導していることも事実かもしれない。けれども、式部が、なぜ、そんな無法なことをするか、という影の理由の方が、犯されたわずかな家賃よりも重大なはずである。前には、幕屋もそれを理解した。確かに、綱宗が筆足を命じられたときは、酒井忠清と一ノ関との密約を知って、 ことを荒立てず未然に防ごうという方針を取った。藩士のけんという大事にあたっても隠任することができたのに、自分の領地問題では堪忍ができない。目的は、の席を除き、陰謀の根を断つ好期だと言うが、そう決心させた理由を突き詰めれば社会論ということになる。あなたはそんな人ではなかったと、斐は、声に出してつぶやいた。 自分の領地が無法に侵されるということで起こり、それを、藩内の粛清に結びつけておられる、昔のあなたはそうではなかった。あなたはいつも重厚で、視力深く、かりそめにも、事の軽重を見誤るような方ではなかった。それが今は変わった。あなたともある人が、と、かいは目をつむり、秋その人に呼びかけるように、口の中でそっとつぶやいた。 独害の密告などまで信ずるようになられたのですか。向こうの座敷から三味線と歌の声が聞こえてくる。忍びやかではあるが、張りのある澄んだ音色で、歌う声も低く、むせび泣くような愛情を帯びていた。巣王、新左衛門と目をつむったままで貝はさ,ささやいた。七十郎、里見十左、そして丹三郎、残った俺は、 ひどい貧乏くじを引いたようだな。おくが新しい調子を持っては行ってきたとき、会は静かに飲んでいた。あの歌は新八だな。はい、お座教にと言っていますと、おくが言った。でもお耳触りなら、やめさせましょうか。聞いてやろうと言って、カは、おくに杯をさした。飲まないか。おくはいぶかしそうな目をした。どうなすったんですか。 飲まないかというのだだってまだかよさんを寝かさなければならないし言いかけてお組ははハッとしたお屋敷へお帰りになるんですかビクの中の魚だからなお帰りになるんですのねビクから出るわけにはいかないとガイは言っただがまだ三日いとまがある今夜は二人でゆっくり飲もうあと三日ほんとですか あれを魚に飲もういは、おくみに尺をしてやりながら、聞こえてくる歌の方へ首を振った、いい歌だ。あの二人は、誰の助けも借りず、自分たちの力だけで幸せを掴んだ、あの歌は、二人の幸せを支えてゆくだろう。おくみは杯を返した。海は、それには気づかない様子で、しんと、歌声に聞き入っていた。影と形。 ひ文八年十一月、里見十左門病死。カは、そう読みながら、書いてある文字をぼんやり見守った。それは、彼自身の書いた日記で、万字の大変以来、家中に起こった出来事や、自分で経験し、また見聞したことが、記してある。カは、三日前から、その日記の整理にかかっていた。机の上の箱には、 黒と朱と二つの硯があり、彼は読むに従って、無用と思える記事を消し、必要な項目には、主筆で中を加えるのであった。こんなことをしても無駄だ。カは幾度かそう思った。こんなことをしても、何かの役に立つとは考えられない。けれども、あったことの事実を確かめておく必要はあろう。 万事のことから十年余り経っただけで、もう事実が歪められ、曖昧になった例も多い。形あるものが遠ざかれば、影はいがみ、そしておぼろになり、消えてしまう。そうだ、事実を伝えることは無駄ではない。回は日記を読み続けた。同じ年九月、江戸屋敷消防。また、渡様、阿波宗真ご次男、行部宗貞殿をもって、 小野の伊藤家を再興された。元高2670国のところ、改めて1085国となる。古新左衛門の養子周年目は、まだ柴田劇に預けられて留め軍にいた。そして、メイクル年の7月に、そこで病死したのだ、と甲斐は思った。同じく、9年1月、奥山大学が仙台で、 幕府の国目付千本氷左衛門水野与左衛門に覚書を差し出したしかし両目付はこれを拒んで受け取らなかった大学はその前自分に交渉しようとしたし自分が面会を避けると船を買いって母に訴えた彼の素顔は弘文3年この方自分の意思で国労を辞任したのに 罪あって追う込められたというように届けられたそうであるこの点を講義において究明してもらいたいそしてまた伊達家中の悪性を講義のご意向によって一掃してもらいたいということであったと斐は思った斐は主筆を取って中を加えた大学は今年博文十一年になってまた幕府国目付に面会を求めかつて千本 水の寮目付に拒まれた訴状を差し出した。この度の国目付は内藤慎五郎、牧野一馬で訴状を受け取って読んだ。これは幕府老中から米谷様に出府の通達があったことと関連しており、すなわち老中が伊達家の内紛に手をつける機会の位置を成したのである。同じ九年の3月、兵部宗勝様ご聖母。 保生院様が、一席において亡くなられた。そう読んでから、会は、その項目を墨で消した。次の二つの記事も消し、そうして読み続けた。同じ年十二月、神仙台気味元服、九日経つの国土城。兵部様右京様の両貢献。並びに、東一政、兵部の聖師様、遠州、宇和島藩主。 伊達宗俊様をとも国書院にて、将軍家、家綱に越を賜う。列座は、いいか門盛、堺歌の神、安倍文後の神、稲葉美濃の神、久世大和の神、土屋島守の諸侯であった。神先代君は十一歳、その時将軍家から、綱の字を賜って綱元と名乗り、小四位した、左近江の少将に任じられ。 六つの神ををねることを許されたそしてこの時隠居の綱宗様は改めて若さ森と呼ばれることになったのだと甲斐は思った献上の品は金長の太刀和田養言五十枚和田百0羽そして拝領したのは新郎後国交であった十二月十五日に柴田劇片倉小十郎津田玄原が途上それぞれたち 銀馬台、自腹を献上し、白書院にて将軍に越した。会は、この記事を消し、次々と三項目を消した。十年二月、国老として、自分、古内島、目付役今村義太夫、桑織陣衛門、横山八次衛門、新井三郎衛門が寄り合い、小里美重左衛門の跡目について相談した。この相談は、 会は主筆でを入れた同年3月10月の3回にわたって行われた一関は取り潰しを主張し岩沼は旧のままと言い,い自分は半地にて仮名を立てようという意見を述べたが今に至ってもまだ決定していない同じ年10月茂庭大蔵が筆足の処分になった番頭役を衝話し と外である。また、山崎平太左衛門も、軍武行の役を背負う話し、筆足の処分を受けた。甲斐は、また手質を取った。山崎は、かつて、矢崎とり神を寄せていた。自分は危ないと見て、舎りを江戸へやったが、自分の義くは当たったのである。山崎の妻は涌谷様の外獣枚で、 の関にに睨まれていることが分かったからであった。同じ年十二月、岩沼・田村右京様のご子息、修利宗久様が右京太夫に任ぜられ、右京様はおきもりとなられた。自分は十月末に出布したのだ、と甲斐は思った。そして、今年、広文十一年、正月には、奥山大学が幕府国目付に対して、 再度の訴状を提出した大学は宇和島の遠州様にも無実の訴えを出したという今年正月幕府に召された柴田劇から幕屋の秋様に対して出布すべしという内名が伝えられた秋様は在所で人の主演を催しなお菩提書の遠藤寺に石水和尚を訪ね法名を請うたということである この時仙台では、と、甲斐は宙を入れた。家臣の木畑源七郎と八代五郎左衛門が、幕府国目付に訴状を出した。署名は、陸奥神家中止ともとあったそうで、また、これとは、別に、飯淵三郎右衛門、大河内三郎右衛門ら五人が申し合わせ、国目付が江戸へ帰任する途中、伊達桑織の宿で面会を求めて、訴状を提出した。 カは主筆を置いた。まるでハチの巣をつついたようなものだと彼はつぶやいた。何の統一も秩序もなく、我が、我がと自説を固執し、お家のためと言いながら、自分の意志を押し通そうとする、一の関や堺公の思う壺にはまった。これで膳立ては整った。一の関は哀れだが、堺公は、さぞ満足なことだろう。カは、また、日記に目を戻した。 同じく、2月15日、涌屋様上着、麻布屋敷へ入られた。過老の渡りクロードを使者に、両後見へ、到着の挨拶をし、また、つの神様に献上品があった。献上の品の披露には自分が当たったのだ、と斐は思った。涌屋は、旅の書老を申し上げて、御殿へ施行しなかったが、これは、うちの席が、 密かに手を回して、独害の計画を立てている、という密告があったからで、そのため、両後見の屋敷へすら行かず、死者を持って挨拶し、自分は麻布屋敷に籠もったまま、まだ、一歩も外へ出ずにいるのである。会は、そう中押して読み進んだ。同じく十五日、綱宗様から枠屋へ、密かに書状が使わされた、ということが分かった。 十三日のことだという。同じく十六日幕府。もう質疑の多い。新右衛門から使者があって、幕屋様は初めてマフオで大井方へ出頭された。そこにはやはり毛質着の島田出雲新たに申し継ぎとなった。椿彦右衛門が同席して退団。対談一刻に及んだという。この日から席が切って落とされたのだ。都会は思った。秋様は。 地境の争いを司祭に述べられたそれで午後7時に三人の申し継ぎから自分に使者があり死が浜田今村横山ら四人を地境県軍の責任者として出頭させよとの口上により得ず覚書を持たせて四人を大井方へ使わしたでは酒井論だけにとどめるのかそう思っていると夜になって 秋様から密使があり、堺論とは別に、藩内仕置の件を取り上げてくれる模様である、誠に本会なり、もはや、面談の折はないだろうという意味を伝えられた。同じく、27日、秋様は妻木彦右衛門方へ出頭し、藩内仕置の件で、六つの森をため筋に関する覚書を差し出された。大井新衛門は異議を唱えたが、 島田出雲が受理したという。翌日、3人の申し継ぎは途上して、老中堺公、稲葉公、土屋公、板倉公当座の上、楽屋様覚書を披露したよしである、と、甲斐は主筆を入れた。3月1日、京へ使わした村山騎兵は、まだ帰らず、音信もない。時は刻々と切迫しているのに、間に合わぬであろうか。 カはその記事を消した。3月4日、涌谷様は板倉公に呼ばれて、辰野口の屋敷へ出頭した。今月は、板倉公が老中の月番であるが、土屋立刀守りが同席、人払いの上涌谷様の申し立てを聞いたという。これは、涌谷からの使いで知ったことだ、と会は思った。秋は 一の関の悪性について詳細に申し述べ、過酷な罪とがに処されたものの名簿も提出したということだ。貝は筆を置いた。机の脇へ寄せてある安灯の火がはためき、かすかに油の焦げる音が聞こえる。貝は手を伸ばして、油皿へ油を注ぎ、刀身の具合を直した。同じく3月7日、自分と柴田劇は、 呼ばれていたたへ行った柴田と自分とは別々に関門されたが自分に対する質問は極めて冷たくかつ辛辣であった退出する時老中との対談は他言を禁ずると念を押された劇に対しては低調であって質問も少なく伊達家が安泰であるように計らうつもりであると漏らしたそうであった 日記はそこで終わっていた。カは静かに筆を置いた。机に両の肘をつき、両手の指でそっと目を押さえながら、彼は深いため息をついた。九日からのことはまだ書いてないと彼はつぶやいた。九日には三人の申し継ぎから老中の命で古内島を出布させるようにと言ってき、すぐに仙台へ急死をやった。 岩沼様はずっと一ノ関と会っていない一ノ関に対する悪評が高まったのも原因の一つであろうが隠岐森前の右京に対しても一ノ関で「徳外の陰謀がある」という密告がしきりでそのために面会を避けているのだと伝えられているまた一ノ関では幕谷様が老中に政治問題を持ち出したのは奥様の尻押しによるものだ と怒っておられたようだこうつぶやいて甲斐は目を押さえていた手を離した政治問題が出ることを一ノ関は考えなかったのだろうか単に堺論のことだけで老中が取り上げるとでも思ったのだろうか堺公と一ノ関との往来もここしばらく途絶えているらしいおそらく堺忠清にとってはもはや一ノ関は無用な存在になったのだろう 兵部将いう宗勝は間もなく悟るに違いない自分がどういう役を務めたか掴んだと信じていた形あるものが単なる影に過ぎなかったということを悟るだろう俺は最後の戦いに当面していると海はつぶやいた切り札は堺公と一ノ関との密約だしかしそれを生かすには宮中からの助けが欲しい 上皇、ご左院でなくとも、宝春門院様のご助言だけでもいい。それが、今、伊達六十二万石の力綱だ。甲斐は、そうつぶやきながら、上皇のご性格の弱さを考えていた。それは、初めから恐れていたことなのだ。上皇は、生命には負わすが、ご気性が弱かった。御年十八歳で戦争されたが、 位中最強時が多く起こり、それは、近所にご意徳が欠けているためであるという表が立つと、即位されてから、わずか七年目にご退位、上皇となられた。京わらべの根もなき表にさえ、耐えられないようなご気象では、幕府に圧力をかけるような助言を請う、などということは不可能かもしれない。だが、少なくとも法春門院様は、と言いかけて、会 かなり長いこと黙っていたが、やがて目を上げ、部屋の向こうの暗い一点を見つめながら、そっと自分にうなずいた。そうだ、待つことはない。直接の助言があるなしにかかわらず、今日へ訴えた、という事実だけでも役に立つ。騎兵の帰りを待つまでもなく、事態の動きによっては、一と当て当てることにしよう。一と当て、酒井か、板倉か。まもなく、会は、 机の上を片付けて立った。顔を洗って寝ようと思い、襖を開けると、次の間になるせ9馬がいた。火のない部屋の暗がりに短座しており、貝を見ると手をついて、ご用でございますかと言った。どうしたのだと貝はたがめた。もう夜半過ぎだというのに、何をしている。キュー馬は黙ってひれ伏した。宿着はならぬと言ってある。 誰かに申し付けられたのかと、甲斐は聞いた。誰に申し付けられた、総左衛門か。一存でございますと、キューマが答えた。キューマも世兵にくらまされているのだ、と甲斐は思った。渦中に、自分をてんっているものがある、そういう噂は、正月頃から聞いていた。春田では、前から宿直を禁じてきたが、その噂が広まると、 過労の堀内総左衛門が密かに宿直版を設けようとした。カはすぐに気づいて、そんな必要はない、と堅く申しつけたのであった。九馬は、かつて一ノ関に内通していた。それが、今は、金を破ってまで自分を守ろうとする。おかしなものだ、とカは思った。無用と申したことはするな、とカは優しく言った。 もう下がって寝るがいいぞ。はいとキューマは低当した。三月十七日、会は朝がゆの会を催し、六人を招待した。しかし、来たのは八や六左衛門だけで、他の五人は、御用のためという理由で断った。六左衛門も落ち着かない様子で、杯には手を出さず、半時そこそこで帰っていった。 渡辺金兵衛が晩空きですが、と帰るときに六左衛門が言った、一関様から、帰国を延ばすようにという沙汰があったそうで、ご存知でございますか。いや、知りませんと、甲斐は言った。江戸版は御家宝ですから、晩空きになった者を帰国させないということは、よほどの理由がない限り、違法になると思いますが、金兵衛は、一関の手のものである。 涌屋の訴訟が片付くまでは、一人でも多く、手の物を身近に置きたいのであろう。楓はそう思ったが、色にも出さなかった。さて、それは、と、楓は穏やかに言った、都合によって、我々も、江戸版や晩秋の伸びる例は少なくありませんからね。ご老職は格別でございましょう。そうでしょうか、と言って、楓は微笑した。いずれにせよ。 米谷殿にご意見があるでしょう六左衛門が立ち去るときその顔に不審そうな表情が現れるのを甲は認めた六左衛門もまた金兵衛が一ノ関の手のものだということを知っているのだ従って甲斐の意見が一ノ関の不当をかばっているように聞こえたのであろうつまらぬことだ金兵衛の財不在など全く問題ではない 大事は、歌の神ただきよの胸三寸にかかっている、ただきよの胸三寸を打破するという以外にもはや大事を救う道はないのだ、と回は思った。柴田劇も関心はなかったのだろう。一ちの関の要求どおり、金兵衛の帰国は延期されることになった。それから中三日おいて、3月21日に、仙台から古内島が出布してきた。その日は、 六つ神にまみをせず、柴田劇と2人だけで、進行まで密談した。翌日、島は板倉邸へ出頭し、内前世の質問に答えた。同席したのはやはり土屋田島守りで、質問は劇に対するものとほぼ同じだった。これらのことは、その夜、島の口から聞いたのである。島は、夜になってから、ひそかに貝を訪ねてき、 一刻以上にわたって話を交わした。島、義行は四十一歳になる。博文六年に国老となってから、すでに五年四日たっているが、これまで、海とはあまり親しい付き合いはなかった。にもかかわらず、その夜の島は、態度から言葉つきまで変わっていたし、話しぶりも直接で、熱がこもっていた。彼は、 出府するまでの仙台の情勢を語り、柴田劇との密談の内容から、板倉邸での問答の司祭を語った。今度も同席は土屋港か。甲斐は話を聞きながらそう思った。久世港はどうしたのだ。どうして久世港は出ないのか。立家の問題には、いつも関心を示してきた大和守が、今度は関門の席に一度も姿を見せない。 どうしてだと、海は、心の中で問いかけた。私の申すことはこれだけですと、島は、語り終わってから言った。そこで、改めて伺いたいことがあるのですが、海は島を見た。今申した通り、国元でも、江戸でも、船岡殿を非難する声が強いと、島は続けていった。これは、かなり以前からのことで、特に、赤寺の争いと、 伊藤一族の過酷な処罰があってからは、その声が強くなるばかりであり、それはご承知のことと思います。海はそっと黙礼した。一体、これはどういうことなのですか。島は、潜めた声に力を込めた。この度老中に呼ばれて出布する直前までは、私自身も、非難の声が誤りであるとは思いませんでした。しかし、今はそうではない。 船岡殿に対する非難が無根であり、的外れだということが推察できるのです。その話はよしましょう。いや、よしません。米谷殿までが誤解しているのを知りながら、あなたは自分の立場を少しも釈明なさろうとしない。これはどういうわけなのですか。海はゆっくりと答えた。私には釈明しなければならぬようなことがあろうとは思いません。船岡殿。 この話はやめにしていただきましょうと、会話入話に遮った、およそ侍というものは、自分のしたことについて、弁解や釈明はしないものだと聞いています。仮に私が誤解され、非難されているとすれば、それは、私のご方向が未熟だということで、これは、もう、弁明の余地のないところだと思います。では申しますが、私は、 出府する前に松山殿と会いました。もにはモンド殿が訪ねてこられ、船岡殿が非常に困難な立場におられること、一命をかけての大事を一人で追われているということを打ち明けてくれたのです。モンド殿はお若いからと、貝は微笑した。寮の方に刻んだようなシワがより、唇の間からわずかに白い歯が覗いた。 私のつまらぬ意見を勘違いして聞かれたのでしょう。私は亡き巣王と親しかったので、侍の方向は皆一命をとするものだ、ということを年役として話したまでのことです。島は唇をかみ、やや怒りのこもった目で海を見た。原田殿は私を信ずるに足らぬと思っているのですね。海は穏やかに島を見返した。 こなたはいかかがですかそう聞いてみたかった。島は自らモニワモンドの話を聞くまで誤解に基づく非難を不審とは思わなかったと言った。ではモンドの話を聞かないとしたらどうだと海は心の中で問いかけた。もちろん彼はそんな様子はけぶりにも見せず穏やかななだめるような調子で言った。 そういうお言葉には当惑するばかりですが、私が非難されているとすれば、それは、私自身の責任で、信ずるにせよ、信ぜぬにせよ、古内殿のご心配に預かることではございません。ご好意はありがたいが、どうぞお捨て置きください。島は、しばらく黙っていて、やがて気抜けのしたように言った、私にできることがあるなら、いくらかでもお力になりたいと思ったのだが、 それではやむを得ません。念のために、一つだけお耳に入れておきます。会はわずかに一遊した。板倉公の口ぶりでは、と、島は低い声で言った。この25日か6日に、老中表情が行われるであろう、ということでした。板倉公が月番老中だということを、お忘れなきように。そして、島は別れを告げた。騎兵の帰りは待てない。 とかいは思ったスキバン老中が言ったとすれば老中表情が25日か6日に行われるということは間違いないだろうその前に何か手を打たなければならないとカイは思った寝床には行ってからもなかなか眠ることができず手を打つべき相手とその向上について考え続けたそうしてやがてまどろんだかと思う自分に 呼び起こす声を聞いて、甲斐は目を覚ました。襖の向こうの声は、堀内宗左衛門であった。甲斐は沖縄おりながら、入れと言った。宗左衛門は、襖を開けて、村山騎兵が戻りましたと言った。青を、あおこれへよこせと、甲斐は言った。今南国頃だ。七つ半、午前5時でございます。よし、騎兵をよこせ宗左衛門は出て行った。 カは、時刻の立っているのに驚いた。ほんのちょっとまどろんだばかりと思ったのに、外は、もう夜が明けていたのである。疲れているのだ、気力が衰えているのだ、そう思いながら、カは、両手で顔をこすった。騎兵はすぐに来た。予想ではなく、つねぎに袴をつけ、酒焼やきもひげも剃っていた。挨拶はいいと、カは、 ヤグの上に座ったままで行った。まず要件を聞こう。不守備でございましたと言って、騎兵は頭を垂れた。そうか、と、甲斐はうなずいた。今日では、十二日滞在いたし、毎日、院の別棟へ、懇願に通った上、ようやく、門院様にお目通りがかない、ご所情を差し上げた上、仰せつけの通り、お願い申したのですが、騎兵は、 一層低く頭を垂れた近中では先頃から五両皇室予算について幕府と交渉している折でもありかように機微な問題には触れたくないとの仰せでございました。かは口を引き結び長いことしんと沈黙したそれはことが不守備に終わったことを残念に思うのではなく事実をはっきりと 自分の胸に畳み込もうとするように見えた。分かった、ご苦労であったと、やがて、カは目を上げていった。さぞ疲れたであろう、こちらへいつ着いた。騎兵は、初めて両手をついた。せっかく仰せつけられながら、お役に立たず、誠に申し訳がございません。お前に責任はない、そのことは忘れろと、カが言った。ご助言は欲しかったが。 実際にあたって、どれほど役立つという目安はなかった。拒まれた方が、かえって思い切りがついてよかったかもしれない。ただ、このことは、決して他に漏れないようにしてくれ。喜兵衛は、懐紙で顔を拭った。江戸へ着いたのはいつだ、と会が聞いた。昨夜、遅く品川へ着きました、と喜兵が答えた。品川で宿を取り、今朝は、 未明に起きて、本邸へ戻りましたところ、通用口が開いておりました。うん、楽屋様の出布で多様だから、門の通行は、平常より時刻が延びているのだ、と甲斐が言った。旅戻りにしては、と、甲斐は、微笑しながら騎兵を見た、体操さっぱりとしているようだな。あまり無作列車うございますので、宿でカミソリを当ててまいりました。 下がって休めと、甲斐が言った、疲れの取れるまで保養するがいい、それから、総左衛門に来いと言ってくれ。騎兵は出て行き、間もなく総左衛門が来た。甲斐は、刈谷へ使いをやれ急ぐぞと言って、要件を告げ、総左衛門が去ると、立ち上がって寝間から出た。日本橋から刈谷新助が来たとき、斐は出資していたので、新助は、 総左衛門としばらく話した後持ってきた箱包みを置いて帰った二人の話は老中表情について世間の表が甲に不利であること秋と海とが対立していて老中はじめ大名諸公までが秋の立場を擁護し甲を一関の与党として非難していることこの表情を果たして甲が無事に切り抜けられるかどうか ということなどであった。堀内様のお考えはいかがですかと、信介は繰り返し聞いた、取り返しのつかぬようなことになる恐れはございませんか。総左衛門には返事のしょうがなかった。彼は、これまで介のしてきたこと、これから何をしようとするかということを知っていた。しかし、それは極秘であって、 幕屋と亡き松山、モニワス王、その子モンドの他には、この原だけでも、側近の数人しか知ってはいない。外部では、新助が、最も古くから信頼されているが、問題の焦点が、渦中の紛争ではなく、大半取り潰しを錯誤している酒井忠清との対決にあるので、その事情を語ることは、絶対に許されなかった。いかなる真実も、 人の口に伝われば、必ず歪められてしまう。甲斐は、常にそれを戒めてきた。大半たりつぶしの策は、亡き松平のぶから、サ井忠ただが受け継いだものと甲斐は見ている。だが、策謀が、忠だき人の胸にあるのか、または、た郎全体が承認しているものか、という点は、全く推察がつかない。したがって、 この事情が漏れた場合、内外に、どんな騒ぎが起こるかもわからないし、その騒ぎが、どういう形で現れるにせよ、その結果が幕府を利することは明らかであった。つい先頃のことですが、と、新助は言った、湯島のことはくれぐれも頼む、とおっしゃいました。前にも、二度ばかりそうおっしゃったことがあります。私には、身の妹とメイですから、 仰せがなくとも捨ててはおきません。けれども、同じことを二度繰り返しておっしゃるなどという試しは、これまでのお前には決してなかったことです。それが、私には何より気がかりなのです。私にもどう答えてよいか分からないと、総左衛門は言った。おそばにいながら、何のお役に立つこともできず、ただご無事であるようにと祈るほかはないのだ。もし私でかなうことなら、 どんなことでもお受け申しますと帰るときに、新助は言った、どうぞお前へ、お申しつけを待っております、と申し上げてください。宗左衛門は、黙って辞儀を返した。くさび。会は、その日の午後7時ごろ、西丸下にある久世大和の神、弘行の屋敷へ行き、矢印島和枝と名乗って、大和の神に面会を求めた。取り次ぎの者が二人まで変わり、 玄関で、また、中年の侍が応対に出た。老中を務める諸行では、不意の訪問客もさしてまれではない。その侍も疑うというより、念を押すように、こちらの身分と要件を聞いた。武道牙と申す国の珍しい酒が手に入りましたので、と、甲斐は、陰銀に答えた、大和の神様に召し上がっていただきたく。 案内なしに参上を捕まつりました。身分は、浪人、湯島辺りに住む宿島とお取り次ぎくだされば、ご存じのはずでございます。その侍は奥へ去った。大和の神は、その名を覚えているはずだ。かつて、堺邸で一緒になったとき、歌の神がその名を出し、手厳しく会に当たった。杯を投げつけるという乱暴を、目の前で見ていたから、 やそ島和かと原田貝を結びつけて思い出すのはごく単純なことだと思った。果たして戻ってきた侍は態度も低調になり貝を奥へ案内した。接待でほんのわずか待つ間に貝は持ってきた包みを解いて霧の箱を2つそこへ出した。大きい方は5寸角に長さ1尺余り小さい方は7寸角で。 深さ五数ほどあった。間もなく、四十年配の超えた侍が現れ、当屋敷の家老、亀谷正左衛門であると名乗った。海は、二つの箱を開けて、亀谷に見せた。片方には、陶製の珍しい形をした酒瓶。片方には、水晶のように、透明なギヤマンの、足つき用拝が、五カは行っていた。海は、 酒がブドウ牙のブドウ酒で甘みのあるものだから大和の神の口に合うだろうことそれを飲むための用杯はイタリアのものだということを説明した亀田には例を述べて受け取りではお前へと言って立ち上がった案内されたのは急速の間と見える十条で上段はなく畳廊下に沿って縁側がありその向こうに庭の一部が眺められた 床の間には、何が自然寺の書の軸がかけてあるだけ、襖も銀根図の無地で、飾りらしい道具は何もなく、いかにも簡素な、落ち着いた座敷であった。大和の神は、小姓を一人連れただけで出てきた。髪が白くなっただけで、あの頃とほとんど風貌が変わらず、六十一歳という年よりはるかに若く見えた。大和の神が儲けの座につくと、 亀清左衛門が披露しようとした。大和の神は、それを遮り、よし分かっていると言って、貝を見た。久々の対面だな、原田。恐れながらと貝が言った、お取り次ぎまで申し上げました通り、私は、安島和江と申す、浪人者でございます。大和の神は微笑した。すると、目尻と唇の脇にしわが寄り、それが、 年だけのおいを証明するかのように見えた。そうであったと、ヤマトの神は言った。うん、いつぞやどこかであったことがある。いや、確かに、たびたびあったことがあると思うが、今日はまた、何の用があって参ったのか。いささか珍しいものが手に入りましたので、お笑い草に、献上方々、世間話などをお耳に入れたいと存じまして。世間話、 ご身分高き方々には思いもよらぬような、桁外れな話が、世間にはいろいろとございます。お骨休みにもなればと存じまして、235キロをつかまつりたいのですが、よかろう、が、まず土産を見ようかな。亀谷が立っていった。そして、すぐに、2つの箱を載せた蒔絵の台を、若侍に持たせて戻り、座敷へ入ると自分が持って、 のの神の前へ進み出清左衛門が箱の蓋を開け、貝がもう一度説明し、よろしければ、自分が毒味をするから、一度口召し上がってはどうかと言った。ヤマトの神は、今日をそそられたと見え、味わってみようと言った。そこで、貝は、洋杯と酒瓶を受け取り、いっぱい注いで飲んだ。酒は、透明な赤い色をしていて、 酒づきに注ぐと、濃くのある方向を放った。その間に、亀谷が、廊下に控えている、その箱を持ってきた若侍を呼び入れた。おそらく毒味をさせるためだろう。しかし、大和の神は、それを制して、自分も飲んでみようと言った。俺に毒を盛るようなものもあるまいと、大和の神は、酒づきを取りながら言った。また、武道ウ牙の美酒を、 あたら毒味薬などに飲まれては惜しい。さあ注いでくれ。ブドウ酒そのものはさして珍しくはなかったが、その酒の柔らかくこなれた甘みとこもったような香りとは、大和の神の舌を灯水させたようであった。浪人の身で、と大和の神は言った。かように高価なものが自由になるとは、よほど内服の上に良き手鶴があることだろうな。恐れ入ります。 内服どころか火星は、火の車、今にも初対じまいをしかねないありさまでございます。初対じまい。もちろんご存知はございますまい。これは、下世話の申す言葉で、家計が行き詰まり家主に追い立てられまして、一家親子が、散り散りに、駆け落ちお逃げなどをすることでございます。しかも、かようなものを見上げにくれるというのか。恐れながら、大和の神様は、 東大十全人のお一人と世表に隠れもございませんと、斐は言った。ご異性並ならぬ馬屋橋様はじめ、学狼諸子を大きなかにも、この美酒を差し上げ、味と香をお得と味わっていただきたいのは、大和の神様ご一人でございます。斐は、両手を膝に置いて、静かに、大和の神の目を見つめた。大和の神博之は、その目を見返した。 海の目は静かだったが、ヤマトの神の視線には、相手の心を読み取ろうとするような、一種の力がこもっていた。うんと、やがてヤマトの神は言った、この酒の味と香りは沈潮だ、これを味わいながら話を聞くとしようか。恐れながら、お蕎麦衆の耳には聞き苦しいこともあるかと存ぜられますが。人払いが所望か。私は構いませぬ、けれども、 話の中には、おそばから好ましくないと、お差し止めの出るようなものもございますので、亀谷が席をした。星左衛門、下がっておれと、大和神が言った、呼ぶまで来てはならんぞ。亀谷はためらったが、大和神は、下がっておれと言って聞かなかった。亀谷星左衛門は貝を見た。貝は、差していた脇差しを取って、星左衛門に渡し、 右衛門は立って廊下に控えていた若侍と共に去った庭の方からかすかに風が吹き入ってき食台の火が揺らめいた貝は半ば残っている盃の酒を火にかざして眺めていたがその目を上げてふと大和の神の後ろに博士をささげている小姓に向けた帰行と大和の神が言った まずご覧を願いたいものがございますと、えしゃくして、かいは、懐から、宝書に包んだ書状を取り出し、古生に向かって、これを、お前へと言った。それには及ばぬ、そのままよれと、大和との神が言った。かは膝ですり寄って、その書状を差し出したが、大和との神が受け取ると、すぐに、元の座まで下がった。これはどういうものだ。 まずご意見を願います。大和の神は、杯を置いて、包んである宝書紙を開き、中から4つに畳んだ書状を出した。そうして、食台の方へ向けて、書状を目からやや遠ざけながら読んだ。貝の目は鋭くなり、大和の神の表情の、どんな変化も見逃せまいとするように、じっと帽子を凝らしていた。大和の神の顔は、 ゆっくりと固まってゆき、下唇が下がった。書状を見る目は動かなくなり、その表情には激しい驚きと、怯えたような色が現れた。大和の神は、その書状を急に両手でピタリと合わせた。その文面を、自分の目から隠そうとするような動作で、強く合わせた両手に挟まれて、髪の音が高く聞こえた。 それは写しだということですと、貝が物柔やわらかに言った、身の証文は別にあるとのことですが、その文面にご記憶はございませんでしょうか。大和の神は、書状を下へ置き、懐紙を出して、唾を吐いた。そして、その紙を、胡椒の方へ投げると、きつとした目で貝を見た。俺に覚えがあるとは、どういうことだ。 これは世間話でございますが、と、甲斐が言った、ただいまから数えて、10年ほど、前の夏、小石川で、猿大名の堀武神がございました。その時、不審奉行を務めていました者が、公議おそば州であられた暴行から、ひそかに召され、今ご覧に入れました証文と同じ意味のことを告げられた上、一回一問にも心許せぬ者がいる。 よくよく用心をせよと注意されたと申すことです。大和の神が何か言おうとしたが、甲斐は、ごく穏やかに、そのまま言葉を続けた。もちろん、将軍家御蕎麦衆であられた暴行は、ただご好意から忠告されたことでしょう。その不審奉行をはじめ、主家のおためを思う家臣どもは、深く感銘し、ご注意に沿って、家中の安定に努めました。けれども、 その証文の主である一人は、己の職権を悪用して、人を先導し、無法に事を起こし、ついには、抗議のご採決を受けなければならぬ、という状態にまで立ち至りました。さて、この世間話をよく考えてみますと、甲斐は、片手をゆらりと振った。その手には、杯を持っていて、残っている赤い酒が、杯の中でこぼれそうに揺れた。 その証文は、三十万石分与ということが目的ではなく、猿大名の家中を紛争に陥れて、抗議の御表情にかけ、仕置き方太り締まりという御採決で、六十万石海域に持ってゆく。待て原田、待てと、大和の神が言った。会は抵当して、八十島和江でございますと、微笑した。今の一言、 ゆるがせならぬことだぞと、ヤマトの神は言った、たとえ世間話にこと寄せたにせよ、六十万石海域が真の目的であったとは、堺公ばかりでなく、幕府全体を誹謗するものだ。では伺います。その証文はどういう意味でございましょうか。会は、をを置いて、静かに大和の神を見守った。10年以前御 周囲の忠告を与えられました僕は30万石分与という密約のあることを知って忠告をなされたもちろんその証文の他のお一人は天下に並ぶものなきご異性のある方ですしかしいかにご異性並ぶものなき方でも60万石を分割しご自分の円片にあたるものに30万石を分与するなどということができるものでしょうか 大和の神は、きつと歯を噛みしめた。すると、寮の方の筋肉が動き、唇が白くなった。改めて伺いますかいは、低く静かに言った。今でも、暴行は、三十万石分与の密約が果たされるとお考えでしょうか。大和の神は、呼吸を荒くし、しばらく何も言わなかったが、やがて振り返ると、故障に向かって、下がっておれと言い。 博士を取って脇に置いた故障入れ側から去った。ヤマトの神は両手を膝にしてやや仰向きになりながら目をつむった。「存念を申せ」と目をつむったままでヤマトの神が言った。「遠慮はいらぬ」「言葉を飾る必要もない」「言いたいだけのことを存分に言え」「斐は座を滑って両手をついた」。 川越の侍従、松平信綱が亡くなられたのは万事二年でございましたと、甲斐は囁くように言った。その時、馬屋橋公は、五老重町将のご遺志を継ぐには、最も適したお人柄です。大和の神は、唾を飲んだ、仙台六十万石の取り潰しが成功すれば、かが、摩にも手をつけることができるでしょう甲斐は、そこで叫ぶように囁いた。 その証文は、六十万石海域にかけられた罠です。その罠は目的通りに働き、老中五氷上は目前に迫っております。私どもは、こういう事態にならぬよう、忍耐の上にも忍耐して参りました。罪なくして罰せられる者、無法に刑殺される者、闇討ち、地毒、幾十人となく血を流し倒れてゆく様を。 ただ主か大切という一義のために耐え忍んでまいったのです。しかし、その会もなく、老中五票情ということになりました。それも数、回は、そこで言葉を切った。上るぶってくる感情を沈めるためだろう。両手をついたまま、しばらく息を整えていたが、やがてむくろを起こし、両手をそっと膝に置いた。ご表情の採血によっては、 一文一家書簡を合わせて八千余りに及ぶ人数が郷土を追われ家を失い生きる方とに迷わなければなりません。会はほとんど眠たそうな目つきで大和の神を見た恐れながら大和の神様は十年前伊達家のためにご好意をお示しくださいました。この度のご表情にもまたご好意を願えると信じてよろしゅうございましょうか。それともこの度は かないませんでしょうかイはピタッと口をつぐんだまるで断じていたことの言が切れでもしたように言葉の中途でピタリと口をつぐみそのままじっと大和の神の目を見つめた大和の神は写しの正門を広げ皺を伸ばして看板な動作で元のようにそれを4つにたたんだ「表情は27日」と大和の神は「 を見ずに行った隙番の板倉邸で開かれるはずだ。その時、この証文の身の方を持ってくることができるか。その方がよろしければ。身のものに紛れはあるまいな。ご助力が願えるのですか。わからぬ、今は、何と言いようもないと、大和の神は自制するように言った。だが、俺にできることはやってみよう。今思い返すと、そこで。 急に恋を落とした万字の折に忠告したということは、俺自身、知らずして、一と役買ったという結果になるかもしれない。無論、幕府にそんな意図があるはずはなし、ここで六十万石を取り潰すなどということができるわけもないが、また、その方の懸念にも一理はあるようだ。ご助力が願えるのですか。表情の席で会おうと言って、大和の神は、 誰ぞいるか、と呼びかけ、故障が来ると、博士を持たせて立ち上がった。カはまだ見上げてい,い、ヤマの神は振り返って、カの目を見つめた、世間話は面白かった、土産の酒も楽しみにしよう、また参れ。カは、静かに両手をついた。談笑、15。まずい、この酒は何だ、まずいぞ。ただいま、ただいますぐに。 内善はまだか、ただのはまだ帰らないのか。もはや戻る自分でございます。どうぞ今しばらく。申し上げます。諸左か、なんだ。津田玄茂殿がお目通りを願っております。よし、通せ。ずっと寄れ、玄は、辞儀は無用だ。ずっと寄れ、一つ使わそう。頂戴する前に申し上げたいことがございます。聞こ なんだ恐れながら、お人払いを。構わぬ、隼人に隠すことはない、遠慮なく申せ。老中表情の人が決まりました。いつだ明後二十七日、月番老中板倉公の屋敷でございます。烈佐の顔ぶれは、老中は、堺公はじめ、久世公、土屋公、板倉公、稲葉公、毛しとして、 町奉行の島田出雲森、作事奉行の大井新右衛門、大目付は、大岡助渡し森、目付は、宮崎助右衛門、以上の吉にございます。召されるのは誰と誰だ幕屋様、柴田劇、原高い、古内島の四名に、聞き役は八谷六左衛門でございます。うん、それで、はじめに、幕屋様は、酒井論を持ち出し、 続いて、家中の政治敏感を訴えられるとのことです。老中は、どう扱う様子だ。板倉公が幕屋様を召されましたとき、屋様は、六の神をため筋について述べるよう、また、原田会は、一関様について弁護するがよかろう、との内意を漏らされたと伺いました。原田に俺の弁護だと。そのように承知いたしました。すると、 政治問題は取り上げられるのだな。うん。原田か。悪くはあるまい。原田なら悪くはあるまい。うん。はやと。はっ。原田を呼びにやれ。急ぐぞ。お待ちください。それはご無用かと存じます。どうして無用だ。船岡は、今家中から睨まれており、いかなる同性も、その注目から、二点用療助かん。 第三水準一の九十二の五十六、出ることはできません。また、一の関様について、どう沈弁するかは、船岡がよく心得ていると存じます。現場はそう思うか。私のみならず、家中一般、世上の表にまで明らかでございます。うん、それは俺も聞いている。恐れながら、万万一にも、うの関様が非分となれば、すなわち、 船岡の破滅でございます。お召しになれば、家中の疑惑を招くばかり、ここは船岡にお任せやそばす方がおためであろうと存じます。わかった。ではそうするとしようが、念のため、現場から原田に伝えてくれ。かしこまりました。俺が原田を頼みにしておる。いや待て、うん、早と、尺をしろ。ただいま酒が変わります。 それには及ばぬ、注げ。うん、玄は、こうだ、俺は、原田が抜かりなくやるだろう、と安堵している、そう申し伝えてくれ。承知つかまつりました。それだけか。会津の中将、星名正之様が、この度の件につきまして。ああ、たくさんだ、その噂は聞いている。星名公は、馬屋橋公をねたんでいるのだ。馬屋橋公が大老となり。 下馬将軍とまで言われて天下第一の威勢を張っておられるのが気に入らぬのだ何合図の中将殿がいかに鋼をしても将軍家でさえ遠慮なさるほどの馬や思考に盾を突くことなどができるものではないそんな噂は気にかけるなそれを伺って心丈夫になりました杯をやろう一つまいれ申し上げますちょひだりだ ただの内膳が立ち戻りました。待ちかねた、すぐに呼べ。私は、これでおいとまをいただきます。うん、よく来てくれた、現場、落着したら、ゆっくり祝宴を張ろうぞ。ご守備よろしく。大義であった。内膳ただいま戻りました。遅いぞ、内膳遅いぞ、もはや三国にもなるではないか、何をしていた。 恐れながら、どうしてもお目通りがかなわなかったのです。目通りが、かなわぬと、言葉を尽くして願ったのですが、バカな、バカな、そんなバカな話があるか、三度も五度も伺った上、今日なら会おうと言われたはずではないか。仰せの通りでございます。その方が聞いてきたのだぞ。御意の通りでございます。俺は、今度出布して以来、 堺公とは、まだ一度も会う機会がなかった。しかし、幕屋の訴訟が切迫している今、どうしても一度対面しなければならない。それは堺公にとっても必要であろうし、今日は、会って、都合の打ち合わせがあるはずだった。御意の通りでございます。それで会わぬということがあるか、内善、その方、紛らわしい口を聞いたのではないか。 私は松平内樹殿に会いました。酒井家の老職だな。私は内樹殿に面識がございます。内樹殿の次には関力殿とも会いました。もちろん、二人とも私の身分と様向きをよく承知しておられ、紛らわしいような点は少しもございませんでした。それでも、なお、本は会われなかったのか。関ら殿が申されますには、 どうした酒税が何と言った関殿が申されますには、この度の猟獣表情が決着するまでは、お目通りはかなうまい、とのことでございました。それは間違いだ。それは堺公の意思ではない。それは間違っている。側近の者たちが何か思い違えているのだ。私は、二国半近くも待つ間、内鬼殿や関殿の様子を見ておりましたが、どうやら、 これまでとは事情が変わってきたように見受けられました。何が変わった、何がどう変わったというのだ。これが通うと、確たる例は挙げられませんが、接待の仕方も、これまでとは格段に下がり、一と弦で申せば、ほとんど邪魔者扱いでございました。貴様の悲がみだ、母は、聞いたか早と、内善は、年がいもなく悲願んでいるぞ、酒がまずい。 女どもを呼べ。いや、待て。まあ、待て。もっと寄れ。内前、今は、大事な時だぞ。いいか。楽屋の訴訟は、俺が目当てだ。いいか。もしも、俺が、万一にも、この俺が罪に問われるとすれば、堺公も無事では済まぬ。堺公と、俺には契約があり、互いに証文まで取り交わしているのだ。俺が問題されるような場合には、その類は、 必ず堺公にも及ぶだろう。王は、それを知っている。王がそれを忘れるはずは断じてない。にもかかわらず、俺を邪魔にするというのか。恐れながら、私は、己の見たところを正直に申し上げるより、ほかはございません。隼人より申し上げます。俺の言うことに誤りはあるまい。隼人、内善は、勘違いをしておる。ひがんでいるのだと言ってやれ。 私からも申し上げます。内禅は、勘違いもせず悲願でもおりません。何、内禅がどうしたと。堺邸の様子は変わりました。涌屋様ご出府以来、堺邸の応対ぶりは、誠によそよそしく、月齢のご挨拶に上がりましても、老職に会うことさえ、まれになっているような次第です。早とまでが、そんなことを申すのか。早と。 それは事実か。もう一度聞くぞ、はやと。今申したことに間違いはないか。アードの、さようなことを。かまうな、ええ、かまうな。どのいかが遊ばします。俺は堺港に会ってくる。貴様たちでは拉ちが明かぬ。俺は、堺港に会って、ご所存のほどを聞いてくる。どのしばらくお待ちください。それはもはや無用かと存じます。 何が無用だ。貴様たちは、何も知らぬだろう。俺が、今、坂井港を必要とするように、方にとっても、俺は必要な人間だ。それを知らぬから、貴様たちは、うろたえたことを言っている。貴様たちは、役に立たぬ。俺がじきじきに会ってくる。お待ちください。殿。殿、お待ちください。話せ。俺は坂井港に会うのだ。 それはお考え違いでございます。それだけは、どうぞご無用に願います。話せと言うに、己。あ、殿。殿、しばらく、しばらくどうぞ。友の支度をしろ、馬で行くぞ。断金断化。広文十一年、三月二十七日。立家の麻布屋敷にいた伊達秋は、早朝に起きて目浴し、 白の下重ねを着て、朝食の前に向かうと、幕屋から友をしてきた家将たち、老身から胡椒頭などに、酒好きを回した。全部は、秋自らの献立によるもので、前の夜から、全版に支度が命ぜられ、煮汁な,なななに酒煮込んであった。次に、秋は、のしめ朝上しもをつけ、出陣ののしを取って祝った後、玄関の式台前で、 また酒魚を出し、留守の者から友をする故障との者たちにまで、杯を与えた。同じ時、本邸にある原田家では、朝食を終わった会が、今で、お組の手紙を読んでいた。それは、使いの者が、開門を待っていて、届けたもので、四五日前から、風邪気味で寝ていた甲斐が、夕べ医者からはしかだと言われたこと、当分は部屋を締め切り、 屏風を回して、風に当てないようにしなければならないこと。当人は、聞き分けがよく、駄だをこねるようなこともないが、見ている自分には、それがかえっていじらしいなどということが書いてあった。大事な時だからお暇もあるまいが、少しでもいとまができたら来ていただきたい。口では何も言わないが、かよもあなたを恋しがっているようである。おくは、そう書いた後で、 こんなことを書くのは恥ずかしいがと断って次のように続けていた。一昨夜嬉しい夢を見た。夜中に表手を叩く音がするのに誰も出る様子がない。仕方がないので自分で起きて行き、雨戸を開けてみるとあなたが立っていた。あなたは異関足体で手に尺を持ち、体全体から金色の光を放っていた。私は あまりの尊さに、はっと頭を下げたところ、自分が丸裸でいることに気がついた。その上、おかしなことに、体の前頭白の恥ずかしいところが一緒になって目に見える。あたしは、両手で、懸命にそれを隠しながら、走って寝間へ駆け込んだ。すると、表手にいるはずのあなたが、いつの間にか、もう寝間に来ていて、白い寝巻きになり、 髪を解いている。あたしはおかしいなと思った。殿方でも寝るときは髪を解くものかしら。そんなことを思っているとあなたが振り返ってこちらへおいでと両手を静かに差し伸べた。それから後のことは書けないけれども目が覚めてからもあなたのお体の温かい肌触りや優しくあやされたお手の感じがありありと残っていて。 召使いたちに顔を見られるのも恥ずかしいくらいであった。つまらないことをとお笑いになるかもしれないが、あたしには、この夢が、幸運の前兆のように思える。あなたが遺観測帯で、金色の光に包まれていたのは、今度のことが、守備よく収まって、あなたが、非常な栄達をなさる、という夢知らせだと思う。そして、手紙は、かよともども、 一日も早くおいでくださるように待っていると結んであった。読み終わった回は、夢の中で、自分が遺憾測体をつけていたというところを、更新したような目で見守った。遺憾測体に尺を持って、金色の光に包まれていた。おくは、それを幸運の前兆だという。夢などは、単位のないもので、何か意味があろうなどとは考えたこともないが。 今の会は、不思議とその箇所に引きつけられたし、お組の言うとおり、今日の表情で全てが好転するかもしれない、という気持ちさえ感じられた。そんなことを頼ることは未練だが、しかし、今日だけはそうあってもらいたい。会は、何かに祈りでもするように、広げたままの手紙を持った手を膝に置いて、頭を垂れながら目をつむった。麻布屋敷では、 秋の住居の玄関先で、祝いの杯がようやく終わり、秋が立ち上がった。友をする者たちは、列をなしてつくばい、留守の者は、式台から、その後ろにひれ伏した。秋は、振り返って、式台にいる渡りクロードを見、千葉三郎兵衛を見た。千葉は江戸における家老で、前の夜、このマフへ来た者であった。秋宗茂は57歳であるが、 早くから老けていた割に、日までは、かえって若々しく見える。小柄な痩せたむクロつきだが、日に焼けた肌は、よく引き金利、高い頬骨のあたりは、精力的にツヤツヤとしていた。クロード、サブロベイと、キは、二人を見つめながら言った。俺はやがて、帰るぞ。必ず帰ってくる。だが、生きて帰るか、死んで帰るかはわからぬ。 さらばだという意味が、その短い言葉の中に脈を打っているように感じられた。クロードは、両手をついたまま見上げてい、サブロベイは、式台描くをすりつけるようにひれ伏した。アキは、向き直って、しっかりと歩き出した。ほぼ同じ頃、下馬先の境亭では、つねぎのままの歌の神が、ただ一人客間に座って、宙をにらんでいた。 彼は前よりも超えているが、重みと威厳の加わった僧侶のためだろう、全体が一回りも大きくなったように見える。年は四十八歳。濃い眉と鋭い僧侶に、今、激しい怒りが現れてい、脂肪のにじみ出る方は赤く染めていた。歌の髪は懐髪を出し、額から、両の方、顎の周りを押し拭った。髪は、 油を吸って汚点になり、彼は三度それを繰り返した。原田い芽と歌の神はつぶやいた。い芽、やはり知れ者だったな。すると、彼の方が一層赤くなった。久世大和の神が帰ってから、半時ほどたったが、彼の耳には、まだ、大和の神の声が残っていた。博文六年、大老になって以来、幕府の第一人者として、 彼は思うままに生きてきた。人に意見されたこともなかったしまして頭を押さえられるとか譲歩させられるなどということは一度もなかった。世間では彼を下馬将軍と呼び将軍絆でさえ彼を抑えることはできないと言われていた。だが彼は今、面上へ鋭い一撃を送った。それは 全く予想もしない一撃であり、骨に徹するものであった。ことにあの証文。一関の兵部宗勝と取り交わした証文が、貝の手に握られているという。歌の神は、すっかり忘れていた。表部との約束も忘れていたし、証文の取り交わしなどということは、初めから気にかけてさえいなかった。表部にせがまれたので、やむなく書いただけで。 そんなものが問題になろうとは考えたこともなかった。しかし、それが今、彼の鼻先へ突きつけられたのだ。胸部の手から出たな。そう思ったが、念のため調べさせると、彼自身のものが紛失していた。他にしまい忘れることはない。あの証文は、彼の寝床に付属した何度の、その文庫にしまったのだ。 その文庫にしまった記憶に誤りはない。にもかかわらず、その文庫の中から、その証文だけがなくなっていた。何者が、いつ、どうして。その難度は、寝床の隣で、男たちの出入りすることはない。係の老女か、彼と寝間を共にする女のほかに、その難度へ入ったり、文庫の中を探したりすることのできるものはなかった。 どの女だ、いつのことだ。歌の神は女たちを思い出そうとしたが、無駄だということにすぐ気がついた。側室と決まっているものを別にするとかすかに覚えている女だけでも23に過ぎない。その夜その時の気まぐれに寝床へ連れ込んだ次女は少なくなかった。一夜きりのものもいるし、二夜、三夜続いたものもある。それらの中には、 今でももめているるのがあるだろう、だが、いとまを取って去ったものもあるに違いない。無駄だと、歌の神はつぶやいた、正門が、彼の手には行っているのに、女の戦技をして、何の足しになるか。問題は、甲の手に正門が握られているということだ。それは、兵部と、自分の間にあるうちは、宝具も同然であった。けれども、甲の手に渡り、 その裏にある糸を見抜かれたとすると、宝具どころではなく、重大な意味を持ってくる。知れものめ、と、歌の神は歯を食いしめ、急に荒々しく立ち上がった。憎いやつだと立ったまま、歌の神はつぶやいた。憎いやつだ。この日を前にして、人も、あろうに、大和の神の懐へ飛び込むとは、くぜヤマの神、あの君しぶったじじめ、うん。歌の神は、 またたをを出して顔を拭いたそれを繰り返し、拭いた髪は丸めて捨てながら、逆間の中を覆ったり来たりした。血色のいい唇を引き締め、怒りの目で向こうを見ながら、足音荒く、磨き上げた床板を踏みしめ踏みしめ、三歩行っては戻り、五歩行っては戻りした。彼の怒りは少しも弱まらなかった。 頭の奥に潜んでいた記憶は、時が経つにつれて、はっきりと、その形を表し、現実よりも生々しく、はるかに誇張されて、彼の自尊心を刺激した。湯島で、一度、この屋敷で一度。二度の対面で、原田海は、二度とも彼を翻弄した。俺は、あいつの正体が見たかった。あいつの化けの皮を剥いでやりたかった。 と歌の神は思っただが、結果は、二度とも、俺の敗北に終わった。甲斐は、身分の差だけ肩越しを折ってみせたが、背骨は曲げなかったし、戸の中は微動もしていなかった。あの時、すでに、そうだ、湯島で会った時、すでに、あいつは、俺の胸の中を知っていたのだ。ことは割れたと、歌の神はつぶやいた。くぜ大和の神は、 黙ってみてはおるまい。彼は、自分にも、責任の一般があると考えている。伊達の老身どもはもちろん、覚悟を決めているだろう。彼は、荒い足音をさせて立てちょうった。今日の表情では、社会論から始めて、家中仕置きの政治問題を持ち出すという、と、つぶやいて、歌の神は目を上げた。いざとなれば、会は、あの証文を差し出すだろう。無論、 老臣どもと了解の上だ。事が割れたことは確かだ、と彼は立てちょうったままで思った。今、自分には敵が多い、将軍補佐役の星名正行も板倉内戦、重則も、俺の失脚を望んでいる。久世大和は、清名を孤児というだけで、現にここへねじ込んできたくらいだ。これでは、六十万石に手をつけることはできない。今は、 最も情勢の悪い時だと彼は思った俺にとって最も情勢の不利な時に問題が起こった。確かに事は割れたと歌の神は自分に向かってつぶやいた。今は駄目だ今強行すれば俺の手を焼くだけだいや待て本当に駄目か一の関の欲張りはかなりうまくやった伊達家の内紛はここまで盛り上がっ 彼らの方から、老中の採血を買うてきている。すっかり膳立てができている。これでも不可能か、これでも、俺の手を焼くだけか。歌の神は、きつと、脇の方を見た。あの証文を忘れるな。そういう声が、脇の方で聞こえたように思ったのだ。うん、と、彼はかすかにうめいた。立家中の内紛は、あの一枚の証文、すなわち、 三十万石を分与するという兵部宗勝との密約から始まっている伊達明原田海良はその事実を明らかにするだろう表情の席で少なくとも斐はやってのけるに相違ない彼はそこまで考えてきてまた大股に歩き出しその足の下で床板が荒々しくなったことは割れたとまた歌の神はつぶやいた 時期を延ばそう今はだめだ、今は不利だということは確かだ。彼は三歩行き、五歩戻った。徳川四万代のために、仙台、加賀、薩摩の三夕飯は邪魔だ。北方と中部と南方に、これら夕飯が安泰に座っているということは、幕府将来のために何より好ましくない。これは、無クに、三つの眼を持っているようなものだ。 このままにしておいては、必ず、どれかが命取りになる。例えば取り潰すことが無理なら、分割して力を弱める策だけは取らなければならない。俺の手でそれをやってみせる。俺の他にそれをやる者はいない。きっと、俺のこの手でやってみせる。こう思いながら、彼は自分の右の手を見、柔らかな、色の白い、そして太った手を広げ、 それから、何かをつかむように、静かに、しっかりと、その指を握りしめた。彼はまた立てちょうり、右手の拳で、左の手のひらを強く打った。よし、網を解いてやると、歌の神は声に出していった。今度は、かけた網を解いてやる。歌がよく聞け、腹高い。網は解いてやるが、貴様にことは弾かせぬぞ。ことも弾かせぬ。歌も歌わせぬぞ。 歌の神は、ご表紙ばかり黙って立っていた。それまで、頭の中で渦巻いていたものが、次第に一点へ凝集し、鮮やかな形を取るのが感じられた。やむを得まいと、彼は、放心したようにつぶやいた、秘策の漏れるのを防ぐためには、知っているものを全部やるほかはない。会はその第一だ。彼は、それを知り、六十万石を守った。しかし、 その代償は払わなければならない。氷上の席へ出る者には、皆、その代償を払わせてくれるぞ。歌の神は歩いて行って、元の席に座り、文台の上の鈴を取って鳴らした。そして、懐紙を出して、ぐいぐいと顔を拭き、それを繰り返した後、もう一度鈴を鳴らした。午前8時。伊達明の籠は、八代週川岸に着いた。 秋は陪審であるが、老年と病弱を名目に、江戸へ着くと、すぐ、支柱乗り物の許しを得ていた。八代州川岸の伊達東遠見守る邸に着くと、古関全在門という、文番の者が接待に出て、原田海が来ていると告げた。柴田劇と古内島は、まだ見えないそうで、尾関は、世評通り、秋と海が不和であると信じたのだろう。 別の座敷へ案内した。秋は、一度座ってから、尾関に向かって会を呼んでくれるように、と頼んだ。尾関は、迷って、今、老職が挨拶に出るからと言い、立って行こうとするので、秋は、その前にぜひ会いたい、と、強い調子で繰り返した。ちょうど同じ頃、境邸では、歌の神の常井の間で、川内森忠京と、 過老の関チからと高須隼と松平内池ら四人が歌の神の話を聞いていた。中居は歌の神忠清の嫡男で、博文五年に小四位した。去年から自重を兼ねており、父よりも背丈が高く、眉間に勘の強そうな皺が刻まれていた。歌の神は話し終わってから四人の意見を聞いた。中居がまず同意し、 三人の老職も同意であると答えた。よし、それで決まったと、歌の神はうなずいた。いつやるかは、俺が会えずをするが、してには誰がよいか。高須隼人が中居に言った。太田弥兵はいかがでしょうか。太田と石田だな、と中居が言った。石田・家門と弥兵ならつかまつ存ずることはあるまい。いや、人数は五人だと、歌の神が言った。 一人に対して一人でやれ、迅速に、しかも、断じて子損じてはならぬ。そこで、五人の指点が選ばれた。庭先にも人数を伏せようと、中居が三人に言った。玄関は俺が引き受ける。若殿のお手を煩わすのはいかがと存じますが。いや、玄関は俺だと、中居が言った。彼らの友は少なくないだろうし。 仙台の人間はいざとなると手強いそうだ。玄関は俺が出て抑える。それがいいだろうと歌の神が言った。では、板倉絵師者をやれ。同じ時、伊達演習邸では接待の位置と間で、秋と海人が話していた。襖を開け放ち、人は遠ざけてあるが、どちらもほとんど囁くように声を潜めていた。しかしと、 秋がいぶかしそうに問い返したいつか船岡は久世公も幕府各老の一人だと言ったように思うが「申しました今でもその点に変わりはありませんし久世公を信じているわけでもございません」と斐が答えた方春門院のご助言もかなわぬと聞きましてこれは敵の役学へ一とやいこむほかはないと考えそれには久世公が最もよしと思ったのです。 秋は遠くを見るような目つきをし、静かにうなずいていった。うん、方にその責任があることは覚えている。私はそれを癖行に申しました。小石川の不審小屋から密かに松山・小森庭雄を呼び出したこと、六十万石分割の密約について忠告されたこと、それがこの度の紛争の根となったことなど、すべてをあからさまに申しました。 まず、まず、ますと、アキは短縮するように、目を細めて貝を見た。それは、一番やり、一番乗りに勝るお手柄だ。王は、さぞかし怒られたことであろう。カは、そっと、片方の手を翻した。アキは、その様子を見守りながら、切られる覚悟で言ったな、ということを察した。激怒されると思っていたのですが、と、カは答えた。 心の中は知らず、その証文を持って表情上でろ、表情上の席で会おうと言われました。守備はどうあると思う大半取りつぶしの手はずを明かしたのですから、仙台六十万石は安泰であろうと思います。確かにそう見るか。格言はできませんと、甲斐は慎重に言った。しかし、久世公は明らかに動揺しておられましたので、おそらく。 他の老中に相談されることでしょうそこでもう一つ頼みになるのは堺公の立場です堺公の立場とは法は今殿下第一の威勢を持ち将軍家さえも法をはばかられると聞いていますこういう抜きんでた威勢には必ず対立する勢力が生ずるもので閣僚の中にも堺公打倒の気をうかがっているものがあるに相違ないと思います 秋はあぐらをかいて座っていたが、その左右に開いた膝頭を袴の上から大きくつかみ、唇を引き結んで、じっと前方を見守った。俺は死ぬ覚悟で来たと、やがて秋が言った。そのため、楽屋で海名もつけたし、今朝マフを出るときにも死ぬ覚悟だということを留守の者に告げてきた。斐はそっと抵当した。この木を 新庄タスカン、第3水準1の92の56してはならないと秋は続けた堺港に対立する勢力があってそのため表情が中途半端にされたりごまかして宣んされたりしてはならないここは我らが一命を投げ出して正面から堺港と対決し確実に災いの根を断ち切る時だ船岡にもその覚悟でいてもらいたいと思う カは黙ってもくれを返した。消耗は持ってきてあるか。持ってまいりました。秋は微笑した、下馬将軍とのつばぜり間、この白髪首をかける値打ちはあるぞ。私は、穏便に住むであろうと思います。カはさりげなく言った、穏便に事が済むよう、できるだけやってみるつもりです。どうぞ、幕屋様にも、もう一度辛抱をお願い申します。 堺公の出方によってだと、秋は強く言い返した。官人のなる限りは官人するが、穏便に済ませるために手を緩めるつもりはない。それだけは今から断っておく。海の目に突然、がっかりしたような、激しい疲労に似た色が現れ、額に深いしわが寄った。この度の俺の訴訟は、と、秋は、ダメ押しをするように言った。 ことを穏やかに収めるのが目的ではない。これだけは船岡にも承知しておいてもらうぞ。海は、黙って、アルかなきかに会釈し,した。午前11時頃、秋をはじめ、柴田劇、海、古内島の4人は、蜂や六左衛門の案内で、辰野口にある板倉邸へ向かった。そして、約半時ほど待っていると、酒井歌の神から死者があり、 表情は堺亭で開かれるから、伊達家老臣はこちらへ来るように、という口上を述べた。そこで、彼らは、板倉邸を辞し、大手下馬先の堺亭へ向かった。その時、堺亭の長屋では、黒田源四郎が、机に向かって書き物をしていた。その日は非番だったので、今度も、支配の松本劇に頼まれた、写し物をしていたのであるが、 一休みしようと筆を置いたとき、声をかけて、太田弥兵が入ってきた。戸口から高い声で呼ぶので、立って行ってみると、弥兵は赤い顔をして土間に立っていた。どうぞ、上がってください。いや、上がってはいられない弥兵は、興奮し、清い立った声で、首を振りながら、自分の左の手のひらを、右手でピシッと打った。今日はこれから これ玄四なな郎はけげんそうな目をした。なんです。試合でもあるんですか。真剣だと弥平が言った。これから大書院で老中表情がある。老中表情と玄四郎は聞きかそう。